だよね、自分ところのアカウント、これどれやこれかで、よいしょ、はい、これクラクラやな、これでいけるかな、いや今ゲーム始まったらあかんかな、よこし、これでか立ち上がり、オッケーオッケー、準備できました、やっかいしちゃった、はい、いけたかな、これでいけれるかな、うん、はい、あ、ジェミグミさんこんばんは、いらっしゃいませ、ありがとうございます、岩上ゆきさんこんばんは、いらっしゃいませ、ありがとうございます、ちょっとマイク動かしますね、はい、よいしょ、はい、ちょっとだけ高さ、はい、うん、なんかね、もう、ね、10時に始めるって言いながら10分遅れてスタートになってしまいましたけどね、なんやかんやでかバタバタしちゃいました、あ、なおさんこんばんは、いらっしゃいませ、みっちけいさんこんばんは、いらっしゃいませ、いちごちゃんさん、たくさん、こべさんこんばんは、お邪魔しました、いらっしゃいませ、ありがとうございます、フェレスさんこんばんは、いらっしゃいませ、有松空さんこんばんは、いらっしゃいませ、トムトムさんこんばんは、いらっしゃいませ、そら猫さんこんばんは、いらっしゃいませ、ありがとうございます、神田千佐子さん、たくさん、こべさんこんばんは、お邪魔しました、ありがとうございます、いらっしゃいませ、まめそいさん、わーい、こんばんは、いらっしゃいませ、ありがとうございます、ニコリさん、わーい、わーい、こんばんは、ありがとうございます、くるみさんこんばんは、いらっしゃいませ、あ、なおさん バレー負けちった、惜しかった、いい試合だったということで、そうやったんですね、ちょっと私たちなんか全然試合を見てなかったので、さっきもうあの 100m の, あの予選はちょっと見てたりはしたんですけどね、七野太郎さんこんばんは、待ってます、よろしくお願いします、ありがとうございます、ローザパルマさんこんばんは、今日もよろしくお願いします、こちらこそよろしくお願いします、ラドさんはじめましてこんばんは、いらっしゃいませ、ありがとうございます、正和三条さん毎度です、いらっしゃいませ、ありがとうございます、 TU さんこんばんは、いらっしゃいませ、岩上明さん、お友達 BGM もバッチリです、ありがとうございます、サチさんこんばんは、いらっしゃいませ、カオさんこんばんは、今日もよろしくお願いします、こちらこそよろしくお願いします、ミミトさんこんばんは、いらっしゃいませ、キャンディキャンディさんこんばんは、ライブ期待してましたということで、ありがとうございます、もうわざわざ、もうね、この褐色系が来たらね、もうこれをやらないわけにはいかないですから ね、毎回なんかやってるというかね、なんか前もアシャの時かな、アシャの時もあの全員集合、あの時は収録でやったんですよ、ね、うん、であのザンニャの時にも、あのラテモカハザ全員集合をやらせていただいたんですけど、はいはいはい、もうなんかこうその度にやりたいっていうのがね、うん、あるんですよ、だからあまりにも続けてやりすぎたらいかんから、なんかエレガントエリーの時だけちょっと自粛したっていう、ね、そういう流れでやらせていただいたんですけど、どこまで行ったかな、どこまで行ったかな、カオさん行って、カオさんも行ってから、ミミトさん行って、うん、キャンディキャンディさんとライブ期待してましたまで行ってたよね。はいはい。スーさん、コペさん、タクさん、いつも大変お世話になっております。アニマさん、無事にご到着ですということで、あ、おめでとうございます。ね、ちょっと、うちも今回は1日遅れたかな、到着が。1日やね、まあ、オリンピック関係もあるし、うんうん、なんか、まあ、大阪で荷物がなんかこう、半日以上止まったんですよね。そうやね、うちら知っとる人、みんな、うん、徳島の人も、うん、次の日になったよって言ってたから。がなんか、うん、1日遅れるの珍しいなって言ったんですよね、手仕事レオさんこんばんは、大好きな褐色肌祭りですねということで、もうこれはやらずにはいられないですね、森凛さん、こんばんは、楽しみということでありがとうございます、鏡根蓮さんこんばんは、週末ライブ嬉しいですということでありがとうございます、ナオさん褐色肌いいですねとか、もうこれね、うん、やりたかったんですよね、もうね、もうひたすらなんかこう色の黒い子を並べていくっていうね、まあ、でもやっぱりね、全然やっぱり今回のは本当に黒いもんなですね、もうラテの子が普通に見えてくるっていうね、そうそう、なんか私もね、あの最後なんかこのサムネの時に補正入れてて、うん、あの影とかなんかちょっとでも薄くしてかい、なんかはっきりするようにと思ってたんですけど、あんまりやりすぎたら、あの上段の子がかなりの確率で普通肌に見えてきてか、ダメだって言ってか止めたんですよね、もうスーズガーデンさんこんばんは、お邪魔いたします、テンティーさんのお迎え服とっても素敵でしたということで、ありがとうございます、ちょっとね調子乗ってから2つ作ってみました、いやね、やれてよかったですね、どっちか間に合わないかと思ったりもしたんですけど、なんかどうなんやろね、うん、動画作るんも、うん、夏休みやから逆になんか、うん、結構まあ宿題を早めに終わらさせたからね、そうやね、朝一でやっとかんかったら見んぞって言うてかいな、そう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 、わーんってか朝からやって、あとはもう計画的にとにかく宿題の、うん、やる順番を俺が決めてるんで、そうやね、うん、まあそこは万全ですけどね、そうそうそう、最終的に工作以外はなんかとっとと終わらすっていうところです、ね、もう最後の工作とか作るんはもうお楽しみにとっとけっていうことで、うん、そうですね、あれはもう楽しい分ですからね、そら猫さん、褐色肌さんお迎えしたいですということでね、おー、なるほど、褐色組はね、いろいろいますんでね、うん、まあ、あの褐色肌っていうのがね、やっぱチョコ肌とイコールになってしまったので、今回だから、まあこの色はチョコっていうことで、うん、チョコですね、変やね、そうですね、だからなんかラテ、モカ、チョコというなんか3段階にはなったんですけど、うん、この子たちね、ちょっと健康的でいいんですよね、そうやね、この時期になったら楽しみになる方もおられるし、ちょっとまあ今この中パーッと映っとるけど、うん、アシャアルビラだけがうちの場合マット肌にしてますんで、うん、やけどまあマット肌やけど、うん、あの完品は、うん、また別であるので、1年前じゃないわ、1年前1年ぐらい経つのかな、まあ、なんせあのちょうどコロナ禍の中、うん、ちょうどね、そうそう、あの公式のカートになんかこう蔵出し的に出たよっていうのをなんか連絡いただいて、うん、急いで買いに行ったんですよ ね、 うね、もうそういうご縁があるのは本当にありがたくてね、開けるのが
そうなんやね、もうこうなってきたら開けるのがちょっともったいなくなってきたりするんやけど、そうそう、本当はね、褐色肌コーナーばっちり作って、うん、そこに全員並んでるのが理想なんですけど ね、作品用に作った分やから、うん、これは、どれや、エレベーター部屋の分で作ったんかな。そうですね、エレベーター部屋用なので、うん、そうやね、東京で出す専用で、いや東京じゃないです、先に大阪です、名品市です。そっかそっかそっか、あの車で担いでいって帰り、なんかあの途中で帰り、なんかあのハンドル切った時になんかティッシュの箱が飛んで、そうそうそう、手すりが吹き飛んだんですよ一回。手すり半分なくなったもんな。めっちゃ目覚めたわって言って、降りたことないインターで降りて、これどこやと思ったもん。そう、なんかこう慌てて直したんですよね。そうそう、でもあれでなんとかなったって、いろんなことがありましたね。手前岩井さん、こんばんは、よろしくお願いします。いらっしゃいませ。三浦さん、こんばんは。テンティさんに作られたお洋服かっこいいですということで、ありがとうございます。ちょっと頑張った甲斐ありました、うん、ありがとうございます。ペコリさん、こんばんは。褐色肌好きなので嬉しいですということでね、ありがとうございます。やった、仲間嬉しいです、うん、神田千田子さん、コペさんのお迎え服素敵でしたということで、ありがとうございます、うん、もうね、頑張ってよかった、ね、こうやってね見てくれて、こう、うん、なんか中には ね私が作った方がいいのかと思う方もやっぱおられると思うよ。その辺はね、もう自分の中の好きな服っていうのがあるやん、うん、絶対ありますよ。だからその何を、うん、やっぱりこうその理想としては、俺はあのワンワイとか結構好きやったけど、はいはい、中にはやっぱりその当初思ってたんは、はい、やっぱりなウテナがな、どうしても頭の中に浮かんだから、アンシーですよね、アンシーの服が、うん、あのなんかこうなんていうん、軽やかなで、うん、袖がなくて、うん、で下ちょっと軽くひらひらで、うん、あでもなんかシュッとしたボディにぴったりつくような、あのチャイナ的な感じの、あれもええよなって、しかもメガネやしなとか思いながら、うん、確かにな、そう、あのこのやっぱり褐色肌でか思い浮かべるのってみんなそれぞれ違ったりはするんですけど、うん、私も確かにアンシー頭によぎったんですけど、そうそう、あともう一つ、あの、うん、紅茶王子のアリアさんあっちかやったんですよ、うん、ただなんかアリアさん確か前髪なかったたんじゃないかなというのもあって、うんうん、でどうするべっては思ったんですけど、とりあえずなんかどうするべなんや、そんまり聞かない言葉やな。いやもうほんと今回ね服ね迷ったんですよ。なんで秋田弁みたいに。ちょっとねゆずさんのとこ見よったからね。まあそんなんもあって、今ねこのなんかこう画面の中に、はい、同じ服の色違い3人並んどんですけど、そうですね、うんうん、もう この褐色専用みたいになりつつあって、なんかね、いや別になんか色の白い子に着せても全然構わんのですけどね、ちょっと、うん、チャート戻りますね、はいはい、ユンさんこんばんは、いらっしゃいませ。くるみさん、ちょうどウォーキングから帰ってきたところです。 お疲れ様です。夕方からひどい雷と雨で遅くなってしまって間に合ってよかったですということで、あらら、やっぱりなんか豪雨のところとかもあるんですね。なんか雲行き怪しいとかいうのがなんかちょっと聞かれたりもしてたので、うん、うんうん、キャンディキャンディさん、アニバさん、不具合がありとうとう7月には到着しませんでした。あららららら、はい、どんな不具合やったんやろ。なんか不具合もなんかちょいちょいは聞いてるんですけど、服が着れないみたいな相談もちらほらあったりとか、黒い分とか ねあとは本体の方になんかあの切り傷みたいなのが入ってたみたいな声とか、うん、チラチラ聞かれてるんですけど、それは何なん、ラバーの部分っていうこと、なんか足にあったみたいなのを聞いたんですけど、まあなんせあの詳細を見てるわけではないのでね、うん、なんかいろいろあるのかなと思ったりして、うん、ローザパルマさん、トゥエンティちゃん真ん中にいて本当黒いですねって、もう圧倒的に黒いですよね、うん、これまでなんかエースだったパイナップルプリンセスがなんかもう全然っていう感じですもんね。そうやな、まあまあその辺はね、うん、やっぱりねここまで黒いの出てくれてが嬉しいですね。花花キラキラ星さん、こんばんは、ライブありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今旦那さんと夜食、夜食材買い出し行ってきました。コロナワクチンモデルナ2回目接種終了、副反応恐るべしです。38度発熱、次の日も37度だるだる、頭痛、鼻水、腰痛、倦怠感、腰痛も来るんや、やばいやばいでした。わー、まあ、とりあえずまあね、うん、まあ、うちらは、明日から予約開始か。そう、明日から予約開始なんですよ。そうやね、だから これをあのとにかく運動会シーズン始まるまでに打っておかないと、うん、あの直前で打って腕が上がらないのだけはどうにか避けたいと。それは困るね。あとね、やっぱりなんか、うん、よくその本当のところのルールは知らないんやけど、うん、その、まあコロちゃんになって死ぬか、うん、打つのが怖くて、うん、打たない人もおるやん、うん、でそれで死んでも、うん、多分もう打ってから死んだ方がええんかなと思うし、どうせ死ぬんやったらと思うし、まあ、じゃあ打っとこうっていうのもあるし、だからうちのなんかあの何、うん、その おばあさん方が集まってるとこで、うん、あれ打ったら痛い言うけんよういかんのじゃ、いけよと思いながら打ったら痛いわ、いけよって思うな。それはダメだろっていう。だからなんかその他の心配どころがあるんやったらやけど、うん、だからなんか私なんかアレルギーとかあるからアナフィラキシーの恐れがあるんよとか言ったらなんか、あそれはちょっと迷っちゃうなとかあると思うんやけど、それも検査したらやわ、うんうん、だけどなんか痛いから嫌はなんか大人が言うたらあかん。それは違うよ、おばあちゃん何言ってんのっていう。
まあまあ、ミュータマさん、褐色肌さんたちみんな素敵ですが、今の気分で一番お気に入りはどなたですか？一番お気に入りね、私実はエボニーです。今は、うん、強いな、うん、エボニーはね、あの後でかい、なんかこうグッとくる子でしたね、うん、うちはアシャアルビラかもしれんな。エボニーは確かに、でもやっぱりな、うん、根本的にジンジャーが好きやからな。そう、ジンジャーから私たち始まったので、そうジンジャーだけはね、やっぱり外せないところあるんですよね。別格なんよ、うちの中では。だからスペリオールとかうんぬんあるけど、なんかそれでもやっぱりずっと好きですよね、うん、だからスターダンサーは当時なんかふーんと思ってて買わなかったんやけど、うん、後々になってみたら、うん、ちょっと待って、褐色であの髪色が一人も出んやないかってことになって、で今なんか私たち箱入りもなんかこう最近になって譲ってもらってて、手に入れましたね。で手元にはあるんですけど、 それも開けたいなとは思ってるんですよね、うん、私たち本体だけで買ってたから服が一緒に手に入ったの嬉しくて。そうだから、あの本体も、うん、確かスターダンサーね、うん、本体だけ多分1万円切ってたと思うよ、俺買った時。だからスターダンサー買って、他のなんかいっぱいブライスのデフォ服がいっぱいついてくる分買って、うん、ほんでなんかな、スターダンサーを買って全然関係ない箱に入ってて、うん、緩衝材代わりにデフ服がパンパンに入ってたんよなんじゃこりゃと思いながら。それもすごいですよね。そう、まあ、ああいうの本当ありがたかったです。時代やったやろな、昔は、うん、昔そういうの多かったですよ、うんうん。そしたら続きいきますね。みちけいさん、開封動画拝見したらチョコ肌思った以上に可愛くて欲しくなっちゃいましたということでね。そう、後から見てかい、なんかあいいなとかいうのあったりしますよね。まみそいさん、皆さんがアニバさんをお迎えの中、10人分でホープちゃんが注文できたのでお迎えしました。可愛いですが、そうそうそう、おめでとうございます。あれなんか、うん、また出たん、キャンセルのキャンセルっていうこと、あれ なんかあれが何かわからんのよ、うん、多分まあキャンセル品かなと思ったんやけど、うん、2段階にわたって出たんですよね、うん、だから前のだけ、夜中の10時ぐらいから出とるよったんかな、うん、私は10時ぐらいから最初気がついて、そうそうそう、で翌日のなんかお昼頃になってもまだ全然あって、夜になってもまだあったやろ。その時になんかまず昼頃にクラブハウスで会員なんか今あるよって言ってから、帰ったよっていう人がなんかこう出て、 そこ行くまでも、うん、朝の10時ぐらいにはもう出とったん分かっとったけど、うん、そのうちんとこってツイッターにやっぱり転売屋がおんのよ、うん、うちをフォローしたんか、転売がやっぱり、うん、パッと見ただけで10人ぐらいフォローしてんの、うちのとこって、うん、だからなんかうちでそれ書いてから転売屋がおうって言ったら腹立つじゃないですか、うん、だからなんか DM で、うん、なんか悪瀬猫さんこれみんなに言うてあげてくださいみたいなのが来るんやけど、うん、俺言うたら多分転売屋が言ってまうから、そう、なんかちょっとごめん言えないからごめんねって言うで、うん、でクラブハウスの方で、うん、言うて2人ぐらい買ったかな。そうやね、アキなんかブライス部でか話してたんやった。ブライス部で話してた。そうから、なんかそこに行ってかちょうど話できたから、うん、そこで買えた方が出たので、そうそう、まあ良かったかなっていうのはあって、うん、なんかここ DM いただいたけど、うん、ちょっとなんか、うちのツイッターって、うん、転売屋のうんこちゃんが、うん、フォロワーでおるんよ、うん、うちをフォローしとるやつが。でかい、なんか向こうの情報もなんかこう知りたいから、そう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 、何目つけとるかとかはなんかこうやっぱり目離さないでおきたいから、やっぱりこう最近何言うんかな、うん、結構ね、うん、まあ、転売の話はあまりすぐ嫌やからやめとくわ、まあそれはちょっと飛ばしといてない、うん、まあ、続きいきますね。なおさん、カスタムナインと同じぐらいアニバターの黒さはまだナインが黒いかなって、うちのナイン相当黒いですからね。あ、うちのクラウドナインボールね、うん、クラウドナインの塗装の子ね、相当黒いですから、まあ、でもなんかそのマットと、うん、あの分の違いがあるから、そうですね、だからなんか色の方向がちょっと違うんですよ ね。うちはあれ鑑定色にちょっと赤と、うん、ちょっとだけ赤混ぜたかな。そうね、なんかちょっとなんか確かになんかこうマゼンタ味が強いというか赤みが強いですよね。あんまり赤混ぜたら今度紫っぽくなるからもうやめたんよ、うん、なんかそこのバランス難しいですよね。なんかこの前も海外の人があの塗装の塗装どうやってやったんやって聞いてきとったな、うんうん、今日やっとお答えできましてね。簡単な英語でしか返せんけんごめんねって言うんでもうね、Google 翻訳をなんかフル活用しまして、ね、ありがたいな Google さんって本当にね。サンスクリット語もかなり翻訳できるから、うん、いやあれできんかったんですよ今回。サンスクリット語ダメやん。ダメだった、うまいこといかんかったんです。なんか絵文字なんよあれ、サンスクリット語の文の人は、うん、それに気がつかなくてね。まあ続きいきます。ラブリーくるみさん、こんばんは。わーすごい、ツインティーさんさっき開封しましたということで、お迎えおめでとうございますね。え、もうこれ中からなんかどんどんなんか服が重なって出てきてから、すげえなーって思ったりしたんですけどね。そうそう、もうあの箱の中によう収まってたなって。もう特にあのケープとかね、ペタンペタンに畳んであるのなんかこうわーって出してデカーとかになってて、いや楽しかったですね。みちけいさん、フリマアプリ見たら案の定高額で手が出せないですって。ああ、もう買わなくていいよあんな。もうね、あれはね、あの値段でか売れたらええなみたいな置いとるから、ほっとったらええと思います。うん、
もうなんかそんなんで買わんでええ。えらきょうこさん、あえてワルス猫さんこんばんはっていらっしゃいませ、ありがとうございます。リチアさんこんばんはいらっしゃいませ。しくたくさんこんばんは、チョコ肌おいしそうな色ですねって、うん、確かにね、これぐらい来たら本当チョコですよね。そうね、まあでも 70% まではいかないぐらいのチョコかな。うん、そうですね。55-56% ぐらいのチョコかな。最近よくあるあのパーセントで言ったら。あでもなんかそこまでブラックチョコじゃないでしょ、ミルクチョコでしょ。そうやな。うん、結構、まあ、甘い感じかなとは、うん、リンツリンツ、うん、あリンツ ね, すよね。ドンキに行ったらあのいろんな味が入っても売ってんのよこの頃。 いろんな味じゃないんです、あれなんか1種類1種類だけのやつのボックスなんです。バレンタインの前になったら、うん、なんかのとんがりコーンぐらいの箱にリンツの分がパンパンに入ったやつがあるのミルクがパンパンのやつね。そうそうそう、あれね、うちの実家のお父さん大好きなんですよ。コペのお父さんあれめちゃくちゃ買いに行くよな。ミルクチョコ大好きなんですよ。あれお父さんに言うとあかんで、ドンキで売っとるやつら行ってまうけ。いや分からない、リンツのその大箱持ってったらなんかリンツそんな食べる機会がなかったから、ね、うまいうまいで盛り上がって、うん、あれからねちょいちょい買うようにしたんですけどね。通販で買ってからえらい目を追ったもんなもうそれからこれでなかったらいかんみたいな感じでなんかお祭りになってましたねお家で。まあもうカオさん、褐色肌さん勢ぞろいの中でも超目立つアニバさん、可愛いしかっこいいですよね、お迎えしてよかったとにまにましていますということでね。いやもう今回ねやっぱり実物見た時の満足度は高いなっていうのは思いますね。あの写真撮るのがなんかちょっと難しいって声も聞かれたりはしたんですけど、ね、どうしてもなんかいろんなもの映り込んでしまうのでかい、なんか周りの感じ風景というか、なんかそれがやっぱり映っちゃうのかな、そういうところはあると思います。で、続きいきます。ラブリックのみさん、色黒肌にハマっています。パイナップルプリンセスさんをお迎えしたくて迷い中です。パイナップルプリンセスもいいですよ。なんかこの半透明っていうのがやっぱり一段階なんか肌色が濃くなるというか、そういうところもあったりしますんで、木肌の中では一番濃い印象になってます。まあこれでかいチョコと並んだ時にはこういう感じではあるんですけど、うん、ちょっとまたご縁がありましたらぜひ。ティムローズさんこんばんは、今夜もよろしくお願いします。こちらこそ、お願いします。藤丸さんこんばんは、アニバさんお迎え服かっこいいですねということでありがとうございます。頑張って作って本当よかった。どのぐらいの人が買ったんやろね。そうですね、ちょっとまあ簡単な、そうですね、この機能が新たに YouTube に入ったんでほいと。あどうなるのか知らないんで、どんな風になるんやちょっと、うんうん、今どんなになったの。これ消えた消えた、わからん、うまくいってないから、ちょっと続き読んできますね。どうぞどうぞ。モスターさんこんばんは、ちょうどザンニャさんの服を何が似合うかなと思っていたところです。型紙作りながら聞かせてもらいますねということでありがとうございます。あもう仕事しながらでも何でも全然 OK です。カナさんこんばんは、いらっしゃいませ。イグチイクさんこんばんは、今気がつきました、トゥエンティさんお迎えしましたがめちゃめちゃゴージャスでびっくりしましたってか、本当に、ね、盛りだくさんでいいですよね。あ今ねあの今回のアニバさん買いましたかっていうアンケートがなんかチャットのところにポヨンって出とるんですけど、はい、あはいはい、ほんまやね、うん、これはいかいいえんとこクリックしたらいけるんやね。そうそう、うん、こういうでかい、なんかこの今来てる方は気軽になんかポンと押してから参加できるようになっています、うん、どこまでいったかな、はい、くるみんさん、トゥエンティさん見送ったのでワルソネコさんの開封動画見れて幸せでした。お迎え服も素敵ですということでありがとうございます。いや本当頑張ってよかった小春日和さん、私も褐色肌好みパイナップルプリンセスさん探していますということで、そこの時期になったらやっぱり褐色肌探してる方が増えるからちょっと品薄になったりするのかな。あの、ね、やっぱりこう5月過ぎたあたりから褐色肌って毎年高くなるのよ、うん、ちょいとね、あの時ちょいとって言うてもね、うん、2,000-3,000円よ、うんうん、そうやね、もうそれがまたあの寒くなってきたらちょっと落ち着くんですよ。ちょっとだけあれな、あのな1月1日が近づいてくるんと、うん、運動会シーズンと、うん、あと入学シーズンが近づいてきたら、うん、やったら300ミリを超える望遠レンズが値段が5000円ぐらい上がるよマジでヤフオクの中古見よったらやったら200のニッパチがタコなってるなとか、そうかそうか入学式が近いかとか、あ運動会が近づいてきたなとか、でそれが終わったらなんかまた売られとったりするんですよね。そうそうそうなんか案外使いこなせんかったんかみたいなところがあったりしますよね。ゴールデンウィークの、うん、前と前の時にちょっと広角が売れるんよ、うん、あの24ミリ以上とか18ミリが売れて、うん、あやっぱりなんか旅行の時にあれなんやなと思って、うん、あほんで買う人がおるんか思うよ、うん、ほんでゴールデンウィーク終わってちょっとこましたらな、もう一回広角が売れるんよ。お行ってから広角やっぱり行ったと思って買うやつが出てくるよ夏に向けて。なるほどなるほど。じゃあ続いてから読んでいきます。
リムロードさん、アニバさんのお迎え服かっこよかったです、パンツスタイル素敵でしたということで、もうあのパンツスタイル118の方ですね。そうですね、うん、あれはなんかこうもう本当に13年前に1回構想が出てたのが、はいはい、今やっと手に当て感作れるようになったっていう感じでか、うん、なんかうまく作れてよかったです、ありがとうございます。ミミトさん、並んでると20さん黒いですね、もう本当それがもう際立つと思います、ね、なんかめちゃくちゃ黒いわけじゃないなと思ってるから、うん、でもなんかこう並んだ時になんかパイナップルプリンセスをなんか軽く超えてきたから、うん、やっぱりチョコ肌っていう風になんか別のなんか肌色名がつくだけのことはあるなと思いますね。これアンケートで途中経過わからんのやね。そうやね、これどこになったらなんかこう最終結果が出るの、うん、今答えてる人が、今が何人か この見ている人数の 64% の人が今答えてるっていうんが、うん、あ、そうなんや、うん、そんなに言ってるんや。 64% の人の答えが今アンケートで出てるから、うん、もうちょっとしたら、うん、これ見るまでは 何対何か分からんのよこれ。あ、そうなんや、うん、へえ。どのぐらいでかい、なんか急にリザルトがパッと出たりとかあるんかな。出るんかね、アンケート終了する押したら出るんこれ。終了したら多分出ます、ね、終了した結果出るん、なんか出たと思う。消えたら辛いかな。え、やってみるで、うん、終了したよ。え、終了したん。分からん、あれ消えた。いや、分からん、これだから分からんのよ、これ何が何か分からんのよ。消えた。だから今 64%、 あ、出た出た、 36% だけ、はいが買いましたかが、うん、3人に1人今日ぐらいが買ってる。3人に1人か、うん、結構多いと思うけどな。なるほどなるほど、うん、えらきおこさん、私はアニバさんスルーしたのでワスネコさんの動画楽しませていただきました、はいはいはい、ということでありがとうございます。もうね、やっぱり買わんかってもなこんな子やったっていうのが分かったら、うん、すごい参考になると思いますね。そうか、こうやって使うんやね。なるほど、これやったらよく分からんかったんよ。うんうん、なるほど。この、 あのスライドの分みたいに、うん、なんかこうビヨーンってあのライブ感のある感じじゃなくて、うん、1個でいけるから、うん、すごい便利やね。そうやね、なんか画面切り替えたりとか、なんかあの二次元パスケードスマホでも出てんの。スマホというか、あ、こっち側でもさっき、あ、触らんで、うん、そうやね、うん、出たりしま、あ、出たんや、うん、出ました、なるほど、はい、うん、いけてるかなって、はい、まあ多分読み上げてあげたらいいかな。これがなんか、うん、チャットの方に今反映されて、私なんかパッと横見てたからあれなんだけど、まあ、ひよこさんこんばんは、アニバさん副反応発熱中でまだ開封できていないので、ワルソネコさんの動画繰り返し見させていただいてますということで、やっぱり副反応大変な方結構おられますね。うん、なんちゃって、うちのところのお母さんみたいなんか、うん、なんか何を言われた通りの副反応が出ると思って構えとったら、うん、なんちゃじゃないかな強いなんちゃでうまいってお母さん強いはぁと思いながら、うんだよかったんちゃうん言うて、アレンさんこんばんは、いらっしゃいませ。真田恵子さんこんばんは、お邪魔します、いらっしゃいませ、ありがとうございます。手仕事ラブさん、コブさんのお洋服2点とも素晴らしく、どつも真ん中でした。パンツスーツかっこよくて惚れ惚れしました。褐色肌は着せたいデザインが次々と湧いてワクワクしますね、ということで、もうそう、そうやね、今回はもう本当20周年やからなんかぜひと思ってたので、うん、こう今回は当選してからやったんですけど、あの前の前みたいになんかその当選する前からなんか作ってたとかパナシアの時ですね、まあ、パナシアね、うん、あんなことはしてないんですけど、うん、まあその時間内でか作れて本当良かったです。キャンディキャンディさん、アニバ見てからパイナップルさん見ると普通肌に錯覚ぐらいするぐらい黒いですよね。でもそうやね、まあ、黒いのは黒いからな、もうラテは普通に見えちゃうっていうのはね、うん、あ、まあ、でもあれやね、うん、あのパナシア映ったら分かるよそこにね真白さんが来るのね、パナシアとか一緒に映ったらああと思うよ確かに相当だなこりゃっていうのが、まあ、あの子はスノーですからね。そうそう、もうユンさん、コブさんのこの好きです、いろんな種類見られて嬉しいです、ということでありがとうございます。またねちょっとこれはぼちぼちに作っていきます、うん、もうニャパネットに出せるようにね頑張っていきます。そうやね、うん、ニャパネットもだから、うん、あの何を考えていかないかんなと思ってんのよ、うんうん、だけそのな何言うかな、あのストアか、ストアか、うん、何やったっけ、ベースか、ベース、多分ベースの方、多分ベースでやるんじゃないかなっていう、うんうん、でやっていったらバネも、うん、あの今回アニバのその変なバネの不具合なかったや、うん、だからそのまぶたがそんなに閉まらんみたいな感じがするっていう人もおったけど、うん、いやそれあのまつげが潰れんでええんちゃんと思うから、うんうん、そうやね、そういう意味ではなんかこうそこのバネの中あの本当に反面になるようなやつが混入してなくてよかったなっていうのはありますよね。だからあれは本当にパナシアさんとか、うん、他の分でもあったらしいんやけど、うん、まあ、でもよかったなと思うし、あのぐらいで終わって、うん、ですね、バネはバネで、うん、一応まあなんかお店で、うん、なんか2個100円とか、うん、なんか2個200円とか300円で置いとけええんかっていうんが、そうやね、 2個200円になるんかな、200円、うん、だからあの何封筒代と、うん、そのあ、そうか、送料がいらんから、送料がいらんからお店で売るんやったら、うんうん、店頭はそこら辺が安くできますよね。あの封筒とビニールと梱包とかが、うん、めちゃくちゃ手間かかんのよあれ、うん、
なんだよね、店頭やったらなんか一つビニール袋代だけで済むからね。神田千佐子さん、お年寄りは痛みも熱もあまりないみたいですねって、もうそれが本当にありましたね。だからなんか若い人ほど副反応結構出るとか、そっか、うん、なんか腕があっという間に上がらなくなってかい、なんかあの電車の改札通るのに苦労する方とか。なるほど、え、若い人はやっぱりそんな、うん、そういうのもあったりするみたいなんで。じゃあ売ってから副反応で若いかどうかバレてまう。ちょっと若いフリができるな。若いフリ、うん、若いフリ。これもまた 3,4 年経ったら、うん、あの当時のコロナあるあるの、うん、なんかあるんやで多分ね、うんうん。モカちゃんさん、こんばんは。ザンニャさんにアレグラシャンパンのドレスを着せたらゴージャスな姫になりました。持っている方はお試しあれってか、アレグラシャンパンね、可愛いやろ ね、 ね、まだアレグラシャンパン私たちねまだ開けてなくてね、うん、本当なんか今回20周年やから15周年の子やから、ね、ピアスもちょうど大ぶりの分があって結構ええやろね、うんうん、そう、アレグラ開けたいなって言ってたんですけどタイミング逃したのでまた開けます。バタバタしてね、うん、だから、うん、5年の分がないんか。5年というか5年目のアニバが、そう、5年目はダーリングディーバですから。ダーリングディーバが5年目のアニバがないんよ、うん、1年目は5、10、15、20並べたら楽しいかな言ってたんですけど、だけど、まあ、ファーストアニバはお客さんの方があるから、うんうん、でファーストと5年目だけど、あれか、ファーストアニバと20周年アニバは並べられるんか。そうやね、どっちもドレスで並べるのはありです。ああ、そうやね、それはちょっと今度、うん、だから俺な、うん、あの今回のアニバ、うん、あれなんよ、あのファーストの時の娘さんの子供が撮るとかそういうストーリーがあるんか思っとったら、うん、普通になんか、うん、そっか違うとこかと思いながら。そうやな、20年経ったらそっか、そういうパターンも出てきますよね。原点回帰で娘が撮ったみたいでな、うん、親子2代で制覇みたいなのがあるんかな思っとったけん。まあ今回なんかもう明らかに国が違う感じになりましたからね、うん、肌色的にもね。リカちゃんとかやったらね、うん、あのリカちゃんが将来結婚して子供が生まれて、うん、もう一回その子にリカちゃんって名前つけたら永遠にループできるやん、うん、あ、うん、まあ一応ね、あのお母さんなんか別の名前が一応ありますよね、今のところ。今のところずっとあるからね、うん、うん、まあまあ、そしたら続きいきます。ザクロテキストライス、ザクロテキスタイルさんですね、こんばんは、ライブ嬉しいですけどありがとうございます。ペニワイズさん、こんばんは、トゥエンティーさんとライブ参加していますということでありがとうございます。ドール &DIY マメタさん、こんばんは、本日もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。エラキョウコさん、8月に西武池袋店で期間限定ショップがあるので、はいはい、今度こそパナシアさんゲットしたいですということで。あ、またなんかね、うん、ホープとか出たやん何回も、うんうん、順番に出んのパナシアとかも。そうですね、だから最近のなんか限定の子たちってやっぱり催事枠絶対持ってると思うので、持ってると思うしな、多分なんかまたスプリングホープも出てくると思うし、本当、うん、パナシアもね、うん、いい形でご縁がつながってくれたらと思いますね。この前も、あれは埼玉やったんかな、ほう、うん、あの催事があったのは、あれもなんか今回はなんかちゃんと抽選で順番決めて一人一体でやってくれたから、うん、なんか転売屋が混ざっとったにしてもなんかある程度買えた方が出たから、あれは良かったなと思いますね。だからもうここからなんかしっかりなんかこう欲しい人に行き渡るようになってほしいです。福若圭さん、こんばんは、私はワクチン1回を8月8日に予約しました。地元では急遽12歳以上が対象になりまして、会場と時間が拡大されましたということで、あ、なんかだいぶ打ちやすくなってきたんですね。うん、いろいろやっぱりなんかね、うん、あの県によってだいぶ対応がちゃうからね、これも。そうですね、分からんのよ、うん、自分の県が進んでるのかどうか全く分からんのよ、うん、ああそうですね、だからあれなんかこう県だけじゃなくて、うん、市によってもまた変わってくるじゃないですか。もうあのだからもう自治体ごとでなんか割り当てなくて、お隣行ったらもう全然ちゃうもんな、ルールが。そういうのがあるから、あの油断ならんのですよね、うん。ペニワイさん、日焼け肌の子が勢揃いで眼福ですねって、もうこれ並べるのがもう楽しみで、ありがとうございます。俺やっぱりね、うん、ほぼこれで全部、うん、これでもう全部です。いやね、ミディもこっそり並べました。あ、そうやね、レモネードも。はい。あ、もうあの今並べてないのはもうプチだけですね。そうやね、プチは全部やっちゃったらな。プチ多分揃ってないんですよ。揃ってないやろね。まあでもどうやろな、一番黒いんがカリビアンジュエル。カリビアンジュエルか、あのはおります。はあるから。うん、あのサーファーの子もおる。あのインディアンの子とかも色黒で入るかどうかは。は箱のままいます。いやね。いや箱じゃないのもいます。うん。うん、まああとは初代の、うん、初代の色黒の子のプチ版が、シナモンのプチがあるから、と考えたらまあまあ、まあ、サーフボードの、サーフボードおるよ、さっき、ね、見ました、うん、
まあ、そんな感じで買います。それなりにいるので、うん、それ込みで買い、なんか揃ってるのか一回確認するのはありかなと思います ね。もうプッチの場合は信じられんぐらい数が出とるからなですね。もうそれを追いかけるかって言ったらなかなか大変ということで、ミトンさんこんばんは、いらっしゃいませ。メイさんこんばんは、遅ればせながら今日は菊仙門で参加します。地震大丈夫でしたかということで、まあ、地震揺れたは揺れたんですけど、なんかタックスはなんか家の中でおってか気づかんかった程度なので、私はなんかあの店のパソコンのとこで座ってかレス打ちしてたので、うん、なんかドーンってか揺れたのは分かったんですけど、うちなんかあの一般のお家よりは揺れにくい構造になっているので、うん、そこは大丈夫でしたね。もぐもぐタイムさんこんばんは、いらっしゃいませ。もみじさんこんばんは、出遅れました、今夜もよろしくお願いします、こちらこそよろしくお願いします。あ、なおさん、うわアンケートびっくりしたということで ね、あれ出るね、こんなん出せるようになったの面白いです。あ、スーさんアンケート出てきましたねって書いてくださってありがとうございます。あ、みちけいさんもアンケート答えました、ありがとうございます。ローザパルマさん、トゥエンティちゃんの頭皮とホープさんの頭皮を交換している人のインスタ見ました、どちらも似合ってて、はいはいはい、とても可愛かったです。あ、面白いですね、黒いのがね、うんうん、また来るから顔が、そうですね、このね褐色の肌に色髪ってすごい面白いなと思ってて、うん、だからまああの20の方に、まあ、いろんな髪つけても面白いからね、うん、そうですね、だからこれまでこの褐色のなんか子たちって、うん、もうそれこそエレガント入りだけじゃないですか、色の髪って、もうちょっと遊んでくれてもよかったんですよと思って、ただなんかそれをすることで好みはばらけるから、うん、そこでなかなか踏み込めないんだろうなっていうのもあって、こうやって見たらやっぱり褐色はデコ出し以外に多いよな。そうですね、やっぱりお姉さん系になりがちかな。そうやね、うん、だって今褐色は14体か、うんですね、まあ、プチも入れよったらまあちょっと15とかになるけど、うん、ですね、もうちょうど7人7人でか2列でいけましたんでね、うんうん、ペニーワイズさんも押しましたってありがとうございます。プチちゃうわ、ミディか、あ、ミディ、うん、うん、ジーナさんこんばんは、いらっしゃいませ。出遅れました、ホープをお迎えできました、 おめでとうございます。そのためにアニバを我慢したので開封動画見たら欲しくなってしまいました、ね、本当に友達のふりしてやってきますね、うん、友達のふりしてやってきますよ、もうね仲間を呼びますよ、うん、有松田さん買わなかったじゃなくて買えなかったっていうのはもうこれ辛いですね、はいはいはい、うん、それやっぱり、外れたっていう方かな。そうやね、外れた方も結構おられますからね。外れた方っていうのがやっぱりその前のちょっと、うん、あの発売、やっぱり発売その物が届く前に、うん、あ、その当落が分かるやん、はい、なんかね、うんうん、だからなんか外れてる方って結構連続で外れてたりして、ありますね、なんかすごい気の毒やなと思う時もあるし、うん、当たる人は本当やっぱりうちのとこなんかやっぱありがたく、うん、なんかずっと調子よく当たっとるから。そうやね、最近はなんかまあまあ当たってますよね、うん、そこは本当ありがたいんですけど、福にゃくけいさん、アシャさんはお姉さん感が半端ないな、麗しいわということで、アシャいいですよね、アシャね、なんかこう初めて金髪で来たっていう感じがあったから、だから色黒で、うん、あのセンターパートで金髪の欲しいって言ったら、うん、意外になんか選択枠が、うん、もうこれのアシャアルビラと、うん、まあよくて他って言ったらもう金髪になるのかな、うん、スターダンサーもライトブラウンですから、ライトブラウンやからね、金髪じゃないんですよね、うん、やっぱりね、アシャはなんかこうやっぱり出てきた時になんかスペシャル感ありましたよね。そうそう、やっぱりなんかその褐色好きとしてなんかスペシャル感というかそういうとこでしたよね。でもやっぱりなんかパイナップルとか、うん、あのエボニーとか、うん、あとは、ヘザースカイとか、うん、まあ、あのぐらい行ってくれても構いませんよっていうのは、うんうん、思いますね。なおさんがトロさんってか泣いてますね。いやいや、もう本当ね、あの買えなかったっていうのは辛いな、思いますね、うん、リアさんこんばんは、いらっしゃいませ。といらっしゃいませ。ココさんこんばんは、出遅れました、いらっしゃいませ、ありがとうございます。とスマホで出てましたよって書いてくださってます、ね、ありがとうございます。やっぱりちゃんと出るんですね、よかった、うん、キャンディキャンディさん、アニバも黒いけどパイナップルプリンセスとは黒さの方向性が若干違いますよね。もうそこですよね、うん、パイナップルプリンセスのなんかやっぱり半透明ゆえのなんかこう色の濃さというか、うん、それはありますよね。透明に見た時にまあまあ近い感じがしちゃうというか、うん、そういうとこはあります。神田千佐子さん、うん、私も買えなかったじゃなく買えなかったですが、私も買わなかったじゃなく買えなかったです、買えなかったに押しましたということで、ありがとうございます。有松田さん、直太ありがとうになってますね、うん、ココさんスマホで出てましたよ、 ありがとうございます。やっぱり出るんやね、これみんなでできるのいいですね。そっかそっか、うん、だったらいちいちなんかこの何、うん、あの前のあのスライドか、うん、あれは面白かったんやけどね、グラフィック的なものがこう、うん、動いて動いて動いたっていうのが分かるけん。そうですね、オッケー、あれの方がいい時もあるけど、普段はなんかもうこの手元でかんやれるのすごくいいんですね。結構なんかこう何よ、うん、あの質問の数も結構追加できるから、うん、なんかこう、うん、新しい機能ついてくれたの良かった、うんうん、
NF さんこんばんは、お邪魔します、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。もぐもぐタイムさん、褐色肌勢ぞろい可愛すぎますねということで、かもうこの辺の肌色すごくいいですよね。ナナナドールさん、私もオルソさんでパイナップルさんをお迎えさせていただいたのが4年前のお盆でした。夏がとっても似合うんですよねってか、ね、もう4年経っちゃうんですね。そっか、そっか、あの頃はねまだいっぱいいろいろあったんですよね。いやいや、ありがとうございます。愛のちけさん、こんばんは、ライブ初見です、いつも楽しく動画拝見させていただいておりますということで、ありがとうございます。黒龍さん、ちょっとまったり部屋さん、こんばんは、いらっしゃいませ。有松さん、神田千佐子さん、仲間ということで、もうねやっぱり買わなかった買えなかったの違いっていうのはどうしてもありますよね。まあそれのちょっと、うん、あの質問も投げておきます、うん、はい。姫野蓮さん、こんばんは、ホラーの実況を見ていて出遅れました。そういうホラーの実況、ホラーゲームかな、ホラーゲーム結構ありますもんね、このシーズンものでもありますよね。あ、そうか、今度はなんか質問を新たに出しました、うん、今度は、ね、まあ、アニバなんか当たったか当たってないかですね。ですね、なんか参加してない方は入れない方向でいい感じかな。まあまあ、うん、それも自由に、うん、なるほど、はい。カオさん、抽選外れたブライトファンの皆さん、また公式のカードが開くように祈っときますということで。そうですね、この辺はちょっとなんか最近、うん、まあ、あの前回の分みたいに、うん、あのアナウンスしてからやったらね、お店の方でもありますよとか、うん、やられたら転売屋がもう一目散やんか、もう猫まっしぐら状態やん、うん、あいつら、うん、確かにね、だからなんか本当は外れた方に先に声をかける感じのアナウンスをしてくれたら一番いいんですけど、うん、カートで売ってるやつは前回買ったやつはダメだよっていう、うん、それがちゃんとできるから紐付けされてんのやな思うけん、うん、そうそう、同一住所を弾くようにできてたみたいなので、 そこはちゃんとしてますよね、うんうん。神田千佐子さんが有松田さんですねってなってますね、うん。ティムローズさん、アニバさんお迎えアンケートに遅れてしまいました、私もお迎えしました、すごい可愛くて お気に入りになりましたということで、お迎えおめでとうございます、うん。もみじさん、アニバさんお迎えしました、しかも双子、そして破産、双子、双子か、ゴージャスですね、ちょっともう金額すごいから ね、 ね、そう、双子、うん、あったら素敵やけど、うん、うん、確かに予算がっていうところですね。うん、カオさん、モミーさん、双子と羨ましい、でも破産は嫌だから一人で大満足ということで、うん、確かに、うん。キャンディーキャンディーさん、黒さでインパクト持って帰ったけど、20周年アニバとしてはどうですか、お話聞きたいですということでね。ほう、今回やっぱりね、なんかドレスで買いなんかこう2着ついてたっていうことで、堂々とした感じはありましたし、だからまあその20周年っていう節目やから、うん、はい、ファーストアニバをやっぱりこう、うん、なんていうの、を下敷きにしてから今回作ってるやん、うん、はい。だからまあイメージ的にそのまあファーストの分はまずその限定数で623体っていう本当に狭きもんやったやん、はい。それでいてやっぱりなんていう価格の違いは半端ないよ、だって向こうの方が倍やからね、まあ、お伺いされたら。そうですね、まあ、なんかあのレザーのトランクがついてましたからね。そうそう、あれと比べたらセット内容劣るとこはあるよ、まあ、それはしょうがない、うん、でもまあストーリー的なもんでいけば、うん、本当にまあ一番初めに出たものを立ててるなっていう、うん、で20周年で節目の時に、うん、もう一回あのファーストを振り返ろう、うん、であの時の出た気持ちを20年前の気持ちをもう一回もうここで呼び起こさせというわけじゃないけど、はい、あの時の分がちょっと味わえれるやん、うん、そういうことでいけばまあサプライズ的な意味もあるから、うん、ありがたいなと思う時あるで。そうですね、うん、あとなんかそのやっぱりアニバーサリーって最初のうちって、うん、あの出るたびに新要素が一つずつ入ってた時期があったじゃないですか、ね、もうそれがなんかしばらくいって、うん、そろそろなんか新要素が頭打ちになってきて、うん、なんかもう同じような感じのパターンでから行くようになってきて、うん、でそんな中でから、まあね、ここ今回なんかもう肌色がなんか新要素として入ってくるっていうのは真っ黒いうのはね、うん、ここまで黒いのが出るかっていうのはなんかあの初心に帰ってから新しい要素足してくれたみたいなところはちょっと嬉しかったりしましたね、うん、なんかその何ミスユニバースみたいなあるけど、うんうん、あれとかもう初めはもうどうせアメリカとかあっちでしょ、うん、あ、イギリスが入った、今回ヨーロッパが入った、そこ、あ、とうとうアジアが来たかとか、うん、あ、そうなんや、ちょっとアジアとその混血の方でちょっとまあその褐色の方来られて、へーとか色白ばっかり来るんか思ってたって今度はちょっと数年前に、うん、その本当に黒人の方が入ってから、うん、おやっぱりかっこいいね、美を認めるなって、うん、そのワールドワイドなその何、うん、その審判とか評価ができるようになったら、やっぱりすごい人類がちょっと進んだなっていうところあるもん、うん、本当にね、まあ、そんな感じでカインダーが出てきた子なので、まあ、あと私はなんか衣装がやっぱり面白かったので、これだけ重ねて、うん、でなんかあのもたもたしないっていう、あ、それあるね、うん、やっぱりなんか服作ってかいな、重ね着してかいやっぱりもたついてしまうっていうのいつも命題やから、うん、そういう意味ではこのドレスの重ねとかはなんかすごいなと思ったし、あとはなんかこのビスチェとのなんかこうセットアップですよね、このあのドレスというかもうこれだけどなんかこうお腹をちら見せるなんかこのセクシーな感じとか、ね、うんうん、そういうのいいなと思いましたね。いやいや、
まあ、これ続きいきますね、はい、桐花さんこんばんは、今日もライブに参加できて嬉しいです、ありがとうございます。アニゴさんの動画拝見しました、まだ開封してないので、なんか箱入りのままでめでていますということで、お迎えおめでとうございます。多いよな今回、うん、箱入りで見ますっていう人が、もう箱で飾りたいですっていう方も結構聞いているので、やっぱりなんかこういうなんか記念のものって感じ、なんか開けるのもったいないみたいになる方もおられるし、箱で飾りたいっていう方もおられると思うし、うん、やっぱり今回箱なんかニス引きして買い箱押ししてっていう、なんかこう、ね、結構豪華な感じになってるので、なんか裏のあのね、ルビー売っとる、うん、読み仮名売っとるやつはそのままできたけん、ちょっと俺びっくりしたから文字がこれと思って、このまま誤植できやがった思って気がつかなかったのか、もう修正が間に合わなかったのか。いや、あの時あれやん、インスタの方でも書いてたやん。まあね、あれはまあしょうがない、しょうがない、うんうん、あの一見私もなんか気がつかずに見逃してましたよ。元印刷屋として失格な、なんか見逃しをしてましたよ。まあお金もらわんとね、読んでるだけやからお金取る分やったらあれ 見るだろうと思うし。いやいや、まあ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 、いやまあそういうのもありつつですけどね。いや、もう本当あれは箱で飾っててもかっこいいなと思いましたね、うん。桜月稲さんこんばんは、ライブやってたの今気がつきました、よろしくお願いしますということで、こちらこそよろしくお願いします。かこやんちゃんさんこんばんは、私もアニバお迎えできました、今年は20年なので絶対お迎えしたかったのでとても嬉しくてたまりませんということで、おめでとうございます。黒龍さんちのまったり部屋、札幌は今の気温は27度余り、汗が止まりません。おお、なんかやっぱり、ね、結構札幌でも27度あるんや、やっぱそう、なん暑いんか、まあ、熱帯夜というか ね、うんうん、だん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 、なるほど、もうこっちの方はなんかもう多分30、夜はまあ、うん、ちょっと涼しいかもしれんけど、うちね、昼間はね、3階がむちゃくちゃ暑いんですよ。3階は暑い、そうだからなんか寝室3階なんですけど、うん、上上がったら36度とかってバーってなるんですよ。あ、もうダメだこれやと思いながら、もみさん、かおさん、これもご縁だと思ってお仕事頑張りましたということで、お疲れ様です。スーさん、私もアニバーサリーさん実はまだ開封はできずについつい眺めてしまいます、うっとり、ワルソネコさんの動画拝見し、ますます開封の時が楽しみですということで、うん、ですね、もうね、これ開封のなんかタイミングってみんなそれぞれですからね、いますね。かこやんちゃんさん、褐色肌揃い踏み創刊ですということで、もうね、これ並べたかった、すごく並べたかった、いっぱい並べたかったけん、ね、デプリーさんこんばんは、お二人に会えた感動に娘と余韻に浸ってますということで、先日ありがとうございます。アニバさんの衣装、ハノちゃんのレディメイドの PV っぽくてかっこいいですということで、ありがとうございます。もう今回無事作れてよかったです。確かデプリーさん来られた時にはなんか先に108の方だけ完成してたんかな、うん、作っとった ね、で2色目の方にかかっているところでした。うん、ミルモコケイさん、ライブやってた今から参加します、いらっしゃいませ、ありがとうございます。ローザパルマさん、パイナップルさんとトゥエンティちゃん、親戚みたいってタクスさんが動画で言っていられたと思うんですが、本当 いとこみたいですねということで、こう並んだ時に ね、うん、このメンバーの中でかやっぱりなんかこう肌色近い感じしちゃいますよね、なんかね、うん、髪型も髪質も似てんのよですね。アシアジェルさん、毎年アニバさんの申し込みをするものの外れていました、今年初めてお迎えできて驚きましたが可愛くて喜んでますということで、おめでとうございます。今回ちょっと当選率高い、一旦ここでアンケート止めましょうか、はい、そしたらちょっと結果が出ちゃうかな、うん、ね、まだちょっと慣れてないからね、はい、本当にこのやり方でいいのかよく分かんないカオさん、モミさん、ブライスさんがモチベーションになるなんて素敵とかでいいですね、うん、黒龍さんちのマタイベさん、アニバーサリー外れましたってなってますね、あらら、なるほど、やっぱり外れた方も結構おられますね。ナナさんこんばんは、買い物行ってて参加遅くなりましたがいらっしゃいませ、ありがとうございます。NF さん、パナシアさんとトゥエンティさん続けて抽選に当たり、その幸運に満足してたはずなのに、公式オンラインショップにホープさん復活した途端に反射的にポチってしまいました、懐やばやばですということで、まあね、それは結果が出ましたね、はい、アニバーさん当選しましたかで、はい、半分以上の方が52%、はい、ほぼ、いいえ 47% ということは、そっか、当たった方がやや多いぐらい、半々やね、ほぼ半々ですね、うん、そっか、結構な確率だったみたいですね。だから答えてない方もおられると思うんで、まあ、正式な数ではないけど、うん、そっか、そんなもんかですね。桜月乃さん、アニバさんにロンギングフォーラブの頭皮合わせてみたい、絶対にあのニュアンスの髪が、髪似合うと思います、アニバさん予算の都合で お見送りしたけどということで、確かにあのちょっとパープルがかっているのがかっこよさそうですね、うん、まあ、もしくはなんていう、もっと派手な髪色の、うん、なんかこう本当にドラッグクイーンみたいなのやったりとか、そういうとか、あのリオのカーニバルとか、あの手の衣装とか、うん、ドピンクとか合わせてみたりとか、いけるやろね、私はね、やっぱりね、銀髪好きやから、銀髪がね、あ、銀髪ねもうね、銀髪でか前髪ないやつがねって思ってしまって、前髪ありやったら別になんかあの猫ちゃんがおるから、うんうんうん、それでいけるんですけど、猫ちゃんっていう言い方したらあれですけど、うん、
アイルロファイルですね、うん、まあでも別に何、うん、銀髪のパッツンの分でも可愛いよ、うんうん、なんか一回ちょっと合わせてみたいなと思ってるんですよ、ね、もうねリニューのなんかこう強みというかそういうとこですよね、うん、ナナさん、アニボさんお迎えできましたが、届いた日がワクチン接種2日目の翌日でインフルのような倦怠感でぐったりしていて未開封で眺めてますということで、はい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 、やっぱりなんかあれですね、ワクチンの後結構しんどそうですね。どうなんなのか分からんけど、まあね、夏休みの間に私たちもなんかこう打てたらラッキーっていうところですけどね、うん、もう絶対に夏休みなんかあの運動会直前にならんように気をつけんと。そうやね。ふにふにさんこんばんは、お邪魔します。すごいアンケートがつけれるんですね。てかもう新機能みたいなんですよね。そうそう、ちょっと面白いですよね。よく分からんけど、うん、なんかやってる人おったから俺もやってみようぐらいの感じや ね、 ですね。知らなかったっていう、うん、あ、なおさんが猫まっしぐらいになってますね。そうそうNF さん、アンケートのシステムすごいですね。回答しましたってことが、ね、ありがとうございます。みちけいさん、ライブ中にアンケート答えるすごい楽しいですって。これね、うん、ちょっと使っていきたいですね今回。まあ、今のところはいと言えしかないけど、別にあの5つでも6つでもいけると思うから選択肢用意しといて、うん、どんどんやっていくの面白いですね。スーさん、今お家の褐色肌さんがシナモンさん、ジャーナさん、ザンニャさん、トゥエンティさんと増えてまいりましたが、はいはい、ね、アシャさんも気になっております。あ、ちょうどいい流れですね、うん、シナモンガールはやっぱり、ね、初代ですしね、うんうん、ザンニャのなんかこうちょっと、うん、チーク濃い感じとかもまた良かったりしますね。これ絶妙のバランスでしたよね。エクセレントの子とか、うん、スペリオールの子って今入手しやすいよ。そうやね、本当にエクセスペリオールちょっと値段落ち着いてますよね、うん、なんかええー、なと思ったもん、うん、だからなんか初期子になったらまたちょっと状況が変わってくるにしても、うん、エクセの子今旬なのかっていう。いや俺一時に比べたら相当安いと思ってるもん、うん、私たちもまだねちょっと古い子で買え何人かは欲しい子がいたりするから、うん、じわじわ狙ってるんですけどね。姫田玲奈さん、職場でアルバイトさん一人がぎっくり腰になってしまいました。あらあららら、大変。魔女の一撃が、うん、その方の、管轄範囲の品出しのお鉢が回りぐったりですということで、お疲れ様です。疲れるな、うん、もうあの魔女の一撃なんかあの仕事猫、ね、の平気平気っていうのを思い出しますけどね。そうそうそう、あの後のなんかこう魔女の一撃食らった瞬間のやつもあるんですよね、うん、あれって。福若圭さん、転売屋とってのチャオ、いや転売屋にとってのチャオチュールかっていうのが。そうそうまあね、あのそれこそなんかこうこの前のなんか祭事とかでも、うん、あのスプリングホープとかあの辺をなんか狙いに来てたみたいなところはあったりしましたけど ね、 あ、 いましたね、うん、あとは何が狙われてたんかな、まあ、ちょっといろいろ、まあいろいろやっぱり ね、うん、ね、あのあったりはしますけど、お金になるっていうのは分かりやすいけど、うんうん、でも転売やな、うん、うーん、正直あの話ももう今やっとくわ、うん、あの何ちょっと前に、ね、ホビージャパンのあったやん、うん、ホビージャパンの転売の分で、うん、あれあのことについて話してる人って多分 YouTube に山ほどおるけど、うん、あのな、あの、ペイさんか、うん、クビになった人ね、うん、あの人が買い取ったこと、その Twitter で買い取ったことはなんじゃこれやわ正直、はい、ほんであの人のノートがあんのよ、はい、あのブログみたいなもんやと思って、うん、そのノートの方に行ったら、うん、プラモデルを買うための攻略法を書いてる記事もあんのよ、はい、でもそれも結局転売屋用語みたいな感じなの、お前ら頑張らんけんやっていうのがあるのよ、うん、でもあの人の書いてた文章の中で一個だけちょっと共感できるものがあったよ。ほうほう。それノートの方にしか書いてなくて、はい、ツイッターの方には書いてなかったんよ、はい、ほんであんまりそこには触れてないよみんな、うん、多分まあノートを読んでないからね、まあまあ、どうせあの何言うん、あの何ツイッターの方の騒ぎ聞いてまとめ見て終わりやろ、うんうん、まあそれで多分、うん、ノートの方を見に行って俺、うん、その過去の記事とかもいろいろ読んでみたんよ、はい、ホビージャパンにはちょっとした恨みがあったから当時、うん、当時の相当昔やけどね、昔かあのギャザの頃やわ、あなんだ この会社はと思った時は一時あったんよ、まあ、今は別にどうも思わんけど、ギャザの時のはもういろいろあんのよ、うん、まあ、調べたら出てくるよ、うん、ホビージャパンあの、ね、ギャザで調べたら多分出てくるわ、まあまあまあね、なんやけど、うん、あのノートに書いとった今回の記者さん、クビになった記者さんが書いてた本で、はい、本当に転売屋っておるんかっていう記事を書いてんのよ。おう、これマジで、うん、転売屋っておるんか本当にってなって、うん、その何行か後にその転売屋っていうのはいなくて、うん、ガンプラ好きの転売屋がおるんじゃないかっていう。あ、だからそれは転売屋じゃなくてガンプラ好きが2個買って1個売っとるだけちゃうんとか、あ、うん、それあれですね、タックスがよく言うてようなんかブライス好きで転売してるやつがおるっていうのに通じるんですよね。だからあの実際なんかあのもう職業転売屋みたいなのがおるんですよ。だからもうそのジャンルのね、だからなんかこう、だからそれこそなんかあの東北の方のなんか祭事の時に、はいはいはい、あのなんかもう最初に行って買いなんかこれもう全部出せとか言ってたようなのは、まあ、あれはもう職業転売屋ないですか、
だからそれとは別になんか好きであの情報をちゃんと持ってて、うん、これは来るっていうのがなんかこう理解できてて、そうそうそう、なんかこれはいけるって思った時に欲しくないけど複数集めるとか、うん、だからまあ自分も1個は買うけど、うん、残り例えば5つ手に入れて、うん、1個は自分用 で、うん、でそれで開封済みの写真も撮るんよそいつ。ほんで開封済みの写真撮って奥とか、うん、メルカリとかラクマとかに出すときは、うん、開封済みの写真をちゃんと自分で撮ってんのよ、うん、ほんで出品しとるものは新品未開封輸送段ボール付きでお送りしますとかいうのが、うん、まあ、結構たまにあんのよ。ある。これ誰とは言わんけど利用客おるからな、うん、正直そんなやつ、うん、だから本当にブライス組の転売っておるから、うん、でもそのこの前のホビージャパンのあの分の言われてた分のノートの方に行ったら、うん、そのことについて書いとる記事があんのよ、うん、だから俺は正直その転売屋を擁護しとるけど、うん、でも転売屋って本当にいるのかどうか俺には分からないっていうことも書いてんのよ、うん、ほんで結局なんでそう思うかっていうのはガンプラ好きが転売してるからそう思うっていう、うん、で俺その記事だけは、うん、あ俺ここ同じやと思って、うん、そこだけは共感できる。そこだけはいや俺ほんま それ思うよっていう、うんうん、まあな、だからなんかそのやっぱりニッチなジャンルって、うん、やっぱりなんかその好きな人でなかったら分からん要素ってあるやないですか。だから俺も昔コペとまだその何もブライスが本当に人気あった頃のイチゴヘブンの頃とか行って、ほんでブライスのそのトイザラスの売り場に行くんだ俺とコペが、うん、ほんだら兄ちゃんこれタコ売れるんだ、どれが高く売れるんだ聞いてくるやつおったやん。あ、うん、おばちゃんがおった。あとトミカの時やったやん、すいませんどれが新発売ですか、限定ってどれですかって聞いてくるおったやん。おった、トミカ売り場でも、うん、だからあんなやつ今おんのよ、知らんと転売してるやつが、うん、そういうのは時々見誤ってかなんかこう失敗してくれるんやけど、妖怪メダルとかライダーのメダルとか、うん、ベルトとか、うん、本当になんか今までそんななんぼでもあんのよ、ソフビでも、うん、これどれが新商品ですかとか、うん、だから分かってないのに来とるやつ、分かってない、うん、もうそういうやつはなんかこう、まあ、ちょいちょい失敗してくれてかいなんか、まあ、まあまあまあっていうところはあるんやけど、うん、それでもなんかあの知らんのになんかこう荒らしに来るから、そうそうそう、それは歯がゆましいとこはあって、だからあのホビージャパンの分って、うん、あの本当に、うん、あの買い取ったやつは本当仕組みが知らんし、うん、まあまあ分かっとるからあんな記事書いてんの、そのでもあのおっさんが言うとった分で、うん、本当に転売やっておんのか、僕が思っとるのは、うん、ガンプラ好きが転売しとるだけやと思ってるっていう、うん、あそれはちょっと思うっていう、うん、だからどのぐらいの割合で買いなんかバランスになってるかは分からんけ けど可能性は全然あると思った、うん、だからブライスにおいてもなんかそれってどのぐらいの割合なんやろっていうのを思う時がある。結構な割合と思ってるよ俺、うんうん、だってあの分かるもん、うんうん、あほんで何よ、何よ、うん、そのまあ DM でいただいたんですけど、うん、あのタックスさん、じゃあそのヤフオクって評価が見れんや、うん、何買ったかわからないでしょって言われるんよ、うん、何買ったかわからないけど、うん、その出品者が落札したものを調べるや、うん、ほんだら相手の誰から落札したかって名前出るや、出る、それを押したらそいつが何売ってるかわかるや、うん、そしたら推測がつ くんで、うん、そういうのはすごい、そういうのでわかるんで、うん、あこの人あのカスタムの面玉ばっかり出してる人からよく買ってるな、うん、あこの人アウトフィットサッカーさんのこれをいつも買ってるなって言ったら、うんうん、ほんだらそいつは人形付きかどうかわかるやん、見えてくるんですよね、うん、それで出品してるものをあの誰から買ってるかを調べたら、うん、この人が何にハマってるかわかるんで、うん、でまたそればっかり出しとる人ばっかりやったら、うん、何買ってるか分かるから、そいつの生活が、うん、そういうのは見えてきますね、それで分かるん で、うん、であとまあお金払ったら、うん、こいつが何あの買ったかなんか分かるんで、うん、ですね、うん、まあ、戻りましょうか、戻りますね、藤丸さん、ここ2年半で当選したのはアゲインさんだけです、落選しましたがアニバさんはまたひょっこり出てくる気がして期待して待っています。あそうやね、それチャンスはあるよ、そうですね、まだなんかひょっこりの可能性十分ありますからね、うん、ローザパルマさん、私もアニバさん昨日届きました、箱入りが素敵すぎて開封できずにいます、おめでとうございます。キャンディキャンディさん、ワルサネコさん、20周年アニバ談義ありがとうございます、これもアニバの発売の楽しみでしたということでありがとうございます。やっぱりね、ついついなんかいろいろ話してかいなんかもう寄り道してしちゃいますけど ねなんかこうやっぱりなんかこう喋、うん、りたいのよ、うん、この前もあれやったけんな、うん、夏休み企画でなんかやりたいあるっていう話になって、うん、じゃあ俺がなんか、うん、タックスのワクワクなんか、うん、ワクワク何やったっけ、何の話する、ワクワクコーナーかなんかいうのを一人でやって、うん、なんかすごい子供番組っぽくやるんやけど、うん、NHK っぽくやりたいって、うん、そんな途中からめちゃくちゃ真剣な話になってドン引きになるっていう
やった、うん、そう、あれは結局俺が、うん、文楽とか歌舞伎とか、うん、人形浄瑠璃の話を散々するって、うん、それすほんで話しててコペは初めもうそんな面白い話だけど聞いててそれめっちゃすごいやんってなってどんどん真顔になっていく、どんどん真顔になっていくって話を、うん、なんか10分間ぐらい一人で俺やってたんだそれなんで一発で取らんかったしみたいなとって、いやでも日頃からそれ考えてるもん、ご飯の後のお茶飲んでる時にやるもんやからさ、そうそうそうシャルコさんこんばんは、いらっしゃいませ。吉野子さん、アニバさんの黒のドレス素敵ですね、黒のドレスだけお迎えしたいです、ザニアさんに着せても似合いそうですね、それは似合いますね、そうやね、ザニアにも似合う、他の色黒の子にね、そうやね、逆になんか白い子に着せてもいいですよ、まあでもエボニーぐらいに着せたいかな、あエボニーね、うん、絶対かっこいい、アシャとかね、うわエリーとかねというか褐色肌全員に一通り着せてみるっていうふうになってきますよ。フランジさん今からお邪魔します、ライブ嬉しいです、はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、モミジさんカオさんありがとうございます、次の子がどんな子かなってワクワクしつつ稼がねばと思いながらお仕事してますということでね、やっぱりモチベーションになっていくのはいいですね、そうやね、岡田理香さん、こんばんは、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、アニバさん外れてしまいました、ご縁がありパイナップルさんをお迎えしました、実物は想像以上に可愛くてとても良かったですということでおめでとうございます、今ご縁があったの良かったです ね、うん、水崎さんこんばんは、アンケートにびっくりということでこれ面白い企画ですよね、企画というかね、こういうのついてくれたの本当機能としてありがたいですね、うん、福永圭さんクマブライスってどうなんだろうっていう、なんか、今なんか目のところダブハグブライスかな、うん、なんかあの目のところがチラ見せになってましたよね、まあもうほぼ見えてるけど ね、もうなんかジグソーパズルで打ったらあそこもうペースあのピース全部入ってるやんと思いながら、もうあと口ぐらい、鼻と口ぐらい、口はほぼ出てるしな、うん、あのなんかブライスの口やったし前の分で、うん、だからまあ、ああ書き目やったんかっていうんで、うん、まあ書き目やとは思ってたけど、うん、まあでもそこはね、うん、せめてこうなんかもうちょっとブライスっぽい目にならなかったんかな、なんていや俺思ってたんは、うん、あのあれなんそうトイフィーも書き目やで、うん、あと、その何ラバーフェイス、ラバーフェイスのぬいぐるみっていうことでいけば、うん、書き目が多いのよ、はい、で次に多いのが、うん、スリープアイね、うん、おでこちゃんと日記みたいな、うん、あそうかそうか、俺だからプチブライスみたいな、うん、スリープアイに来ると思ってたんよ、ほんならまつげがあるやん、あそっか、だからおスリープアイのまつげくんかなと思ってたんやけど、うん、あちゃうんや思って、普通に書き目、普通に書き目か思って、うん、なんかしかもちょっとなんか眠そうなというかなんかちょっと釣り目みたいになってたから、でも角度にもよると思うから、うん、そこはラバーフェイスの立体感があって、うん、あれなんやけど、はよ正面からなんか見せてくれんかったら顔全然わかんねえやって思ってるとこで、まあでもあれだけで済むとは思わんから、最近の美少女フィギュアとか買ってみても、うん、あの自分でその上からシールがあるの何回も貼って剥がせる、あのシールで貼って目の表情が変えれるとか、そのぐらいのことは考えてるよ、ない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 、嘘ないって、マジで普通に考えてないわそれ、大丈夫、大丈夫大丈夫大丈夫かっていうぐらいないやなんか今ちょっとなんか話題のあれのことタマホームやねもう そのネタいいわタマホームのあれおもろすぎるわいやもうあれほんま大丈夫かって感じやったから、あのなんかね、うん、ありがたいお言葉やろ、大丈夫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 か大丈夫かこいつお前ハッピーホームになってねえか頭の中っていうあったな、ハッピーホームハッピーライフになっとんかなと思いながら、うん、フランジさん、アニバさん紹介動画拝見しました、赤いスカートが素敵でお似合いですということでありがとうございます、作ってよかった、2着目作って本当よかった、ありがとうございます、ピンクソルトさんこんばんは、今からですが参加いたします、ライブ嬉しいですということでありがとうございます、トモさんこんばんは、トゥエンティさん、タイツの縫製が1センチぐらいほつれてました、あららら、はい、検品はされてないのかな、ちょっとショックでした、でも美人さんなので良しとしますということで、 あららららそれちょっとやっぱり今回多かったかな、タイツがなんかこう短いっていう問い合わせをコメント欄の方であったりしたんですけど、あとあのビスチェというかあれがビスチェがなんかこううまく着せられないとか、あのこれ縫い込みすぎてて着れないんじゃないかなみたいなのもあったりしましたもんね、うん、だからどこまでがなんかこう不具合なのか、 どこまでがなんかこう頑張ったらもうちょっと着せられるのかがわからないところですよね、うん、金麦さんこんばんは、いらっしゃいませ、トゥエンティさん落選でしたが友達のおかげでお迎えできました、不器用なので黒のドレスを着せるのに苦労しました、わかりますこのドレスまずね、どっちが上かなからスタートしてでまたなんかあの指がなんか引っかかりやすいから袖通すのにちょっとなんかこう苦労したりして、でちゃんとなんか上まで上げてないとなんか胸がなんかポロリ仕掛けるので、あのレース部分ね、うんうん、だからでもなんか着せたらかっこいいんですよね、うん、やっぱりなんかあのタイトな作りになってるじゃないですか、タイトな服ってやっぱり着せるのちょっと苦労するんですよね、いやけどちょっとあの胸が見えるのはちょっと、あのレースのなんか穴が大きいとね、そうそう、ちょっとお胸見える感じに見えてしまうから、だからあそこちょっとね真ん中がうまく取れてたら隠れるように思うけど、うんうん、うちもなんか挟むようなレース常に待機してますもんね、うん、
有松さん、私は到着した瞬間に開封ですということで ね、 おいいね。うちもなんか箱取ったらすぐ開封ですもんね。あ、でもちょっと眺めおったね。あ、今回はちょっと眺めちゃいましたね。こんな風な、あ、蜜引きこんな風なんや、うん、あ、お、そっか、ここはこんな風、あ、箱はこんな風に、おお、なんかやっぱ箱でかいな思いながらっていうのが、いいですね。蜜引きはね、あの、それこそあの結構前になんか行き来のあった友達で、あの印刷所、なんかあの同人誌の印刷用のニス引きをやってた子がいたので、はいはいはい、うん、そういうのでかい、なんかやっぱりあれ苦労するんよとかいうのを聞いてたから、うん、あれね、出しすぎたらねすごいつくんよとかいう話聞いてたから、うん、そんなの思い出しながら見ましたね。キャンディキャンディさん、今回のアニバさん、ユニコーンさん以来久しぶりに当選しましたので、おめでとうございます。ユニコーン以来、ユニコーンというかユニコーン当ててるのがすごい。俺はユニコーン外れたんよ。外れた、うん、であの譲っていただいたんですよ後からね、うんうん、そう、もう本当あれはありがたかった。あの時もなんかかなり狭き門やったんですけど、うん、いやいや、おめでとうございます。姫野玲奈さん、仕事帰りに G メール見たらアンストライブチケット当選メール来ていて、思わずバスで規制上げました。9月上旬に豊洲ピットへ遠征ですということで、当選おめでとうございます、うんうん、ね、いろんな当選ありますね、うん。テニワイズさん、銀髪サイドパートもう植毛ですねっていうのは、もうそうなりますよね。そうか、頭皮に植毛か、ね、ちょっと植毛もねそろそろ一回やりたいなと思っとるんですけど、あれ肩が凝るからなんか本当リングフィットが大事。まあね、植毛してたらやっぱり指の先も痛くなるな、うん、ああ、そうですね。うちまたなんかあの植毛がなんかあのよくあるなんかあのタグガンとかじゃなくて、はいはいはい、あの耐熱ベクティングのつながってるやつをなんかピアノ線植毛やから引っ張りながらねですね、うん、まあ、あれはあれでかいね、結構綺麗に仕上がるんで、うん、またやりたいですね。フランジさん、アニバさんは涙を飲んで我慢したのですが、先日の公式蔵出しのホープちゃん、私も衝動的にポチっちゃいました。当時の抽選の時には我慢したんですが、今回は我慢できなかったです、うんうんうん、いや今回なんかやっぱりね、物が分かってこういう子やった運がちゃんと分かった上で考えたっていうのは良かったと思いますよ、うん、いや、おめでとうございます。ペコリさん、パナシアさんに続きアニバ落選です。悲しいなって思ってたホープさん、オンライン再販をお迎えできて良かった。パナシアやアニバもそのうち蔵出しあるかもなので気長に待ちますということでね。そうですね、やっぱりここからまだ出てくる可能性十分ありますからね、うん、まあね、うん、また蔵出しかどうかはよく分からんけど、うん、再需要があるかもしれんし、そうですね、多分またひょっとしたら、うん、なんか年末にかけてもう一回出るかもしれんし、うん、ひょっとしたらまたあのよく分からない値段の福袋の中入ってるかもしれんよ。いやいや、分からん、また出すやろというかね、あの福袋ね、うん、あの雑貨の量ね、雑貨の量はまああれやけど、うん、そのブライスの、そのネオブライスのカウントをオークション価格でやるのやめてほしいよ、うん、あ、それは嫌ですね、うん、ちゃうやん、うん、というか、ね、あの全部数えた時にあんまりなんかこうあのほぼ定価で入っとるとか、そうそうそう、うんってなりますよね。福袋ってなるし、うん、単になんかこうあのそのままのなんか定価で買い、なんかこういろいろなんか勝手に詰め込んどるんやったらやめてっていうとこありますよね、うんうん、ね、カオさん、NF さん、私はスプリングさんから3連続当選です。なので、お小遣いをやりくりやりくり、嬉しい悲鳴ですが、っていうのがもうね、うん。この辺はまあね、当たったのは嬉しいけど、いうところにはなりますよね。桜月優奈さん、アニバさんを見てると、ラテ肌が色白肌に見える。もうほんとそうなんです。ほんまそれあるね。コペさんのお迎え衣装のクオリティがかっこよくて見惚れました。ということで、ありがとうございます。頑張ってよかった。今回ほんと嬉しい。姫野玲奈さん、アニバさんの黒いドレス、他の褐色肌さんにも似合いそうです。お二人はどの子に着せてみたいですか？まあ、エボニーとかヘザーもええんやけど、うん、エボニー、アシャ、ヘザー、うん、ロキシーかもしれんな。ああ、ワン、あのやっぱり七三パサイドパートの子もええし、うん、でもな、マヌヘアリーも大人っぽくてええかなっていうのが、うん、もうね、言うてたらね、どれでも全部に着せないかになるんですよ。そうそうそう全部順番に着せてかん、一枚ずつ写真撮ってかん、なんかええー、なーって言ってかん終わるっていうのがね、ありうる感じですよ。あ、でも結構ね、うん、あれであの褐色以外に着せてもええなと思うんでいけば、うん、あのカプチーノシャットとか、まあね、うん、私たちカプチーノ大好きですからね、もう好きやし、だけあのハローハーベストも好きやけど、ハロハに来たらちょっと幼すぎるかなっていうのが、あー、そっかそっか。で、穴場で行ったら、うん、ブルミアワ、あ、意外性、うん、もっと意外で行くんだったら、うん、あのドロンジョとかね、あ、ドロンジョ姉さんはいけますよ絶対、うん、もしくはあの大穴で、うん、マーガレット・ミズ・レディ・バカヤは、あーなるほど、素朴なところ来ましたね、うん、そっかそっか、それも面白い、うん、結構いろんな試しどころがありますよね。いけるよ、面白いから、うん、確かに。トモさん、トゥエンティさん、ザニアさんと比べて顔少し顔が小さい気がするんですが、気のせいでしょうか。
おお、そう、ザンニャと比べてっていうのは、まあ、多分ね、あの前髪のとあとなんかサイドの髪のなんか折り具合で結構決まるんですよね、はいはい、うん、だから顔の人間のメイクするときに、うん、ほっぺたの横の耳のラインから下あたりをちょっと黒くメイクするんですよ。あ、そしたら小顔に見えるのと、うん、あと小顔に見せるテクニックで撮影でよくないけど、はい、虫歯ポーズっていうのがあるんや。あるね、ほっぺたを片方だけこう、うん、歯が痛いみたいにこう手当てるっていうのがあるんやけど、うん、あれしたらめっちゃ顔細かく小さく見えて、うん、なんか海外の人が日本の雑誌見たらなんでみんな顔押さえとんや、虫歯なんかっていう。って言うけど、あれ虫歯ポーズって言うんやけど、うん、あの分と同じでやっぱりその前髪パッツンで横の長いロングの分で耳より目の横のラインとかちょっと隠すやん、うん、ものすごくブライスでもちょっとでもちっちゃい顔見えるんで、うん、だから多分この画面の中でいけばパイナップルさんとかはちょっと小顔に映ってると思う、エリーとか、うん、そうやね、エリーなんかうちんとこのエリーは前髪めっちゃ長いんよ、うん、そうやね、だからなんかサイドを下ろしてる子ほど小顔に見えてるっていうのは正解やと思います、うんフランジさん、ホビージャパン炎上の件知ってます、まさかクビになるとは思ってなかったらびっくりしたんですが、もともと話題のある問題のある人やったのかなと思ってましたということで、昔からあれはやってたけど、うんうんうん、ホビージャパン時代ももう昔は、うん、簡単に言うたら、独禁法でお前やってんのちゃうやろなっていうことが過去にあったんで、うんうん、ギャザーの時かな、うんうん、僕ホビージャパンさんね、ドリバドとかはなんかすごいなんか内容良かったりするから、部署がちゃうから ね他にもなんかね、うん、サンプルのプラも誰かがどっかの分に打ったりとかね、結構やってたよ、うん、いろんなことがありますからね、うん、から長いからいろんなことがあるんでもあるっていうんでね、それはね、それもあるから、うん、そういうこともありつつですけど、うん、私たちドリバドは大好きですっていうのがそうやね、ドリバドの人と一回その雑誌作りの、その紙面とか、誰が決めてんのとか、企画の段階とか、どういう話でこの道路を特集することになってんのとか、なんか話聞いてみたいよ、面白いなっていうのが、だけどその作ってる時に、今月例えば、何ヶ月後出るやつを今作ってるとか、そうよね、どういうスケジュールなのかとか知りたいな。あとその紙面 の, そのコーナーを受け持っとる、段組というか、あれっていつも決まってんのとか、確かにテンプレートがあるわけじゃないやん、雑誌面を見てたら、だけどなんかこれってあれやな、面白いなと思って、そうそう、ドールが毎回変わるやん、でそのカメラマンとか、そのメイクさんというかあるやん、作家さんって誰が決めてんのとか、なんか横のつながりでずっと言ってんのとか、あと印刷のその何よ、クオリティというか、あの辺も聞きたいんよ、確かに、うん、なんかほんかよくあるなんかホビー系雑誌とかドール雑誌とかとやっぱりなんかちょっとなんかこうテイストが違うというか、だからそのホビージャパンのその、ガンプラ、プラモデルのホビージャパンあるやん、あれなんかは紙面作りが結構わかんのよ、YouTube 見てたらホビージャパンのガンプラを撮ってるカメラマンの人とかが、よく出るのよ、こういう風に撮ってますとかやんが、いろんなプラモデラーの人がおるから、モデラーの、それでわかるんやけど、そのドールの方の分の紙面作りって知りたんよ、どんな風にやってんのかなと思って、確かに、そうやな、だからなんかそれこそなんかイベントで取材とかでドリドリの編集の方とはちょっと話したりしてたんだけど、ドリバドの方は、ブライスコンの時にはあったんや、ブライスコンの時に話してぐらいかな、だからあんまりなんかこう地方イベントとかまでは大変やと思うね、られることが減ってるから、今こんな時代やからなんかもうイベントが普通にできるようにならんかったら話にならんのですけど ね、ようちゃんさんなるほどってなってますね、かずみさんこんばんは、お邪魔します、よろしくお願いします、こちらこそよろしくお願いします、スーさん、そういえばハグベアさんってどんな感じをイメージされておりますかということで、うちの中で、もうトイフィーやけど関節があんのかどうかも、そうやね、ないんかな、だからそのトイフィの存在は知ってると思うから、だってジュニームーンで過去にトイフィの展覧会というか、展示やったことあるから、ほんで一応人形に関わってる仕事をしてる人が何人かおると思うから、だったらそのラバーフェイスのヴィンテージドールの下りは知ってると思うよ、下りというか、そういうものが世の中にあるよって言って、はいはい、ほんであとウサロンかな、あそっか、サキさんのウサロン、サキさんのウサロンも本当は出すつもりやったはずやもんね、出すつもりとか、それ系のグッズも出したりしてたよ昔、だからラバーフェイスの、ラバーフェイスのドールの分のがこういうもんでは分かっとると思うから、
今気になるのは関節がどこまであんのかとか、ね、中にワイヤーが入ってるかジョイントボールが入ってるか針金なのか、もう入ってなくて2人なのか、ね、やっぱりそのなんていうのかな、あの手の人形で俺大事やなと思うとこが、はい、あの重さなんよ、うん、本当に、うん、あとその、まあ、作ったことあるチームがやっとると思うから、うん、あのなんていうん、自立じゃなくてお座りでちゃんと後ろこけないようにできるか、クタクタやったら困るから、うんですね、だけどどのぐらいのその何ぬいぐるみというか、うん、まあそのテディベアに乗っとるかどうかわからへんけど、はいはい、あのジャンルに乗っとった作り方をしてんのか知りたい、うん、あとは値段やね、あ、そこは気になる、うん、あんまりなんかこう値段がそれこそトイズフィールドより高いようなことがあったら、まあ、でも今の、ね、時代やから、あ、まあ、うん、それでも、うんうん、か同じように関節があって動くんやったらなんかあーあーっていうところはあるんやけど、まあでもどうせあれになったら袋にたらええんちゃん、おいや買いに行くやろ、おいや、ほんでまたみんな載せるやろブログに、うん、ブログちゃうインスタか、うんうんうん、いやでもやるんちゃん、ごめん、なんかちょっと歯切れ悪くなってごめん。え、でもそれはやるやろ多分。まあまあまあ、記念品やから。おう。だってあの本みたいな時したらどうにかなるんちゃう。いやいや、あれはね、あの、うん、今あるから。あ、そうなんや。あ、そこそこそうやね。うん、まあまあそれは置いといてか、あ、なおさん、ああそういうことなんだ、開封済みの割に綺麗なやつってっていうのが、そういうのはあったりします。うん、ペコリさん、たとえブライス好きだとしてお金を稼ぐために購入してるのは嫌ですねって、もうそういうのはやっぱりありますね。うん。うん、クニャクケイさん、ブレス沼にハマった時どれが新しいの、人気があるの、どれ、どうしてって聞きたかったな、決して転売とかではなくただの興味でしたっていう、はいはいはい、はい、言ってわからん頃はね、そうか、なんか それそういうのを聞く方はわかるんですよ、聞いてたら、聞いててね、この人は好きかどうか興味があるかがわかるよ、うん、転売のやつはそんなレベルじゃないのよ、うん、そう、わかる、だからどれが高く売れるんやとかいう、もうマジもろ聞いてくんのよ、そう、ほんでかい、なんかもうこれを手にしたから儲けたも同然っていうのを平気で言うんですよ、そうそう、これを売ったら今何本なるの、シットンとか聞いてくんな、そう、あれはきついですよね、うん、国有さんちのまったりべさん、私の部屋も3階で風も入ってきません、あらら、結構大変ですね、うん、お二人にお聞きします、カスタムの際アイチェンジ用の紐に最適な紐ってありますかということで、私たちは、よく使ってるのはあのアジアンコードって言われるやつですね、中にナイロンが入ってるやつ、いや入ってない方ですね、ない方のか、うん、あれでまあ滑りがええ方やね、そうですね、あれってなんかあの材質何種類かあるんですけど、いろんなのがあるよ、そうだから、ポリエステルのとレーヨンのがあるんかな、レーヨンのやつも着れるやつは着れるけどね、うん、これなんかあのそれこそ手芸店であの、うん、アジアンコードって大きいなんかあの結んでかいなんかあのアジア結びとかそういうのするんですね、はいはいはい、あれの一番細いやつを私たちは買ってますとか、もしくは中にナイロンが入っとるやつが強いね、うんうん、まあ、うん、それがあればっていうところですね、うん、それはでもまあ、うん、あの大きな手芸店に行けば、うんうん、ありますね、引っ張って伸びるようなのはダメやね、まず、あ、リリアンとかダメですね、あ、リリアンは絶対ダメあれ一回こうてからうわーってなったんですよ、リリアンはその気ならふんですごい切れるからね、そうですね、そういうのは避けていけばっていうところですね、うん、あとなんかあのそのアイチェンジの紐になんかこうよくなんかビーズとかいっぱい吊るすじゃないですか、はい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 、あれをやったらなんかそこからなんかこう弱くなってちぎれることもあるので、やりすぎ注意ですね、ビーズによっては切れやすいとかそういうのもあるので、ビーズのやっぱりその角の仕上げによるんよ、うん、だから天然石やったら、うん、あのリーマーというかドリルで穴開けとるから端が鋭利なんよ、うんうん、だからまあそれはビーズにもよるとこはあるんですけど、まあ気をつけて選んであげてください。川さん、ハグベア純子社長のインスタで見ましたが目がペイントに見えました、もう本当、うん、ピアピントですね、想像してたミディちゃんでもない感じということでね、なんかこうあの、まあ、あの絵のえらいスーっていう感じの顔やったんですけど、絵のもんが出てくるだけやろ、まあ、そうですね、うん、まあ、そこはね、うん、だからまあ何よ、もうあれ後ろ姿かあの、うん、何よ、着ぐるみのその毛の部分だけ見て、うん、やっぱりこうインスタの方見てたらもう可愛い、今から大期待とか、うん、絶対買っちゃうとか買う人はもうあれで好きなんだから買うやん、まあね、かと思ったらこの前の分見よったら、うん、あの海外の方かな、うん、まあ、海外の方が翻訳機使って書いてるんやけど、うん、どんどん大変なことになっているっていうのがあってなんか本当に大丈夫ですか、本当に大丈夫ですかっていう回答がおってあ、海外の人心配してるなこれとか思いながらまあそういうこともありますからね、まあ、うん、まあ、全体と値段と、うん、あとは販売方法、うん、見てからかな、ですね、だけどまあ、あの何を
着ぐるみの段着ぐるみというかあの、うん、ラバーも何も入ってない段階で、うん、ものすごいみんな今から楽しみとか絶対買うっていう人がコメントで残るやん、はいはい、インスタって、うん、あの人が後に買ったかどうか見に行くも面白いし、あ、ね、絶対買うって言うとったやんお前って言うて、お前、ね、お前のインスタ見に行っての買ってなかったらお前びっくりするぞっていうのがあ、陽子さん私もペイントの写真見てがっかりしましたなってますね、うん、そうなんよ、ミチケイさん抽選でダブったので一つお譲りしますって言ってる人でも高額で出している人いますよね。あ、います、うん、います。ブライス好きなら本当に欲しい人の気持ち分かるはずということで、うん、もうそれはね本当にあのダブったんやったらとは思うんやけど、はいはい、こうやって定価で出してあの転売屋にさらわれるのも嫌っていう方もおるし、まあそれはあるね、いろんなパターンはありますけど、うん、でもなんかこうあんまり高値ついてんのはなんか違うなーっていう感じしますよね。だから今ねバイヤーがそんなに動いてないと思うから、その転売屋じゃなくて、うんうん、あのバイヤーっていう職業がまた他にあんのよ、はい、その本当になんか、うん、何をプレスで買ったなんへへへいくら儲かるぜとかそんなレベルじゃないよバイヤーってやつは、うんうん、もう本当になんかいや日本で買って他の国に行くの分かってるだろうっていう、うん、その日本人なんか相手にしてない転売屋って思うのよ、うん、まあな、うん、そういうのもあります。NF さん、カオさん、おどうしよう、ブライスさんの顔ぶれまでご一緒とは縁を感じます。幸せかみしめながらお互いやりくり頑張りましょうね。今回外れた方たちにも良いご縁が回ってきますようにということで、うん、もう本当にね、もう本当なんか、なんかのタイミングでまた出てきたりする可能性もあるので、もう本当変な値段のは買わないようにっていうところですよね。あ、今絶対変な値段買わんで大丈夫やで。みんなで変な値段をなんかこう買わないでスルーしてたら下げざるを得なくなりますから。まあそれはあるわな。うん。うん、まああのなんていうん、トレーディングカードにはよくある話なんよ。あ、なんかあれタコになっとるからなんかこう今売ったろうぜって感じなんかこうみんながドッと出したらなんか一気に下がるんですよ、ね、下がるねあれ面白いですよね、うん、もうみんななんかこう目論み外れてからあばばばばってなるっていうのが、そうそう、そういうのは時々ありますね。でまたあのレアリティのあるやっぱり30万超えるカードとかって、うん、もうほんともうなんかお前何やそれ顕微鏡かみたいなので見てから、うん、ここに傷があるとか買い叩かれがすごいんよ、うん、確かにね、結局買い取り30万って言っとっても、うん、カード持ってってもうほんま顕微鏡みたいなんで見られて、うん、ここに傷があってまずこれが1万安ですか言われるから、うん、はあとか思いながらいや高いカードか。イメージとしては私ブラックロータスですね。ブラックロータスはもう昔からやね。ですね。あ、もうパワーないね。はい、うん、戻りますね。キャンディキャンディさん、チョコ肌とモカ肌ってそもそも色の系統がちょっと違いますよね、うん、コピックの細かい色は見たわかる一概に濃さを比べられない感じも色黒深いですねということで、いやいやコピックのなんかあの色番わかりますよ、あれね、だからなんかあの01からなんか09の流れとありますね、11から19の流れは同じ B でも違うとか、うん、違うそういうのわかりますよ、うんうん、なんかすでに系統が違うんですよあれって。でちゃんと同じなんかこうあの2桁目のなんか数字を合わせんかったらなんかこう陰影つけた時になんか違和感出たりとかするんですよね。わかる。フランジェさん、私の好みなんですが、アニバさんはもうちょっと肌のオレンジ色っぽさのサイドを落として欲しかったなと思います、はい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 、私の好みなんですがということで、あーそっか、サイドがあんまり高いとっていうところはありますよ ね、 ね、うんうん、あーなるほど、あのね、うん、人間にある色なんやけど、うん、血色に関わってくるとこない、オレンジですね、うん、うん、そっかそっか。私も最近なんかこう久しぶりになんかお絵かきのなんかリハビリを始めて、で乗せた色の彩度が高かったらあばばばってなる時があるんですよ、ね、うん、それか、なるほどなるほど。最近はねなんか補正とか聞くけど、なんかドールに関してはなんかもう写真で補正しかないですから ね、まあ、ね、うんうん、そっか。まさかさん、タマホームで笑っていただいてますね。タマホームね、そうそう、もうね、あれ面白いからね、もうあれほんま大丈夫か思いましたもんね、うん、ハッピーホームになっとるよね本当にね。桐畑さん、いいアンケートいいですね。結果から半分の方がお迎えできなかったとし、改めて大切にしていきたいと思いましたということで、ね、これもご縁のものですからね。会員買った人もチャンスあるって、うんうん、まだ絶対ありますね。絶対ある絶対ある。川さん、 NF さん、はい、同志です。グスマさんから次の子出るまでにちまちまへそくりします。そしてちょこちょこ過去娘をお迎えしたいということで、おーいいね、うん、ですね。もうだってなんていう、うん、あの限定ばっかり続いてるから、うん、ちょっとお休みは思ったらへんよ。もうちょっと休憩ですよね。高いんやから、うんうんですね。フレブルさん、こんばんは。トゥエンティさんのお迎え服2着とも素敵ですということで、ありがとうございます。頑張ってよかった、ありがとうございます。トモトモさん、今日は朝からスクイーガンダムの、あ、クスイガンダムのプラモの抽選外れたので、はいはい、売っているかもしれないお店巡りの件、息子や母はぐったりだよっていう、ちょっと前から話題になってましたよ。やっぱりね、うん、これが何のガンダムか分かる？
え、私ね、あのどんなのか見てないんですよ。ね、先行のハサウェイに出てくる、ハサウェイに出てくる機体なんやけど、はい、ミノソフキ粒子を発生させながら自由に飛べるっていう設定のもので、うん、なるほど。まああの多分全然知らん人が見たら、え、これガンダム？壁やんけって思うようなデザインです。いや本当にでかいんよ。はあ、なるほど。なんかガンダムっていうこうシュッとした感じやけど、これはちょっとそうじゃないんよ。うん、知ってる人はわかるから。ああ、うん、なるほど。もしもちょっとここでかい、なんかあの一旦ここでチャット一遍止めてかい、なんか今書いてくださってる分までは一通り読んでいきます。ここでチャットストップしようか、うん、一旦ストップかけといてください。その後ちょっとなんかこうお話がありますんで、続きいきます。姫田玲奈さん、最近はようやくインストールできたアイドルマスターポップリンクスに夢中になりすぎて睡眠不足分かってますがやめられませんので、まあね、楽しいことがあるのはいいことです。うん、あ、間違った。いや、かまんよ、うん、はい、もうまあ伝わるからええですよ。あ、いやいや、あの途中で言ったけん。あ、そうな、うん、あちこちだ。ツェンティさん、私は外れましたが、嫁に行った娘が当たったので手に入れることはできましたが、アンケートはどう答えればよいか迷って外れましたを選びました。あ、なるほどなるほど。そっか、あのやっぱり、うん、当てたもう譲ってもらえたと、なんか自分が当たったとはちょっと違うっていうところですよね。うん、ネイフさん、抽選でダブった方の高額出品も網目を張り巡らしている転売屋に狙われることを考えたら致し方ない面もあるのかな。転売屋さえいなければ欲しい方に届きやすいと思うと本当に腹立たしいですね。本当にね、相当届きやすいし、うん、やっぱりそのブライス好きの転売屋の、うん、その考えとることとか、うん、多少気持ちはわかるよ。あ、だってうちやって無限にお金があるわけじゃないしな。そうやね、最近なんか写真の仕事がやっぱりなんかこんなご時世やから減ってるから、うん、遠足がなかったりとかするからね。全くもう売り上げ変わったね、うん、まあ、とんでもないトラブルもあるしね、うん、びっくりするわほんま。まあまあそういうのもありながらでかい、なんかひいてはなりながらですから、うん、まあ、うん、驚くようなことはあるよ世の中。まあね、だからなんか本来入るはずのもんが入らんとかそういうのもありますから、ほんまね、うん、まああるんやけど、うん、だけんそのまあそのブライス好きの人が売る気持ちはわかるんよ、うん、でも、うん、なんかそこは違うやろっていうところなんですよね。うん、まあね、気持ちはわかるけどそれをやっちまったらっていうところがあって、大事にしてたもんを売ってるんとはちゃうからな。そうやね、もう最初からお金にするの前提で買う、複数手に入れてるとかそういうやつになるんで、 そうそうそう、それはもうちょっと意味合いが変わってきますよね、うん、これまあその一方でかい、なんかこうダブって当たってしまった、 どうしようみたいなのもあるし、怒られますね、うん、そういうのがあったりはしますんでね。もうそこのなんか線引き本当難しくて、うんうん、とメガネゲームズさん、お疲れ様です。今日もお二人の面白いトーク期待してますということで、ありがとうございます。もういつも通りなんか好き放題言わせてもらっております、うん、もみじさん、あの福袋はどうにかしてほしいですっていうのがほんま思う思います。あ、神田千坂さん、福袋はお得感ないんで欲しくないですねっていうのが、福っていう文字外せだよ、うんうん、あれはこれなんかあのビデバン袋でよ袋袋にブライス入ってますよ。あ、なるほど。 なんかこうあのよくなんかあのビレバンとかでかい、なんか正月だと出てくるうつ袋とかあれないですか。 あれとはまたちょっと違うんやけど、うん、服じゃないよね。俺昔日本橋、大阪な、はい、あで日本橋か、日本橋、日本橋、え、発音的に日本橋の方がいいんかな、大阪は日本橋、日本橋じゃないけど、うん、そこで電気屋さん舞うやん、はい、ほんだらすいませんコードしか入ってませんっていうのがあったんよ1000円で、はい、で中身ちょっと見えるやん、うん、見たら、うん、まあほんまシリアルケーブルとディスプレイケーブルと USB のタイプ B の、はい、あの微妙なやつとか、はい、ほんともうすごい S 端子のケーブルとか、うん、まあそう、これはいらん RF ケーブルとかな、うん、ほんまコードしか入ってないんよ。あ、まあこんなもんよく1000円で売ろうと思ったなっていうそういうのもあります、ね、ほんまコードしか入ってなかったもん。あ、そういうのもフルサイズのな、うん、あのスカジーの分が入っとってないや、まあスカジーのフルサイズのはええけど今それ、今それ、ほんで端の方にあのスカジーの一番最後のとこにつけるターミネーターっていうのがあんのよ、うん、昔のパソコンではそれも売っとったよもう分かる人分からん人出てくるやつですね。俺もびっくりしたもんほんまに、はい、こんな袋とか、うん、まあ、袋のコードしか入ってませんって方でびっくりしたもん俺、うん、まあほんじゃちょっと戻りますよ。その横にリモコンしか入ってませんもんあったっけリモそらリモコンがいっぱい入っとったわ。まあ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 、
ナルタイさん黒いですね、透明肌じゃなくても可愛いですね、欲しくなってきたということでね、なんかこうあのアニバがなんか半透明じゃないのがなんか新鮮になっちゃってね。お久しぶりや ね。それコメントで書いてくださってた方もおられたんやけど、ほんま久しぶりやなと思いますよね、うん。ペニワイさん、ツインティーさんが初めての日焼け肌の子なのでいろんな服のお着替えが楽しみです、はいはいはい、ね、ほんといろんなの着せていきたいですね。ちょっと今回なんかこうかっこいいお姉さん系で統一してしまったんで、いや可愛い系もええと思うよ、うん、いろいろ試してみたくなりますよね。ミミトさん、シリアルナンバーをつけて転売商品を回収して誰が出したか調べて当たらなくしたら転売減りそうですよね。そうやね、そこまでできたらね。まあでも転売やってシリアルナンバーを見せんのよ。ああ、それはある、うん、だからなんかこうシリアルナンバーをみんなが確認するようにしてったらええんかな。それはも難しいかな、まあね、犯人探しみたいなのはちょっと違うなと思う時あるけど、うん、あけどまあなんとかね、なんかちょっとね、だからうちのとこでその譲渡会みたいなのする時は、うん、シリアルナンバー何番ですって言うからな、全部言いますね、全部言うから、うん、これが出とったらなんかみんな、まあ、かといって後で調べて、うん、そのワルス猫さんで買った人が誰か売ってましたよって言っても、うん、もうそれはもうしゃあないと思うとるもん、うん、だからもう、うん、その時欲しかったけどなんか実はなんかこうお金なくてみたいな時もあるし、うん、あこれまでになんか、ね、あのやっぱりその譲渡会じゃないな、あれはニャパネットの時だ、でもまあ勢いで買ってしまいました、うん、あるからそれはもう仕方ないよ、うん、いやその場の流れっていうのはな、うんうん、その時は欲しかったけどなんか今そういえばっていうのもあるし、あ買ってからなんかお家の方に怒られたパターンとかもあるし、まあ、その後のことも考えてあるからね、そうですね、やっぱり人間やから、うん、姫野レンさん、 NF さん同感です、本当に転売最低ですわねっていうのがもうね、うん、結局なんかこの転売っていうのがなかったらもっと全部円滑なんですよね。結構言ってるやろね、うんうん、キャンディキャンディさん、ちょっといいコーヒーを入れてきました、ワルソネコさんのライブも聞けて贅沢ですということで、いやいやありがとうございます、好き放題言わせていただいております。だからもうその転売屋の分 の、 そのプラモデルの方もやけど、うんうん、転売屋から買わんかったら、まあ、そのナイチンゲールとかあの辺のキットやと思うよ、 RG の、うんうん、やけど、まあ、7000円から、まあまあ、結構高いよ RG の DR グレードは、はい、でまあ、例えば1万円持ってったら、うん、まあそのまあ、プラモデル初めての子がね、うん、まあ、HG モデル買って、うん、まあ、意外にプラも高いんやなとお父さんが、うん、さ昔ガンプラ300円やったのと思うよ、うん、でそれでまあ1000円持ったら買えるよ、買えませんわと、うん、で5000、6000円いくやんで、うん、まあ、お金出して買って、うん、ほんだお前ニッパーあるんかと、うん、爪切りでいいやニッパーぐらい買うとけよと、うん、もしその子が欲しいキットがなくて転売から買っとったらニッパー買う金もないのよ、はい、で塗料なんか買わん、だって転売屋は塗料買わんからね、紙やすりも買わんからね、うん、棒やすりも買わんし、うん、あの接着剤も買わんよ、はい、瞬間接着も買わんしパテも買わんのよ、うん、じゃあそれは全然ダメやんって、うん、模型屋さんってキットだけ売ったらやってるわけじゃないやん、うん、プラモのそのなんていうの、塗料もあるし筆もあるし、うん、でもエアブラシ買うしもおるし、はい、ほんでまた作拭きの乾作も買うしもおるし、うん、でその他もろもろがあるやん、うん、で行くとこまで行ったら塗装ブースを買うかもしれんやん、うん、でもしかしたらこんな買う金ないからって言って、うん、塗装ブースをホームセンターに行って材料買ってきて自分で作る方もおるんよ、はい、だからいろんなところの経済回ってるやん、だってそのプラモ屋さん1個で買い物をして、うん、そのニッパーと塗料と紙ヤスリと棒ヤスリと、うん、で作拭きとかいろんな本が塗料とか、はい、ほんだらそのプラモデル屋さんっていうの中で今お金がどれだけ回ったことかっていう、そこですいろんな会社のお金行くよ、うんうん、それが回ってるなんよ、うん、でも転売屋は、うん、その定価で、まあ、限定キット買うや、はい、終わり、うん、転売屋はお前のとこで塗料なんか買ってくれんからな、うん、結局滞らせてるんですよね、うんうん、で店の目の前に車バーッと横付けして、おっちゃんナイチンゲールあるん、いや売り切れました、あそうみたいな、ブーンって帰っていくんやで、うん、ドアバーンって閉められて、うん、マスクもしてないようなやつ、まあ、そういうやつですよ、うん、じゃあ続きいきますね。藤丸さん、チョコ肌は赤髪も似合いそうですね。赤毛か、赤いいですね、うん、ちょっと試してみたくなるな、色髪ちょっと面白そうやもん ね。赤もなんかちょっと赤紫みのやつとか、うん、そういうのもかっこいいですよね。神田千作さん、今回のアニバさん転売屋にたくさん当たってる気がします、高値で出まくってっていうのが、うん、うん、けどなんかこうその高値のやつが落ちないからなんかよしよしとは思っとるんですけど、やっぱりたまに買っちゃってる方がおるから、う、ね、やっぱりこう発売前に見てたら5万円で落札しとるとか、うん、6万円で買っとる人とかおるから、うん、もうだからどうしても欲しいからね、うん、あとプラスあの日本人じゃない場合はあるから、あその海外のバイヤーが、うん、その、まあ、自国の人から頼まれて仕方なくヤフオクで買ってるっていう代理購入のもありますんで、うん、あそっか、うんうん、いろんなパターンありますね、パターンいろいろありますんで、うん、フランジェさん、私もドール雑誌の中では一番ドリバドが好きです、うん、趣味人のためのドール雑誌って感じがします、でも今のドリバドより昔のドリバドの方がニッチな情報多かったなとも思ってます、わかる、それあるなあの毎回のテーマが面白かったですよ ね、 よね、あの頃はねなんかちょっと尖った感じの作りで良かったですよね、うん、
なんかこうあの自分の好きなドールが入ってなくても目の正月やから買うって言うてる方おられましたもんね、うん、だからドリドリも昔ってかなり尖った企画多かったんで、うん、ありましたほんまに、うん、だってあの権利関係の話とかようやってたもん。あれは良かった、すごかった、うん、ほんまにあれはね今読み返してもすごいんですよ、ね、うん、ようできとるよ。もしなんかこれの情報更新されてるんやったらもう一回第2弾でやってほしいんですけどね。やってほしい、うん、姫野玲奈さん、神田千佐子さん、そんなことが起きたんですよ、有識事態ですわ、もういろんなことありますよね。CU、うん、さん、今度のブライスコンはプラハみたいですね、さすがに行けないですが無事に開催されるといいですね。もう本当にね、もうプラハというかチェコやね、うん、なんか多分ね、うん、あのお誘いのメールは来んのよ、うん、マジで。でもでもちょっと無理やで、ね、ちょっと待ってくれと、うん、あのぜひともワルサネコさん、あのセットをこっちの国まで持ってきてくださいよ、いや無理やっていうんが、うん、無理やからダメやっていうんが、多分なんか向こうに着いた時点でバラバラですよ。そうもうね、そこからなんか半べそで直す作業になりますよ、うん、神田千佐子さん、発売前からずっと乗ってるし前のアニバさんより多い気がするんですって。ああ。そうか、もうその年にも酔ったりはするんですけど、なんか20周年っていう節目やからいけるんちゃうか思てかい、なんか突っ込んできた転売屋もおるんやろうな。ノアニアさん、こんばんは。この間何かわからないプリマ通りの件でありがとう。あの時の、はいはい、そうですね、うん、解決してよかったです。無事解決してよかったです。 YouTube と、ね、タックさんとコペさんの会話に興奮しましたいつも通りですからね。いつも変わらんから、今日もちょっとのあのとある県の方と30分以上話してたんよ、うん、はい、変わらんなって言われたら、いや変わらんよって変わらんよ、その喋る量も全く変わらんからっていう、うん、あの店頭になったらさらにタックス喋りますね。店頭はもっと喋ってるよ、さらに喋りますね。 お客さんおらんかっても、うん、一人で急に喋ったりするから、うん、そうですね、いろんな説明を私がなんかふむふむって聞いてるっていう状態になってますね。そうそうそう、宝トミー最後のアニバさん、無事あたり購入しました、おめでとうございます。次のグッドスマイルカンパニーさん、鳥取にあると知らなくて地元の時にびっくりしています、鳥取工場かな、鳥取工場なんやけど、ね、国内工場はあるんやけど、うん、あそこで全部作ってるわけじゃないです、うんうん、あそこも一つなんですけど、あそこもその一つなんやけど、うん、多分ね、あそこはあの、うん、オリジナルの分、オリジナルというか、何を、うん、自分でデザインしたネンドロイドの顔、うん、とかを作ってるのがあそこで、うんうん、あと国内の塗装の仕上げとか、うんうん、 そうですね、そっち方面じゃないんかな、やと思います。あと工場見学できるのもあそこやわ、うん、あ、工場見学いいな、行きたいな、うん、やけど全部があそこでやってるわけではないんで、うん、もう今あの工場って使ってんのかな。まあそれはやっとるでしょ、一応動いとるか。工場見学行きたい、うん、あ、なおさん、見た見た、どんどん変な子に見えるけど大丈夫ですかって、それそれです。ちょっと二人がブーってなってたんですよね、うん、かずみさん、お迎え服いつも素敵だなと見せていただいてます、ありがとうございます。私はあんまり春仕事は得意ではないんですが、はいはい、ユニムーンさんで販売しているサンタンワンピースを購入してチクチク自分の指も刺しながら制作しています。あれか、まだ一着しかできてないんですが、ついついいろいろな手芸屋さん周りをして布が増えています、うん、布が増えます、布は増えるね、どんどん増えます。あの罪のこと書いて在庫が増えます、うん、もうね、うちもなんかなんやかんやで増えていって、あ、でもだいぶ減らしてきてるよ、うん、だからなんか、うん、あの今なんかエースのカゴが出来上がっとるんで、ね、うんうん、あの昔買った3階で待機している布が、あれは、まあ、全然消費されなくって、何かしらちょっと考えながら、ね、そうですね、うん、いやいやね、昔なんかこうもう本当は当たり構わず買いまくってたやつが、千鳥の模様これかっこええって買ってるもん。いや、あの生地はすごくいい生地なんですよ。千鳥の分はそれあるけど、うん、その大きさ違いで山ほど買ってたんよ。そうそう、だからあの買ってる中にもう本当になんかこの値段でいいんですか、こんないい生地みたいなのが混ざってて、あ、それはあるね、うん、あのうちあの香川には井上商店っていう布屋さんがあって、そう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 、あのなんかね、月に何回かハサミ研ぎ専門の職人が来てハサミ研いでくれるな。そうで、そこはあの普通のなんかこうクロスも売ってるんですけど、うん、ちょいちょい縫製工場の残りの生地が流れてくるんですね。あと倒産品ね、うん、であの生地のところにピヨってワコールって書いとったりするのがあるんですよ。そう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 、これわからなんか、それでパジャマ作ったらめっちゃ肌触りいいパジャマができるやつとか、めっちゃいい生地がくんな、うん、あと私たちがなんかこう服作り始めたばっかりの時に、うん、ボソッと薪で置いててが安かったんですけど、言うたらなんかあの車のシートとか有名なアルカンターラですね、アルカンターラね、あの、はいはいはい、うん、あの合皮、もう最高級合皮スエードですよ、うん、もうほからなんか普通だったらメートル8000円とかするやつが、そうそう、ボーンって買い、なんかあのもうそれこそメートルなんか490円とかで置いとって、うん、全然いけたもんね。それをうひょーって買い占めとったやつが未だに生きてたりしますね。だからもう本当布はね、これも一期一会やったりするので、買える時には買いたいとこなんですけどね。スーさん、なおさん、そんな感じだったんですねってなってますね。もう、うん、
もみじさん、私も愛を見てがっかり組ですが、最終を見ないとわからないので、お迎えはそれから決めます。うん、お腹ぽっこりの画像は可愛かったのに、うん、もう本当全体となんか顔全体ね。でね、まあ値段も俺は込みで考えるんで。そうですね。だからなんか物だけ見て値段が高かったら、うんうん、やっぱりかなり意欲は落ちるよ。うん、もうね、その全体の出来と価格見てかいなんかどうするかなっていうところですよね。もうそのシルエット見ただけで惚れる時もあるよ、世の中には。うん。うん、確かに、うん、やけど、うん、ちょっと、うん、まだちょっと、うん、ちょっとまだわからん値段もわからんもんにうん、ちょっとが何べか続きましたけどね。値段もわからんもんにそんなはっきりしたこと言えるかっていうのが、まあ、金がねえんだよ金がっていうのがねえ、それは思いますね。くろくろもくろさん、こんばんは。アニバさん見送りましたが、皆さんのお写真見て楽しませてもらってます。コペさんのアニバさんのお迎え服素敵、とても似合ってましたということで、ありがとうございます。いや、もう、ま、今回2着作ってほんまよかった。カオさん、トイズフィルのクオリティが高いから、ラブハグベアはどこまで近づけてくれるのかしらと思ってしまうっていう。トイフィに近づけるのは無理やろしみじみ言うたな。いや、あのトイフィはやっぱり作っとる、うん、その人間を知っとるから、うん、大塚さんな、大塚さんも知っとるし、うん、あとやっぱりその初代のスター株式会社さんの、うん、やっぱりその考えとか、うんうん、ですね、そのなんていうんかな、うん、あの志すごいんよ。そうマジで、うん、あの社長が。そうやね。でそれで完成したものを宝富で引き継いだ時の担当さん2人も私たちよく知ってるから。いや、そうやね、よく知ってる ね、うん、ね。だからあのあ担当した方のこととか、うん、作り手のことを知っとるから、うん、やっぱりそれがあるからトイフィってすごいと思ってんのよ、うん、ほんまにですね。それにどこまでっていうところは確かにもうなんか経路がちゃうとしか、うんうん、この段階で経路は違うものっていう感じですよね。シャルコさん、私はペイント目可愛いと思いました。絶対買うとは絶対いませんがっていう。だからもう本当顔全体見てから、なんかバランス見てからの判断ですよね。部分部分やからね、うん、フィーさん、ダブる人ってどうやってダブるのでしょう。何口も申し込みできましたっけということ。これは友達とかあの親戚とかにお願いしてで申し込んでるパターンですよね、うん、だからまあ自分の実家のお母さんとかっていうことかな、うん、そうそう、だからなんかあの別で住んでる兄弟とか、だから住所支払い違いか、うんうん、多分同じクレジットカードはダメやと思う、うん、そう、分かるから、うん、そう。ほんでなんか昔なんかこうパッと見てかいなんかうわって思ったのは、あの会社の回覧板で社員全員の人に申し込むように頼みましたっていうのを見てかい、なんかこれ例えばなんか20人の会社で20分の18とか当たったら、この人どうするつもりやろって思ったんですよねキャンセルするつもりやろ。だって当たった、全部当たったらお金払えんもん、うん、うわなんかえげつないことしてんなっていう、うん、だけどまあ会社の回覧板で渡して、うん、その子の、まあ、人脈はどんなんか知らんけど、うん、誰も送ってなかったらすごいびっくりするしな、うんうん、まあこれでかい、なんか誰も送ってなかったら結局1分の1やから、なんかまあまあええかなって思うんですけど、だけどまあ余分に当たったらキャンセルするんがおるから、うん、キャンセル品が流れるんかなと思う時もあるし、その辺はよくあの仕組みがわからん、うんうんうん、ですね。なおさん、スーさん、そのまんまの分だよって、本当そのまんまの分でした、うん、キャンディキャンディさん、そういえば本当に久しぶりに半透明じゃないアニバーサリーですよね。20周年で半透明の集大成アニバー見たかった気もしますっていう。ああそっか、確かに。でもまあ最後になんかこう全然違う肌色が出てくれたっていうのは私たち的には大満足なんですけど、うん、でもやっぱり、うん、そのファーストブライス、ファーストアニバーサリーを下敷きにして作ってるかな感はあったから、うんうんですね、だったら半透明じゃない方がええんかなっていうのもあるんやって、うんですね。そしたらここから 1,2,3,4,5,6,7 つもう残り、はい、読んでいきます、はい。坂本道夫さん、ノアニアさん、グッドスマイルカンパニー鳥取にあるんですか、知らなかった。人間、うん、鳥取は買い物範囲内、良い情報ありがとうございますっていう。私たちも本当工場見学行ってみたいな。鳥取の工場の分は、うん、確か YouTube に画像あるよ、ね、画像か動画ありますよ。ありましたね、うんうん、いいですよね。あ、姫野さん、チャットストップということはまさかっていうのが、うんうんうん、あるかもしれません、はい。枝木陽子さん、西武池袋店のイベントでアニバさんの販売あります。おお、9月には横浜総合でもイベントがあると思いますので、外れた方は転売屋から買わずに待ちましょうということで、うん、まだ催事ありますからね。あるあるある、まだな、関東の方ここからチャンスがあるということですのでね、うん。ノアニアさん、坂本道夫さん、そうなんです、鳥取といっても中部なんですが、友達の娘さんがお勤めしているらしく、最近知ってびっくりしています。あら、すごく身近な感じになってきますね。いいですね。枝木陽子さん、昔妹が高校生の頃、吉川晃司のコンサートチケットを買うのに並んでいたら
転売屋にチケット手に入れないと指詰められちゃうと脅され、泣く泣くチケットを譲ってしまったと言ってました。正直そんな譲らされ方ないわ。正直指詰めるほどのことって、うん、なかなか俺がその、まあ、知ってる人で、うん、知ってる人は友人じゃないよ、うん、昔あのまあまあおみこしを作ってたりとかするとこでちょっと、うん、そのお金がお金いらないから働かしてくれって言っておったことあんのよ、うん、そうやね。ちょっとそこはやっぱりあの悪いことしたら、うん、そのなんか、うん、何よ老後というかね、うん、脱出が困難なとこに閉じ込められる人って、うん、その出所してきたら、うん、その宮大工みたいなとこ来たりすることが、うん、まあ宮大工は無理やけど、うんまあ、そおみこしとか、うんね、その仏像とか、うん、仏具の方を作ったりする部署があんのよ、はい、でそこに俺ちょっと興味があって行って、うん、いろいろお話聞いてて、うん、ちょっとなんかこう何よ半袖着たらちょっとお前あ、うん、柄が透けるから柄が透けるからとか、うん、汗かいたままそんなんでうどん屋行くな、うん、シャツ変えていけあほんまに透けとるわとか言って、うん、でそこにおって人でちょっとその小指をちょっと、うん、あれとかいう人がおったのよ、はい。その人は組長の誕生日に行くの忘れてたからだったりとか、あとはそんなんなるんや。でもそれでもよっぽどの、うん、よっぽどの分のその、ま、上納金の分の手出して逃げ取るとかでもなかなかないから、うん、指詰めるってよっぽどなかったないからな今、うん、それでもあれちゃん騙されてんのじゃこもしな、うん、そっか。いや援護というかその、うん、指詰めるって、うん吉川浩司の頃やろ、うん、ないなかなかないと思うけどなあだって指詰めるぐらいやったら、うん、その転売から買った方が安いやん。ああまあなあ、うん、あうちの実家の母って元看護師で外科やったんですけど、あのそれこそ夜中になんかあの指切ったなんかこうそういう方があ怪我されたんね。ちょっとなんかこうね夜中にあの大男たちがみんなで料理か何かしてたんかなほんでかになんかもうそういう方がなんかどやどやって来てからになんかこうあの縫うてくれっていうのは立ち会ったことがあるっては言ってましたね。そうそうそう、夜勤の時に来たっていうのはそれはもうリアルの話やね。もうリアルの現場の話やから、うん、でもほんまになかなかね、うん、詰めることってないのよこの頃も。で吉川浩司の頃やからそんなまれ中のまれかな。詰めるぐらいやったら、うん、多分まあこの話ほどほどにしときましょう。なんかすごい脱線しよる、はいはい。坂本道夫さん、鳥取中部倉吉はハワイなら行ったことがある。あ、買い物範囲から外れて、でもいつか行ってみたいですっていうの、うん、いいですよね。ちょっと行きたいですよね。クジラダメさん、こんばんは。自分は抽選に落選しましたが、ダブった知人に定価で譲ってもらい無事にお迎えできました。こういう縁がいいんですよ、うん、初アニバさん初褐色肌っ子なので、どんな服を着せようか考えるだけで楽しいですっていう、うん、このワクワクいいですよね。そうかな、この友達のつながりで定価で譲ってもらえるってすごくいいんですよね、うん。ラムネさん、こんばんは。待ってる間に寝ちゃってて今から参加ですという方いらっしゃいます。 ありがとうございます。ドアニアさん、坂本道夫さん、私も時間があれば行ってみたいです。人間とのこと近くにぶらい続きな方がいないので嬉しいですということでね、こういうのつながっていったら嬉しいです、ね。まあ、なんかでね、うんうん、さてここまでチャット読みましたんで、ちょっと例の画像を行きましょうか。はい、チャットもう終わった。はい、はい、これですね、今こちら画像出てるんですけど、まず言いますね、はい。左側にある分なんですけど、これは、はい、段ボールで、うん、そのまま直張りでちょっと伝票が来たんで、はい、剥がせません、はい。ね、アルコールを使ったら剥がせるけど、うん、ちょっとうちのじゃないんでそれは無理です、うん。で他の4つ、右手に4つありますよね、はい、サイコロの目で言ったら4みたいになっとる分、はい、は全部うちが、伝票剥がしてます、はい。ほんで、真ん中の上の段、はい、ダンボールがちょっとへこんでますけど、中身は絶対に無事です。はい、そういう一通り確認しています。その分の下、はい、画面真ん中から下に目を下げたら、はい、ありでカートン番号の下にちょっとぶつけた跡があります。はい、やけど中身は絶対に無事です。はい、で次右斜め上、はい、これ下の方にカートンナンバーからちょっと下の方にシワが入ってますよね。はい、中身無事です。はい、で右の分。人形の名前を書いてるところの下にちょっとぶつけたがる、これ大丈夫です。はい、はい。で左端のブライスの箱、はい、伝票があってカート番号が見えませんけど、カート番号1500番です。はい、今回のなんかあの20 years of love、 今回5個ございます、うん、譲渡会になっております。今回5体のうち3体が送料不要とのことでいただきました。ありがたいね。で
結局なんか送料700円か。だからあれはもう、うん、あの取らなくていいっていうことで、うん、でその700円の送料なんか2名の方はなんかできたらここもお願いしたいということで、それはわかるよ気持ちは、はい、気持ちはわかります。でこれで買えなこの700円2名分を全部で割りまして、よかった、私たちもねこれあのこれはなんか送料いらん、これ送料いるって言ったらややこしいことになりますんで、うん、定価 32,890 円に10人分からの送料280円を足しまして、うん、33,170 円とこちらから宅急便で送る送料だけをお願いします。ちょっと簡単に宅急便の送料の説明しますね。そうですね、宅急便の送料ね、チャットは今から書いてくれていいですよ。大丈夫です。あのちょっと読むのがなんか読むのがちょっとあれなんで、あのチャット読むのはちょっと今無理なんで、はい、これでか多分100サイズになります。私たちから送るときにはこの段ボールをさらにあの緩衝材でくるんだ上で別の段ボールに入れますので100サイズになります、うん、あでもね段ボールはね、はい、あのスーパーに行ってもらってくるから、はい、あのポテトチップスとか、うん、なんか、うん、あの野菜とか果物が入っとったのはあの、うん、避けるから袋菓子とかのやつを極力選ぶようになります。なるべくね、うん、あのカルビーとか、うん、なんかその、うん、何をうまい棒が入ってましたよとか、うん、そういうのを探すんで、はい、でまあ今回なんかまあその宅急便の送料なんですけど、私たちなんかこれまでなんかこうやってたやつが実はなんか消費税が入ってなかったことに気がついて、あ、そうやね、わしら消費税かぶっておったっていうのに気がつきまして、まあまあかまんかまんそれはね、そういうのもありましたから、今回まず香川県から送る料金を今から言いますね、うん、まあ、これはなんかもう都度お知らせするようにしてもいいんですけど、一応ねあの一応だって定価って言うとったの、うん、定価プラスそうですね、その10人分からの送料を5で割った分、うん、ですね。だからなんかこう宅急便の送料なのでちょっとなんかお高めではあるんですけど、うん、関西中国四国エリア、1390円税込み、うん、中部エリア北陸エリア九州エリア1500円税込み、うん、信越エリア関東エリア1610円税込み、東北エリアに、1830円税込み、北海道が2270円税込み、沖縄2490円税込みというのが送料になります、うん、もうこれでお送りさせていただきます。でもうなんかあの今回5体とも、32,890 円定価プラス280円、33,170 円プラス送料ということで、カートンナンバー一通り読み上げます。885番、1500番、1829番、2501番、2516番になります。で、今回その伝票のなんか剥がしきれなかったのがラストの方になります。これはもうご了承ください。ね、もうこれで、また電話番号が出た地点からオペレーター一人で対応させていただきます。まだちょっとありますんで、はい、一応こういう風にちゃんとね、はい、こちら5体です。なんか転売屋さんみたいなな。あ、これニャパネットの番号を入れるんがあれやね、ちょっと今から作るわ。あ、入ってなかった。カマンカマン、ちょっと待ってな、はい、画像にして、はい、電話っていうやつがあるね、はいはい、まあまあええわ、後で消すんで、はいはい、今から準備しますね、うん、ちょっとね電話番号の準備できてなかったので、ね、少々お待ちください。どの辺にあるんかな、文字がちっこすぎて見えない。もうこんな感じでね、また今回も譲渡会させていただくことになったんですけど、まあ、画面にドーンって出るけど、うんうん、あでもこれ今出しちゃいかんのか、うん、もう行ってもいいですよ。そうなん、うん、そしたらなんかオペレーター待機にも入ります。ちょっと待ってな、はい、ちょっと待ってな、はい、これが今どこに出とんや。いやちょっと待ってな、はい、これで、まあ、どこや、枠が見えない。見えない、ちょっと待ってな、はい、今これ消えた、消えない、消えない、これや、これが、まあ、これがどこや、消えない、いや今枠がどこに出とんか思って、今なんか画面にボンって出たりとか消えたりしよる。ほんま、あれ まだ出してないよ。いや今出たり消えたりしよるから。え嘘、どこ、いや、まだ出てないよ。え、出てないよ。ちょっと待ってくださいね。え、エリコさん、出てないよ。
よいしょ。じゃあちょっと電話番号の方出します。はい、深夜なので、あの電話番号間違えないように、ちょっと今からチャット喋れないんですいません、ちょっと席離れます。帰ってきました。ちょっと待ってくださいね。はい、よいしょ。これで今無事、5体とも全部終わりました。よいしょ。今コペがなんかオペレーター1人、携帯電話1個で頑張ってますんで、よっこしょ。
で今最後の人が電話かかってきたんで、これで一応全部あの無事に全てブライス好きの方のところへ行ったんで、今日は確か土曜日なんで日曜日がちょっと挟まるんで、まあ振り込みとかね、ああいうの連絡ありますけど、まあその辺はまた後でこちらから連絡さす、まあでもあれか、1回目はそちらから1回連絡くれたらその後がスムーズなんで、 SNS、Twitter とか Instagram もしくはまあショートメッセージでも構いませんし、ワルス猫にメールでも構いません。もう分からなかったらもう一度そのワルス猫の携帯電話とかに電話いただけたらまた対応しますので、まあ今回は5つとも全部もう終わりましたんで、電話番号の方を消させていただきました。これはまた後であれやね、うん、電話番号のとこモザイク入れてもう一回編集し直しですねよいしょ、5人、うん、まあでも5つどうにか、うん、やっぱ外れた方がやっぱり多いんだなっていうのが実感できたね。なんとかね、ほんと外れないようにするっていうのは難しいけど、いいやり方っていうのがね、これもなんかこうカートでやったらどうですかとかあるけど、カートにやったら出すタイミングとかもわからんし、やっぱこう話しながら売りたいってもやっぱありますんで、あ、かからなかった方が、あー、そうやな、ね、もっといっぱい数が用意できたらええけど、なかなかこればっかりはね。あ、また電話鳴ってるな。なかなか電話が鳴り止まない。じゃあね、タイムラグあるからな。あ、そろそろ帰ってくるかな。よいしょ。あ、行けました。多分まだ電話鳴るかもしれんな。あ、まあ、こっちもろとくわ。はい、よろしくお願いします。どうもすいません、もう電話これで無事に。いや、もう本当にね、あのお電話いただいたのになんかもうご用立てできなかったの申し訳なかったりしたんですけど、5名様無事ご縁がまとまりました。でもあれやね、意外なことが分かるんが、はい、41名ですね。まあ、同じ方が何度かかけたとかそういうのはあるんですけど、けけど、やっぱりそれだけやっぱり外れてる方がおられたし、あ、これは、あ、また今、あらら、ちょっとこれ向こうで出、あ、そっちで出るもしもし、お電話ありがとうございます、ワルソネコです。またまたやな、ちょっとまた席離れます。やっぱり終わってしまっとった。なかなかね、ここ5つあったから、なんか5つあったらいけるやろうと思ってたけど、全然やね、足りんな。やっぱりなんかこう、みんなまかない切るっていうのはやっぱり難しいもんやなと思いましたね。いや、俺今回はあれなんよ、5つあったら、多分余るわと思っとったんよ。あ、考え甘かったな。甘い、ダメやな、からもう、そっか、やっぱり外れた人っていうのも多いし、なんかこうやっぱりやるたびに、なんか良かったと思うんやけど、考えるものもあんのよ。あるなあ。いや、今一体いくらブライスって足りんのやっていうのが、あと今どんだけ、そのだけこう5つでこれでまだ電話が言うたら、同一番号もかけ直しの方がおるけど、それでもやっぱ足りんやん。そうやね。じゃあ今オークションに30個出とっても、そのぐらいなかったらまかなうことが不可能なんかっていうのが、だからまあここからまだ催事があったりとか、あとなんかこう節目でかに出てくるとか、そういうのは十分あると思うし、多分キャンセル分枠もあると思うので、だからまた出ると思うんよ、だけどっていうところですよね。そうやな、ほとんどチャットが読めなかったって本当申し訳ございません。申し訳ありません。なんかこうもう本当に申し訳ないですね。どこから読んでええのかも全くわからないっていう、なんかこう本当になんか裏でかいなんかわちゃわちゃしてたんですけど、やっぱりなんかもうダメだった方もおられたりしてかい、なんか申し訳ないですね。やっぱり一瞬番号が出たんやね。あ、そうそう、だからその一瞬の番号でかけてくださった方が、下2桁ぐらい切れると、もう登録しとったんやかな。いや、まあまあそれはなんか出してしまったのはなんかうちらのなんかこう手落ちでもあるので、あ、でも何よ、番号が出てから、まあ、ルールにはのっとってやってますね。だからなんか一番最初の方はなんか1回あの
鳴らしてくださったんですけど、一回消えたの見てか、一回切ってくださってくださってたりもしたので、うん、せっかくなんか繋がってたのに申し訳なかったなっていうのもあるし、ね、まあこんな感じ。ちょっとここから読むっていうのを決めてからやらんかったら、そうですね、あのとりあえず、もうここのおめでとうございますにわーっとなってて、どこら辺からいきましょう。ちょっと NF さんのオフェさんお疲れ様でしたからいこうか、うん、で、ニコイさん今回繋がらなかった方にも良いご縁がありますようにって、もう本当にもうこれはね、今後もね、うん、ここからまだ出てくる可能性もありますね、ホームさんみたいに出るかもしれないんで、うん、もうこれ今回ねやっぱりスプリングホープはね、なんかこういいタイミングで出てくれて、でなんかこういい感じでかみんなが気がついてかなんかポッポッポッと変えて、うん、だから最初スルーしとった人もなんかあこれやったら買おうかなとかそういうのがあったから、そういうの出てほしいですよね。もみじさんフリマサイトに出てるアニバさんは割と多い気がしました。あだからね、うん、あのでもな転売サイトにあんまり載ってなかったよ今回、うん、神田千坂さん難しいですね、ライブ一旦消さないといけないかしらっていうのが、一回切ったら、うん、これ終わるんよ、そう、うんうん、ですね。フェニバイさんもしかしたら通常販売あるかもですから、もうそれは本当に可能性ありますから、あるよ今後も、うん、だからまだ望み捨てないで、あの、うん、特になんか公式ポロッと出るのはもう本当そうそうそうタイミングもありますから、うん、ちょいちょいチェックしよってくださいね、うん、カオさんお迎えできた方おめでとうございます、電話かからなかった方残念でしたね、でも、うん、きっといいご縁がありますよということで、だからね、うん、なんかこう、うん、そのなんていうんかな、うん、せっかく、まあ、今後どうなるか分からへんよブライショップっていうもんが、うん、そうですね、だけもう正直今なんかうちらもブライショップが切れてる状態やから、今ブライショップじゃないのワルス猫って、そうだからなんか今ブライショップってどこにもない状態のはずやから、まあ、一応契約終わってるからね、うん、けどあれかトップショップだけは残っとるか、いや分からんの、だってあのブライス公式の方は多分トップショップのリスト消してないやろ、残すんかなあれって、うん、一応でもどっちに権利があるもんかもわからん、だからもう宝富のブライスのページは消えてるからブライスショップのリストはもうないんですよ、ああないね、うん、あじゃあもううちんとこ終わりか、だから今なんかこう何でもないチューブラリン状態で、何でもないもんな、うん、ただの悪さ猫ですっていうな、うん、ただのお店っていうなんかいや店なんかただのなんかこうかブライスの在庫がなんかちょびっとだけ残ってる店っていう、まあだけな何かわからんわな、うん、今の状況は、うん、今なんかこう何でも何物でもない何物でもないわな状態になってますからね、うん、ナナさんお風呂入ってる間に譲渡会がお迎えできた方おめでとうございます、ニャマネットの会見てる方も心が温かくなるので嬉しいですということで、もうそう言っていただけたら本当ありがたいです、もうね今回もから こんなことになってどうしようみたいなお問い合わせいただいたりとかして、うんうん、いやもうそれ預かるよみたいになって、そうですね、うん、やっぱりこう何言うかな、その最後の分でどうしても欲しいと、うん、アニバーサリーの、うん、でどうしても欲しいから2口応募して2つとも当たってもうたと、うん、でこれ1つちょっととかいうのが、うん、まあそういうことにはなりますもんね、どうしても欲しい気持ちは分かるよ、うん、であのだけどその何を、うん、そのお客さんが来て、うん、ワルサネコさんはよく1個しか応募せんと、うん、そんな気が気で折れるなと、ああ、よっしゃあないかなと、もう腹くくっとるだけやってやつですよね、うん、もうあかんかったらなんか後でうちダメやったけどねって言ったらしまいっていうところがあって、まあね、もうこれまでのところなんかこう、うん、よく、うん、だからあとなんかこうあの先になんかお客さんがうちダブっとるんやけどなんか当たってますかって感じ声かけてくれる時もあるし、それもあるね、うん、もうそういうので助けられてるところはあります、うんうん、桐原さん5名の皆さんおめでとうございます、よかったですね、ワルサネコさんお疲れ様でしたということで、もうありがとうございます、もう結構だからこれあの、うん、残酷なとこでもあんのよ、うん、結局外れて、うん、で5名の方は変えたけど、うん、じゃあ41件、うん、まあ、仮にこのダブっとる番号があるから、うん、まあ半分にして20件、うん、そのまた半分にして10件、うん、で10名のうちの5人が変えたとするやん、はい、じゃあ残り5人はまた変えんかったんよ、そうだからこれがまた、うん、あのやっぱりブライスって買えないんや、うん、あーって書いて思われるもちょっと嫌いやから、うん、なんかね、うん、これやっててええことなんか悪いことなんかがよくわからん時もあんのよ、そうやね、でまた何よ時々わけのわからん電話もかかってくるのこのことに関して、うん、まあまあそこら辺はね、そこら辺はまあ面白おかしく、うんうん、後で話せるからかまへんけど、俺は、うん、面白おかしくちぎっては投げですよ、ちぎってない、ちぎってはないするよ、うん、まあかまへんけど、うん、とっぱいねなんかね、うん、釈然とせん時もあんのよ、うん、まあね、うん、ワイオンさん今から参加させていただきます譲渡会ですね、素敵ということでありがとうございます、いえいえありがとうございます、ね、なおさんお迎えできた方おめでとう、お迎えできなかった方まだチャンスあるかもって、うん、あるある、今回は多分ありますんで、うん、もう本当望み捨てないでほしいですね、 NF さん今回残念だった方も素敵なご縁がありますよね、念を送りますっていう、もう本当にね、うん、
からもう、うちも今日からなんかずっとインスタのレス返したりしよう中で、海外の方がなんかその、アニバーサリーで書いて、なんかコングラチュレーションズって書いとったから、うん、これ20周年おめでとうかなと思って書いて、なんか20周年おめでとうやねみたいなの返したら、そうそうそう、いや、私外れてるんですよって言われて書いて、なんかうわ、申し訳ない返しをしてしまったって思ってて。だけどまあ当たってよかったね、うん、でその人は、私は実は外れてましたっていうのを書かずに、こっちをお祝いしてくれてたから、あなんか申し訳ないなって、申し訳ない返しをしてしまったっていう、うん、なんかそういうのもあったので、やっぱり今回結構、倍率としてもきつかったんやなっていうのを改めて思いました ね、うん、フィーさん、ラジオライブ初参加で譲渡会始まって申し込みたいけど勝手が分からず、なんかドキドキして迷ってる間に終わってしまったということで、いやいや、まあね、こういうのがなんか突発的に起きるんですよね。たまにね、突発的にやってますね、だからなんかこう、なんか届いたからなんかちょっと急いで譲渡会のなんか準備しとくわみたいな時がありますね。正直こっちもね、あの5つあるやん、はい、先に現金払ってるわけないよ、はい、だからあこれとんでもない金額だと思いながらそうよね、あのゆうちょダイレクトが空っぽになったっていうのが空っぽになったあれと思いながらやっべーって思いながらもね、まあなんとかなるんですけど、ね、あれ振り込み手数料も結局こっちが一応持ってるんで、うん、でも中には送ってきてくれた時に、なんかね今回もね、あのむちゃくちゃおやつ食べてくださってた方、おやつで早速息子がなんかポテトチップスの、 あの、九州醤油が入っとったよ、あれもうあっという間に食べてもうホクホクして持ってました、ホクホクしながら食べて、コペはあれな、あのナッツの分がそうめっちゃ食べて、これうまいわ、小分けになってて食べやすいって書いて煮込み食べちゃうとかになってて、からもうね、ありがとうございます、本当にありがとうございます。フレフルさん、また5人の優しい方がご用立てしてくださったんですね、感謝感謝ですって、もうだからあのこういう時になんかその絶対なんか好きな人に渡ってほしいっていうなんか気持ちが、気持ちね、それでも回してくださったっていうのは本当ありがたくて、だからあとはもう私たちがなんかその間違いない方になんかこう渡してくれるだろうと思われているところもあるから、いやだからそこは頑張らないとなっていうのもあるし、頑張るけど、そのまあその何、チャンスは平等にあるべきやと思ってるんよ、だからそのひょっとね、別に今回買った人とかそういうんじゃないけど、やっぱり過去に買った人で、ひょっとしたら転売しとる人いないんですかっていうのを言われたことあんのよ、もうそれは分からんよ、そこまでは追跡できてないですからね。だけどそのプレゼント企画もたまにやってるやん、あれやって買った人売ったりしないんでしょうかねとか言われることたまにあんのよ、もうそれはもう分からんよ、今んところそこは大丈夫なんですけど、いやもう調べないようにしてる、もう分からないっていうしかないもん、だからやっぱりあのハガキとか見よったら、なんかこう明らかになんかこう自分は欲しくないけど感が出とる人がおる、おるよ、実際おるんですよ、たまになんかとんでもないのあるよ、ハガキ見よったら、だからなんかブライスに全然興味がない感じのアンケート書いてる人って実際おるんですよ、いますよ、でもまあそれでもなんかこう抽選の中には入ってるわけで、だけどまあ、運が良かったら当たるわなそれが、だからうちらはなんかもう本当に好きな人に当たれっていうなんか念を送ってるけど、それ以上はないっていうところ、正直あのガチャポンの分の中に玉振って入れるときあって、変なやつ当たんないよと思いながらやってるよ毎回毎回、まあね、本当に好きな人のとこ行けっては思ってるんですけどね、もうこればっかりは分からんのですよね、あスーさんお帰りなさいませ、ね、ありがとうございます。かなちさこさん、催事は関東ばっかりなんで行けないから、ジュニムオンラインまた出るのを待ちますって、もうそれが、それはほんまなあることを願いますね、本当に。だからまあオンラインがあるだけマシやなと思ってやるようにしてるよ、この半年間、そうですね、マジで、だって買う方法ないもん、お店で、だって買う方法はザンニャだけやん、地方で、そう、ザンニャはまだトップショップが近くにあったらね、なんとかなることもあって、もうほんとお店によってはまだなんかカートンで残ってたりしますから、そう、そういうのはあるんですけど、なかなかにね、ジーナさんのお迎えできた方おめでとうございますまで来たんかな、もうね、そう言っていただけたら、ほんとまさかずさんじゃさん、いつも見てますけど5つでも足らない感じだねって、もうほんとこれです ねほん、ま、フランジェさんも5つ瞬殺は驚きですねっていう、だからもうここを見てる方だけでもなんか5人じゃ済まなかったっていうのが、中にはやっぱりこう、かけてええんかなと思う方もおると思う、そうそう、やっぱりこう何を、あのこのインターネットの時代なんで電話やねんと思うもあるかもしれんけど、 それ俺がテレフォンショッピング好きなんやっていう、あとなんかもう繋がった順っていうなんか明確な順番が出るので、そうやね、だからなんかそのそれこそ今からメールでっていうてからにこっち側に届いた順番と、みんなのなんかこう送った時間がやっぱ噛み合わない時とかもあるから、まあね、コメントにしてもチャットにしても、それはもうちょっとちゃうだろうっていうところがあるけん、それやったらもうなんか繋がった順っていうのはなんかこう、まあ昔ながらでね、ですね、で一人目はなんかそれ一番早い人になるんやけど、まあ、そこからあとはなんか電話切った後やからほんまタイミング勝負じゃないですか、ね、で
このマイクの前でやってるわけじゃないから、うん、そのタイミングが見えないから、分からん、もう本当に運になってくるので、うん、もうそれでやらせていただくかなっていうところですね。まあ、だからそなんかね、抽選サイトみたいなのを持ってやったらええんちゃうんがあるけど、うん、やっぱり見えないやん、うん、抽選サイトって、うん、だからそれはじゃあ公平にやっとんかどうかっていう聞かれた時に、うん、もう分からないっていうしかないんよ、うん、あとなんかその抽選ってかそういうことチャットで書いてくださいとかして、うん、取りこぼしがあった時がもう本当に申し訳立たないので、そうそうそう、うん、電話やったらねメモ取りながら確認っていうのもあってですね、もうそれになりますんで、うん、もうちょっと当面はこれでやらせていただくという感じになります ね、ピコリさん繋がらなかったけどまたいつかご縁があるといいなっていうことで、もう本当にありがとうございま す、もう多分まだ何かチャンスがありますんで ね、かなさんもお迎えおめでとうございます、でも見守ってくださりありがとうございます、なおさんしばらく時間かかるかなって思ったけど甘かったねっていうの、早かった、いやびっくりしましたね私たちも、うん、有松田さん感謝感謝ですということで、もうね無事なんかこうつながってよかったです、うん、スーさんおばちゃんのゲーム実況を期待してしまいましただから夏休み企画でやったらええんかね、うん、あおばゲーですね、おばゲーななおさんもなんかスーさんで笑ってくれてますけど、うん、みーさん悪さ猫さんが譲渡会してくださる分はなんというか天使のお裾分けと考えてありがたいばかりですということで、もういや天使ちゃうでおっさんとおばはんやで、うん、だからなんか持ち込んでくれる人の気持ちがあるとありがたいんですよ、それはな、うん、だけどその持ち込んでくれる人は困っとると逆に当たって、うんうん、そうやね、うん、だからまあウィンウィンではあるんですけど困っとる、うん、じゃあ俺が買い取るから、うん、それを買った値段で他に回すだけやから、うん、だけどもう段ボール持ってきたり、うん、プチプチなんかロールでこうてきてシューッと切ったりとか、うん、あともうセロテープとか、うん、もうそれはもうかまんからっていう、うんうん、もうそれだけですよね、うん、もうこれでかいなこうあの本当になんかこう好きな人からなんか欲しい人へっていうなんかこう流れができてくれたら、だからあれなんよ、うん、あのなんていうんかな、うん、そのブランドとかあるやん、うん、あとその人が過去にやってきた功績とか、うん、あれ見ててもパッとせんやん、うん、じゃあ今お前は何をやってんのかっていうのが分かる方法って、うん、あとやっぱりこう何をいっぱい持ってるやんブライス、うん、でいっぱいブライスのこと知ってるやん、はい、ブライスの YouTube もやって、うん、Twitter もやってこう交流があるやん、うん、でイベントとか出れるやん、うん、でディーラー側としても出れるやん、うん、でまあ話もいっぱい知っとるしいろんなこう何よ作家さんとも知ってるし、うん、でも言ったらまあ何よいろんなその穴井さんとかと話ができたりとかいろいろあるやん、うん、雑誌の人とか話したりとか、うん、宝トミーさんと話したりグッスマの人と話したりとか、うん、あとそのもう本当まあもっと何企画とかドレス作ってる人とか細かいすごい話できんのよ、うん、はい、でその知識をこうまあお裾分けしたりとかもあるけど、うん、やっぱりそんだけブライスに関わっとるわけじゃないけど、うん、まあそれだけブライスのことをよくいろいろやってるよ、うん、けど、うん、やっぱりそれでいや皆さんこれから絶対手に入るチャンスあるから頑張りましょうねって言ったって、うん、それにお前関わってねえだろって言われるんよ、まあ確かに、だって関わってないやん、うん、口だけやん、うん、もうそこをコントロールできるわけじゃない、そこコントロールできないから、うん、せめてこううちんとこに来た分をなるべくこう、うん、本当に変えるチャンスを与える方にいやなりたいんよ、うんうん、でもやっぱり5つやな、ああでもこれが逆に20あったら多分余るよ、そう絶対余る、なんかそこはなんかごめんなさいそこはごめんなさいって言わない関係だけどなんかな、うん、こう行動で知ってもらう方法は今のところこれしか思いつかんっていうのが、うん、うん、ですね、ナナさんジュニームーンさんのホームページに西武池袋の期間限定ショップに50体出るという表示を見て、これだけ欲しい人がいるのを見ると再抽選に回してほしいですよねって、だから外れた人、うん、まあ、でもなこれも分からんのよまた、だから前みたいに外れた人の中にも転売屋がおる、転売おるよ、うん、そうなんよな、うん、けどあの外れた人の中にはなんか実際欲しくて外れてる人もいっぱいおるから、うん、そこにまず声をかけるのは正解は正解なんですよね、まあね、うん、欲しかった人が抽選参加しとるのがまあ普通っちゃ普通なんよ、うんうん、だけどまあそんな中で多分あのやっぱりキャンセルもあったと思うし、うん、そのキャンセル分だけでもなんかこうもう一回なんかそこ あのカートというかその再抽選枠に入れてあげてほしいなっていう、うん、そうやな思いますね、神田千佐子さん、奈々さん本当それですね、行けない人いるのにねっていう、もう本当、うん、そう地域限定でチャンスがあるっていうのはね、ありがたいね、うん、だからありがたいけどなんかこう地方の人はなんかあーって指くわえて見るだけになってしまうっていうところがあって、うん、だけど昔みたいにそのブライスの人気がそんなになかった頃、うん、アニバであろうが売れ残ったらトップショップとか末端の店に回ってきよったんよ、うんうん、確かに、でいらんって言うたら店が仕入れんかったらよかったんよ、うんうん、
それがな、せっかく各、まあそのまあ、全国にいろんな店あるやん、うん、そこに回せるようにしてくれたらええのな。まあね、なおさん何もなくいきなりショップじゃなくなったってことっていうのはもうこれはね、あのブライスショップがなんか今不在状態やと思ってくれたらいいと思います。トップショップは公式にあるんやろ、うん、なんかあの結局あのブライスの公式ページにトップショップリストは残ってるから、うん、トップショップは多分存在するんですよ。存在しとることになる、うん、ただなんかあの本来の期間ではないので、うん、どの道にないが正解ではあるんですね、うんうん、でまあ、この今なんかブライショップで分かる、次なんか今もう宝富が終了して、はい、グスマさんが始まるときにどんな風になんかこうブライショップの制定があるのか、それともブライショップ制度がなんかなくなるのかまだ分からない状態なので、まあ分からんわ ね決まってないかもしれんし、うん、だからなんかこう今なんかこうブライショップこれまでやってたお店は全部中ブラリン状態やと思っていただけたら。そうやね、うん、まあ、トップショップさんは今でも名前残っとるから、うん、多分いけるんちゃうかな、うん、だからなんかこう今なんかブライスショップたちはなんかこうあのブライスショップだった店たちになってます。公式としてはどうなんやろね、ブライスショップなんかこれは、うん、まあ、ちょっとなんかもね、分からんよな、いろいろ思うところにはなってくるんですけど、もみじさん、譲渡会とは思いつつゲーム実況かと少し期待してましたっておばゲームやりたいんですけどね。そういうのも、うん、だけどその、うん、まあ、なんかのタイトルのゲームをクリアするまで眠れません、うん、でも構わんよ。あ、夏休み企画っぽいですね。そう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 、うん、あ、神田ちさ子さん関東に住んでたら絶対行くんですがって、もうそれは分かりますね。近かったらね。そうやね、だけどここに来てから緊急事態宣言とかも出てるからどんな風になるんやろうって思うとこはありますね。カオさん、アニバさん5体分っていうのがもうこのお金のなんか捻出一端っていうのがね、まあなペコリさん、電話繋がらなかったけどがっかりはしてないですよ、ブライス好きな方の元に渡っているというだけで自分のことのように嬉しいです。もうそう言っていただけたら本当ありがたいですね、うん、姫野玲奈さん、緊急事態宣言延長により原宿池袋弾丸ツアーになかなか行けません。あ、やっぱりそういうのもありますよね。アンサーに登場するカフェがリアルカフェになって池袋オープンしたのに悔しいですっていう、まあ、このタイミングでかいなくオープンしたっていうのはなかなかにきついですね。ナナさん、期間限定ショップ関東済みなので関東で開催されるのはありがたいですが、朝早くでチビ3人いるうちは参加しづらいので憂鬱ですっていう。うん、確かにみんなそれぞれ事情がありますからね。今でも見てるけどこれ、うん、ブライスの公式ページ見てるんよ、うん、はいはい、だオンラインショップがあってトップショップとか押すやん、はいはい、ここに来るわ。おー、あれ、トップショップ、トップショップリストってもうないの？一旦消えてる。マジか。そっか、ブライスショップ制度だからブライスショップの中からトップショップを選び選定するから、うん、トップショップも今ない状態なんだ。じゃあ今ブライスショップっていうのはジュニームーンの代官山春宿、うん、堀江、うん、あとオンラインのみのみか、うん、だから今一旦なんかブライスショップというものは存在しない状態になってるっていうことや。そうやね、トップショップっていうとこ押しても、うん、もうそれがなくなってるから、トップショップのページがないもんな、一旦消えてるんよ。だから次どういうシステムにするか今決まってないから真っさらなんだ。じゃあ俺ブライショップちゃうわ、うん、今違うわ。そうか、うん、だから多分なんか7月頭もしぐらいからなんかブライショップじゃなくなってる。え、じゃあみじやめだけどもう全部言うてええのって、それは分からんからな。いや、そこは違いますからね、まだ分からんですからね。これなんだ、パッドで見とるけんトップショップでいけないの？いや、そうじゃないはずです。デスクトップで見ても、うん、同じはずです。えらきおこさん、外れた方まだチャンスありますよ。去年の東京さんも蔵出しがしばらく店番してました。そう、カートにしばらくありましたよ ね裏場の最初でも東京さんありましたっていう、うんうん、そういうのが出てきますからね。まあね、うん、いろんなパターンがあるから、まあ、こっからなんかどっかね、うん、あの見えるとこで買えるかもしれんし、うんうん、神田ちさ子さん、私は乗り物酔いでマイカーのみなんです、うん、関西の田舎でトップショップも近くにないのでって、うん、私も車結構弱いタイプやから分かりますね、うん、あのもう酔い止めの薬が欠かせないっていう。そうやね、あの関東に行くとき、うん、寝台列車か、うん、サンライズセットに乗るんですけどまずなんかこう駅で内服液タイプのなんかめっちゃ効く酔い止めがあるんですよ、うん、センパー内服液っていうのが、 そうそれを二人で食って飲んでからスタートっていうところがね。でも中行って、うん、大体11時ぐらいまで起きとるんよ。そうそう、でそっからもう寝て、うん、朝起きたらあれもう東京着いてもうた、あ、はい降りないかんとか言いながら、そう、なんかふがふがしながら降りるっていうね、うん、でかいなんかもうその寝台でかいなんかもさーっとした感じでかいなんか降りて、そうそうそう、ほんだらなんか周りがなんかスーツの人がザーッと歩いてて、そう、ほんで何よ、あの東京駅行ってなんか
あそこ行くんよ、あのトミカショップとプラレルショップに行ってあで NHK とあのジャンプのショップに行くんよ今やったらジャンプストア行くな。ジャンプストア行ってね、うんうん、前行った時にはまだ E テレショップに入り浸りましたけどね。 E テレとトミカとプラレールと、うん、そっか NHK ショップの E テレコーナーはね、うん、指人形があるからね E テレショップはお風呂スキーお風呂スキーの指人形を買いに行ったね。買って帰った。今もちゃんと持ってる、うん。桐原さん、譲渡会はワルソネコさんの心意気ですよね。思うところはあると思いますが、二人の無頼さえがまっすぐ伝わりますよと言っていただけたら、ほんまありがたいです。ふにふにさん、すごいですって、もうそう言っていただけたらね。フィーさん、ジュニームのホームページではまだお知らせが出ていませんが、地元の伊勢丹にイベントで来るので、アニバさんも用意されることを信じて当たることを願っています。多分行きますね。うん、こっからの催事は多分割り当てがありますので。まあ、多分ね、目玉になるというかね、うん、やっぱり一番新しいの持ってきてっていうのは。うんうん、ですね。あ、正和さんじゃさ、抽選サイト作る日を考えたら電話が一番硬いでしょって、もう、もうこれが一番手っ取り早くなんか順番がつくというか、そうそうそう、もうそれでね、記録も残るしね。うん、うん、ですね。カオさん、それだけアニバさんが魅力的なんですね。うんうんということでありがとうございます。もうね、これね、こうやってやっぱりアニバーサリー楽しみにしてた方これだけおるんやなっていうのも分かったし、うんうん、いや、やっぱりそのブライスって、うん、あのなんていうんかな、うん、宝石に例えるわけじゃないんやけど。うん、宝石とか絵の具とかコピックとかあるやん、はいはい、あれ見てて思うけど、うん、使わんけど欲しい色、使わないけど欲しい石ってあるやん。あるね、うん、うん。特に天然石とかそうやん。あれはやばいね。そうやろ、うん、だからそのなんていうんかな、うん、使わないけど欲しい石があるとか、うん、そのアクセサリーとか作ってたらね、ありますね。でブライス好きで、うん、その色黒とかどうでもよかったけど、うん、今回のこのアニバとかこの色が欲しいと、うん、結構近いもんが俺はあると思ってんのよ、うん、天然石の欲しいは分かる。私なんかあのよくあの関西の買い出しは一挙ったんですよ、あのビーズアクセサリーやってた頃、はいはいはい、だからなんかあのまずあの三宮でジェニュインっていうなんか天然石屋があるんですか、うん、あのど、バロッのパールを吊るしで売っとったとこ、そうそう、あの全部なんか手ぐすなり紐なりに吊るして買っとんですよ。 あそこで買うもうなんか4ミリ玉いろんなの買いよったんですよ、うん、でそこからなんかまあよくよく考えたらあの頃ってうさんくさい店いっぱいあったもんな。まあねまあね、あれが一体どこで取ってきたんやこの天然石みたいなでなんかもうそれこそあれですよ、もう普段なんか高いやつがなんか安になっとったらもう大盛り上がりですよ、うん、なんかあの時4人チームで動いてたんで、だよな、もうなんかでなんか4人で買い、なんか最初になんか出資してから作ってるなんかお財布があってから、うん、それで買い、なんか今回の予算はこれですよって言うて、でこれはなんか使う気になんかその予算で頼むわとか言いながら買って、いや中華街って小籠包手ベッタベトになりながら、もう老少期は絶対並びますよ、うん、手ベッタベトになりながら食べる、うん、もうそれをしてなんか次に大阪に移動して、あのパーツクラブとキワ製作所に行きよったんですよ。はい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 、うん、そうやな、うん、まあね、それがもうそれこそなんか16、17年前、16か、うん、はいはい、だからなんかもうあの私がここに来てもう15年が近いですから、そっか、はい、そうやな、ワルソネコも大方ね、もうあの8月、もう今日もう日付変わってから8月入りましたんで、うん、うん、あのもう今月の結婚記念日でから15年ですから、そっか、はい、はあ、そしたらそのタイミングで買いなんかワルソネコの14周年が来ますんで、まあ、14か中途半端やね、うん、うん、ほら中途半端や、今なんかすんってなったな、うん、もう14年はすっごい中途半端やね、うん、すいません、いやいや、我慢大丈夫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 やね。さくらさくらさん、今から参加します、いらっしゃいませ、ありがとうございます。もみじさん、これから販売がオンライン終了になるからやっぱり二次抽選は必要ですね。もう本当それは思います、うん、僕はこれだけ外れた方がおるんやったら本当に欲しい人にもう一回チャンス、そうやね、うん、ね、ミルモコケイさん諦めていましたが繋がりました、4番目です、涙もので、あ、ミルモコケイさんやったんですね、なんかあの本名の方で伺ったからなんか気がつきませんでした、 ありがとうございます、ちょっとメモしとこう、そうですね、ちょっとまあまあ覚えとるけん大丈夫やろ、オッケーオッケー、はい、メイさん、今後譲渡会の電話がつながった方はライブに電話出演していただくとかブライさえ語っていただく方法でいや、まあ、そういう手もあるんですけどね、うん、でもなんかそれはちょっと恥ずかしいって方もおられると思うから、うん、有松さん、さて明日も仕事なのでお休みなさい、ブライスのためなら永遠やコーラということで、うん、ですね、もう頑張っていきましょうね、うん、
神田千佐子さん、有本さん、お疲れ様です。お仕事頑張ってくださいね。お疲れ様です。お疲れ様です。ジーナさん、急に手に入るチャンスがドキドキしてあわわってなってしまいます。先日のオンラインのホープも買っていいのか一瞬迷ってしまいました。そう、あのカートにポッとあるの見たら、これ買っていいのってなりますよね。気持ちはすごい分かりますね。うちもなんか急にやるからなんかそこで買いなんか度胸試しみたいになってしまうのもちょっと申し訳ないところはあるんですけど、チキンレースやもんな誰が行くんだっていう。そう、もうあの何をあの一番初めに飛び込むペンギンやろ、もう、うん、そう、僕うちでか一番最初にこのなんかあのニャパネットをやった時に、あれなんでやったんかな、あれ昼間に多分コロナ禍の中、うん、どうせお店に誰も来んけんもう売ったるわあえて、そう思うからなんかブライス並べて、ほんでかいなんかあの急になんかこう電話番号を出して、そうそうそう、誰がなんか最初の一人目かけるんやみたいな、なんかみんなの腹の探り合いみたいなんなって、初めなんかみんな硬直しとったもんな、何これって言うて、これほんまにかけてんの空気になってから、おい電話がかかじゃるぞになって、そう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 、ほんまにかけてんや繋がるんやになって、言ってあれ第一回のニャパネットはなんだこれやったもんなみんなのえ本当にいいのかがすごい面白かったっていう、最近みんな慣れてきてからなんか電話番号来たぞになってくれてますけど、空気感でな、ね、そろそろ来んじゃねえのっていうんが、ね、あ、有本さん、神田千佐子さん、ありがとうございます、おやすみなさいになってますね、あ、おやすみなさい、神田千佐子さんもおやすみなさい返してくださってます、いやもう本当お疲れ様でした。ペ、うん、ニボディさんがってなってますNF さん、欲しい人から欲しい人への善意の橋渡ししてくれ、悪そべこさん、いつもありがとうございます、見守り隊務めるのも楽しいです、ありがとうございます、見守っていただいて本当感謝です。なんかカオさん、なんかミルモコケイさん、つながっておめでとうございますってますね、うん、あ、ナナさん、サンライズセット乗りたいっていうね、またサンライズ乗ってから東京行きたい、あ、意外にね、うん、あの朝の7時に作ってええんよ、うんうん、あとはあれか、東京発が夜10時や、うん、いやね、だからなんかこうちょっとうろうろしてからご飯食べての時間をもらえるっていうのがありがたいですよね、うん、ナオさんお風呂スキー欲しいになってる、ナオさんも同じくお風呂スキー欲しいですなってるお風呂スキーこの前50歳になられてた、めちゃめちゃ若いですよ、ね、いや乗せたわまあな、いやいやもうね全然変わらんのね、お風呂スキーは、はい、あの結構妖怪の設定ぐらいの感じなんよ、あいつ年取らんのよそう、だからあのね、私ね、昔あの昔言ってもなんか数年前ですけど、うん、子供小児科に連れてとって風邪ひいた時に、はいはいはい、ほんだらあのテレビでかいなんか言ってかかってちょうど見つけたやったんですよ、おほんだらなんか 3,4 年生ぐらいのなんか男の子連れてるお母さんが、うん、わあ今腰やっとるで昔見よったなーってか、あらスイちゃんが変わっとるわ、可愛いや今度の子とか言っててほんでお風呂スキーが出た瞬間、え全然変わってないってか、耳取るのみたいないや変わらんもんねえなんで変わってないんとか言って言うてて、最近だけど1年2年ぐらい前かな、うん、あの助手ができたんな、あ脱衣所やね、脱衣所っていう女の人が、うんうん、脱衣所カモンで出てきます ね、うん、ねその辺もちょっと面白かったりしますけどね、そうそう、いやいや、あ、もみじさんお風呂好き大好きでしたなってますね、うん、あ、姫野玲奈さん、カフェがオープンしたのは6月なんですが予約して行きたくても行けません、完全予約制なので予約取れても行けないのでっていう、うん、そっか、なかなかに大変ですねあ、神田千佐子さん、三宮天然石の店知ってるんだってますね、 あそこねちょっとワクワクするんですよね、そうさ、見てるだけで宝石は幸せな気分になれますって、うん、確かに、あ、フェニーワイズさん、三宝石めっちゃ買ってた、三宝石はあのね、あの安くてキラキラしてて可愛いんですよね、三宝石ね、あれはまたね、うっかりなんかこうあのすごいなんかいっぱい買い込んでも安いんですよ、わかる、そうさ、もみさん、は確か俳句の日ですよね、そうなんです、すごいわかりやすくて、そう、そう、なんか俳句の日っていうのをね、後でかいなんかあの言ってくれた方がおられて、全然俳句読まんのんな、うん、あ、それ覚えやすいなってなって、うん、それ教えてくれた方がその日が誕生日やったりとかしてね、そうそう、そういうご縁もあったりしますね、うん、カオさん、たとえ5人でも2人の転売屋から買わずに済んだのですが、立派なブライス好き人助けですっていうことで、あ、いやいや、もう本当ありがとうございます、うん、もうね、だからなんかこうオークションとかで高いの買うとる人みたいな、なんか、うん、あかん、早言うてあげなっていう気持ちになるんですよだけどなんか、うわ4万円で買っとる、こっからまた送料とか、うん、わけのわからん梱包料取られたりとか、うん、あかんってなるんですよね、そう、もうそれがあるからなんかほんま申し訳なくて、うん、だからなんかこうでもなんか物が届かんうちにやってしもて、うん、ひょっとなんか荷物が事故で買いに壊れとったりしたら、それはね、それもあるから届くまでは動けんしっていうのがあって、だから今回も
結構な速さでみん な, なんか送ってくださって、うん、なんか全部5個がなんか全部今日ジャンって揃ったから、そう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 、もう これ今日もうすぐ行かないかん思って、うん、オッケー、なんかもう明日にするか、なんか1日空けてからちょっと休憩とも思ったんやけど、まあ、でも明日がね、うん、あの日曜日だったらひょっとしたらね、うん、ゆっくり見れるかもしれんし、そうか、なんかやっぱり土曜日にやった方がゆっくり見れる人多いんかなっていうのもあって今日させていただきました。うん、ですね、あ、福永さん、キワ製作所ビーズ見に行きたいなって、もうね、私たちも行きたいんですよ。今ね、あのパーツクラブが通販が止まっとんですよ。お、なんか偽サイトができたよ。偽サイトができたからそこ解決するまでなんかちょっと閉めますって言われて、そ う, そ う, そ う, うちの服ね、あのパーツクラブでないと買えないね、あのビーズが結構重要パーツなんですよ、うん、だからもう最悪なんかあのどこやったら鋼材のイオンかあのまで行かないかになるんですけど、うんうん、みんなわからんよ鋼材のイオン、うん、あの香川県内にあのパーツクラブ一応一つあるんですよ、あの、うん、大型商業施設の中に、うん、テナントで入っとんな一つ、 それが一応県内にはあるからそこまで行かないかになるんですけど、 それがたまたま車で40分ぐらいのとこのイオンにあるんな、うん、そう、ただねやっぱりねそういうところやから人がいっぱい出とるし、ちょっとね、うん、今ちょっとまた感染者も増えてるから気をつけたいなっていうところで、まだ私たちね、まだ1回目の予防接種進んでないので、明日朝起きたらあのパソコンの前でこう頑張らないか、予防接種のなんかあの番号の分こう入力しながら、うん、そう頑張らないかんのでね、あ、桜月のさん結婚記念日おめでとうございますなで、まあ、ありがとうございます、あ、かなさんもありがとうございます、ナナさんもなんかありがとうございますあ、15年一緒にいられるのは尊敬ですって言って、いやいや、そうなん、なんかもうこの調子で15年来ましたからね、変わらんね、そうやね、強いて言うたらなんか最初の1年は敬語でしたよね、ずっと、待って今でもまあ敬語は敬語やね、うん、なんかこう2人なんでかいなんか敬語で話すのってかよう笑われよった時期はあったけど、た、うん、だいぶ私は砕けてきたかなとは思うんですけど、そう、うちも平和国士ね、全然、いやもうそれは普通ですよ、結婚する前からおならは声出たよ、うん、いやまあそれは全然普通に、神田千佐子さんも結婚記念日おめでとうございます、ね、ありがとうございます、奈緒さんもキャー15年おめでとうございます、スーってか疑問形になったらうちと似たような頃だったのねっていう、うん、あ、そっか、同じぐらいやったんですね、うん、カオさん結婚記念日おめでとうございます、ありがとうございます、なんかもうまあね、もう今月まあなりますんで、うん、もうあっという間ですね、早いね、ブライスやっとったからなおさらやわ、そうやね、だからもうその結婚してからなんかあまり経たないうちにブライス始めたので、うん、だからもうブライス始めて15年弱ということにもなるっていうところにはなるんですけど、ね、長い ね, ね、あ、カオさんもありがとうございます、結婚記念日おめでとうございます、あとナオさんがえ、お風呂好き50歳可愛いのにっていうのが、うん、そう、なんか私もなんかツイッターの分で買えな、記事で買えなんか50歳っていうのが流れてきて、嘘音ってなってて、いや相当やで、ね、もうだん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 動けなくなってきてるんよ、いやいや、それでもなんかこう変わらんですよ、いや動きはええよ、うん、でもやっぱり何を、あの急になんか古い VTR が出るときあるやん、うん、なんか若いんよ、あー、まあね、いやね、あそこ出てくる人たちに三宅マンにしたって、あー、三宅マンもな、変わらんのですよ、いやもうほんまびっくりしますよ、うん、あ、キャンディキャンディさん、悪そう猫さんたちみたいな、羨ましいです、見ててほっこりしますって、そうそう、めちゃめちゃわちゃわちゃしてますけどね、いやいや本当ありがとうございます、あ、ペニワージさんも15周年おめでとうございます、ありがとうございます、いい、安永里奈さんも、あ、記念日 おめでとうございます、ありがとうございます、お二人の醸し出す雰囲気が大好きです、いつまでも仲良しでいてくださいねということで、いやもう本当ありがとうございます、もう この調子でかやっていきますので、うん、多分変わらないです、変わらんね、奈々さん、脱衣所、脱衣所はお人形あるのかなっていう、脱衣所あんのかね、 あったらちょっとお風呂スキーと並べたいですよね、ちょっとセット欲しいですよね、あ、姫野玲奈さんも結婚記念日おめでとうございます、ありがとうございます、ティーナさん、ペンギン本当そうです、気になってサイトを閉じたり開いたりチラチラ見てみましたうわ変えたよとなりましたというかね、そうそう、そうなるんよ、ほんま、なりますよね、そうそう、だからあのここにカートがありますとかとちょっとやっぱりなんか違いますよね、特にうちのところは電話番号で電話かけろよやからな、うん、なかなかになんかハードルが高くて申し訳ないところはあるんですけど、ふにゃくけいさん、子供の頃サンライズ出雲によく乗ってました、はいはいはい、鳥取着くの6時で早すぎって思ったっていう、うん、確かに、そうやな、やっぱりこう寝台ってもうサンライズ瀬戸だけか、サンライズ瀬戸出雲は残ってますね、だけやな、もう岡山で連結するんですよね、そうそうそう、あれ朝早いのみんな降りて見に行くんな、あ、連結見に行きますね、あのまだね、あの連結の時はまだ乗ってそんなに立たんから、うん、あ、まだ起きとけばね、うん、だからなんか覗きに行くの分かるんやけど、あの切り離しの時の朝ですよね、無理無理無理、なんかこうガッチャン音でかい、なんかふわってなるぐらいのもんで、あれ
真っ暗やで、うん、駅あまあね時期によってはね時期によってはな、うん、ほんまこの時期はまだ明るく見れると思いますけどね、うん、キャンディキャンディさん悪そう猫さんに教えてほしいんですが、はい、韓国のインスタグラマーさんとかでブライスの前髪をピチッと綺麗に固めているのを見かけるのですが、うん、あれってどうやるのでしょうか。何かで固めてるんですかね。固めるとしてるとして髪や肌に影響ないんですかということで。ああ、まず画像で加工してるパターンもありますけど、うん、固めるのは、うん、あのあれあれコスプレ用のジェルというか、あそういうやつか、そういうやつで固めます、うん、もしくは味噌を多めにつけて買いなんかその時だけ持ちこたえるっていう手もなくはないんですけど、あるし、うん、あとはあの木工ボンドを水で薄めて塗るっていうやり方もあります、うん、もう動かさんつもりやったらそれはありですよね、まあ、でも木工ボンドの場合は後で取れますんで簡単に水洗いだけでいけるんか、うんうん、まあ、そういうのもあるかな、うんうん、あとはねあれあれうちのとこ来てるお客さんが裏からテープで貼ってるっていうのがおったら、あ前髪髪がバタバタ動かんように、ああそっか実は両面テープで貼ってる人おりましたね。両面テープで貼ってる人おったもん、うん、もうなんか結構前の話ですけどね。一応まあでもそのワックス的なものでやれば可能で す,、うんうん、そうですジェル系の分とか、うんうん、で後で絶対すぐのけたいんであれば、うん、まあ木工ボンドを薄めて水で薄めて塗れば全然、うん、だから影響ないかと言われたらゼロではないんやけど、まあ、ゼロではないけど木工ボンドは絶対取れるんで、うん、だからもうそこのなんかあれですね綺麗にのける根性があるかだけですよね、うんまあ、中にねその頭皮までって言ったら難しいけど、うん、そうなんかもう一時的にやったらなんかこう水を多めに霧吹きでかけてピシーっていうのは可能です、まあねうん、それが一番なんかこう影響がないかな。いやなうちんとこがあの、うん、ブライスの初音ミクを M 字バンクか、うん、あれにやるときなんか水筆で前の方を寄せて固めてます、ねね、水筆だけでやってますね、うんうん、そういうのだったら影響少ない、うんモビーさん、私はコペさんのお洋服がタックスさんのヘルメット狙いです、はいはい、販売方法の発表が楽しみですって。これはねあのもうタックスのヘルメットは数結構出来上がっているので多分20ぐらいある、うん、でも逆に20個全部、うん、このオペレーター1人電話機1台では無理やろっていう無理やからちょっとなんか方法を考えてる、ね、何か考えようかっていうんで、うん、だからできたらなんかそのなんかカートをやって、うん、ライブの中でかこれ打ち込んだら入れますよみたいにしてやるのがベストかなと思ってる。あのテレビ番組でやる20分後、うん、CM 行く前にキーワードが出て、うん、実は全然関係ないっていう全然関係ないキーワード入れるんやぶっ込みやななあ、うん、暗号を解いたらいけるよっていうの、うん、まあそれをちょっとやっていけたらと思います。問題作ってやっていこうか、うん、問題を、うん、まあねそれもあんまりややこしいことしたらいかんですよ。サマーウォーズまではいかない暗号を出そうか。いやサマーウォーズめんどい。常に画面の中に何かしらの段数が出とってそれを解いてくださいとか。やめてやめて普通にいけるようにして、うん、姫野玲奈さん偽サイトひどいです。作った情報にアナコンダに捧げましょうってもう本当ね、うん、あれやばいよな、うん、だって会社の業務が止まるほどの偽サイトやで。そうびっくりですよね。だってそのせいでうちら買い物ができんのやから、うん藤丸さん用立ててくださった方々素敵な機会を作ってくださってワルソネコさんも改めて ありがとうございます。いいもうこれはねもう本当にご縁ですから、うん、ありがとうございます。旦那さんワクチン接種打つのを希望されるようでしたら打てますように、うん、私は副作用が怖くて予約してなかったのですがたまたま子供の幼稚園のクラスのお母さんが働いている病院でワクチン接種の予約のキャンセルが複数入ったから打ちに来ませんかというお知らせのおかげで便乗して2回打てました。おもうこういうのもやっぱり ねやっぱり無駄にするぐらいやったらっていうのはありますもんね、うん、そういうのでかにチャンスがあったんやったらもうそれ何よりですね。あ、ソウさんも15周年おめでとうございます。ありがとうございます。マメソイさん、お、鉱材のようにあるんですかね。手芸関係は見ないので寄ってみようかなということで、うん、鉱材のようの2階にありますねパツクラ、うん、あの香川県はねはい、うんうん、ですね。もうあそこがなんかこうやっぱり材料足りない時の砦になってた時期もあるので行きますね、うん、だからあのいつも私たちあの私が買うのなんかあのチェーンはキワ製作所なんですよ。そうやね、うん、もう基本で使ってるチェーンはキワ製作所なんですけど、うん、足りなくなってからなんか半べそになりながらなんかパツくらい駆け込んだことは何度かありますありますね。あかんもうイベント直前のに足りになってしもたとかでかいなんかもうべそべそ走ってたことは何回かあります。あとはもうパツくらでなかったらないパーツとかもありますしもうその辺はお世話になりまくってますね、うん。枝田京子さん、夫婦共通の趣味があるのはいいですね。うちの主人はドールには全く興味ないですって、うん、そういうお家も多いですよね。まあ、全然あるやろうね、うんうん、それこそ、まあ、うちのお店に来られる方とかでも、うん、旦那さんはなんかもう行ってこいなんかもうわしらなんか別のところでちょっと見てくるわとか言って息子と一緒に丸亀城登ってくるわとか。あ、それはもうしょっちゅうなので、うん、
そういうものかなとは思ってます。だけどなんかうちのところ入ってきて、うん、興味ないから、うん、近くの電気屋行きたいとか電気屋見に行ってくるとか言うて、あ、どうぞ電気屋あそこにあります、あ、じゃあ行ってくるとかもあるし、ありますね。まあ、近くに丸亀城があるからそこ行ってきたりとか、うん、やっぱりそのペット飼われてる方やったら、うん、丸亀城に散歩しに行ってくるっていう選択はあるからね。あ、そうよね。あそこのなんか内堀のところはなんか外周なんか全然お散歩 OK ですからね。全然お散歩 OK なんで。結構なんか丸亀城ってなんかそういう遺跡的なところでもあるのに、うん、なんかこういろんなものに寛容ですよね。丸亀城内はかなり変わってるよ。そうよね。別になんかこう、あの、それこそ、あの、広場で買いな、子供たちとかなんかこう、迷惑かからんかったらラジコン OK やし。ラジコン OK やし、ボール持ってって遊んでも OK やし。全然いける。ゴルフだけダメなんよ。あ、ゴルフは、うん、ゴルフはダメなんよ。うん、やけど、うん、リードさえつけときゃ、うん、犬の散歩も OK やし。犬の散歩 OK やし、猫の散歩もしょおるしな、たまに。おるおる。うん。俺、ポニー見たよ。マジで。すげえ。いや、丸亀城の近く住んでんのよ。あの、緑道公園とこ。あ、そうなんや。だから、美里、まあ、俺の一番上のお姉さんやけど、うん、近く住んどったよ。あの、うん、どんどん餃子の横に。うん、この時、うん、あの、一挙ったら、パカラッパカラッって音がするよ。あれと思って。ほんなら、結構デカめのポニーを散歩させちゃうんよ。すげえ。草ようけ食べるからね、言うて、うん、あの、緑道公園の草、食べさせに来てんのよ。雑草めちゃ、雑草めちゃ食うから。あ、ちょうどいいやん。で、あそこ薬全然撒いてないから。あ、そっかそっか。たまに飼っとるんですか、ね、たまに飼っとるけど、でもあの薬撒いたら困るやん、うん、だから薬撒いてない公園の草を選んで食べるらしいよ、うん、なるほど、すごいな。でも共にポニーが歩いてるよ。あの首輪つけて。今も？いや、多分まだおると思うよ。結構若かったもん。あ、そっか、うん。あとは何、ジャイアントプードル連れてあっけるおばちゃんもおるよな。ジャイアントプードルおるね。おるおるおる、うん、それはわかる。服にゃく経済、最近ワンダーフロッグの服は作ってないのでしょうか。はいはいはい。あ、今ねちょっとあの いろいろなブライス服の方に力が入ってるので、あのまた作る予定はあるんですけど。やけど、うん、今のところイベントがあったら、うん、イベントにはその岡山とか、うん、そうやね、時にはいつも持って行ってたんよ。そう、うん、だからあの多分またなんか年一なんかこれまであのキノコ祭り呼んでいただいてたから、はい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 、そのタイミングに合わせてなんか作ってから、うん、ちょっと余分になんか手元にもとかそういうのはやってたので。そうやね、いけるかもね、うん、また。だからなんかで、あのこのワンダーフログのこうキノコ祭りのなんかこう締め切り頃って、うん、ちょっとわちゃわちゃするから早めに作り始めたりする時があるんですよ。あるね。だからお題出てないけど先にブラウスだけ待機しとこうとか。あ、それはやるね。うん、そういうのをするので、その時になんかちょっと余計めにできたらなんかそれがなんか手元に、うん、あれがあったらね、うん、あのリスの服とかと、まあ、併用できる時あるから、うん、下はダメやけど、あとなんかブラウスね、ミディプライスもいけたりする時があるから、ね、そういう意味ではなんかこうなんぼ作っとっても困らんのですね、うん、ブラウスって。また機会があったらちょっとワンダーフロッグもやっていきたいんで、うん、あの足の長さと細さはねやっぱりね、そうそう、楽しいんですよね。この前再販あったらよかったよね。あー、ヒューゴよかったね、うん、私たちねヒューゴというか、あのラービック兄弟が一番好きなんで、そうそうそう、うん、ヒューゴはなんかこうもうなんかごめんなさいしたんやけど、うん、あとはなんかあの髪の長いなんかアニバーサリー姉妹、あ、買った買った、うんうん、のピンクの方手元に置いて、紫は友達にあげる予定になったんですけど、プレゼント用やね、ね、うんうん、紫好きの友達がいますんで、うん、この前持っていくの忘れたんだ。そうなんです。今度持っていくからね。今度持っていくの。いやいや、もう本当うっかりしてた。メイさん、こんなにこんなに会話ないですもん。我が家はほうれん草すらできない旦那、マシンガンのように喋る嫁私っていうのが。そういうバランスもなんか実は良かったりする場合もありますからね、うん、でもなんかこう肝心なことは言うとってほしいですよね、うんうん、あ、そうさ、キーワード一文字目はおっていうのが。いいですね。なんかこう意外ななんか文字になっていくのがおもろいですよね。おみじさん、サマーウォーズがやばい、朝日を見てもきっと謎を解けないって。もうほんとね、もうよろしくお願いします言わないからなる分ですよね。でも数学オリンピックの問題って、うん、たまに見たらどぎも抜かれるよ。あ、すごいもん、マジでこれ解けるんっていうの。そうだけど、何万ページありますと、うん、で1ページ何百ページ目が破れてますと、うん、本は何冊でしょうとか、本マジかみたいな問題出るで、うん、もうすでに分からんよな。だけど何人乗るエレベーターがあると、うん、で何人ここにはいますと、うん、じゃあ何階建てでしょうとか、はあ、想像力もいるけど、うん、それ答えがあんのよマジで。あるんや、うん、だからすごいなと思う、うん、あれって、うん、そっか、
キャンディーキャンディーさん、 なるほど、あの美しい前髪、努力の賜物だったのですね、教えてください、ありがとうございますって。もう結構いろんなやり方が、うん、そうやね。だからまあ撮影の時に一手間加える、うん、仕上げの時のレタッチというか、うん、処理でまあ加えたりとか、ね、いろんなパターンがあるんで、髪が一本も乱れてないピシッとしたの時々ありますもんね。ありますね。あれはとんでもないなと思いますね。あ、メイさん、丸亀城に旦那と子供を放牧しといて悪そ猫さん、え、メモしとこうっていうのが、もうそういう方結構おられますんで。丸亀城から出てから、うん、市役所の方に歩いてったら、うん、市役所の中にスタバがあるから、うん、そこをほんでまたコンビニも併設しとんよ。うん、そうそう。で、そのスタバと、うん、コンビニの間が、うん、カフェテラスみたいになってんのな。あ、なってるなってる。ほんで図書館になっとんや、あそこ一応。あ、なんかあの貸し出しとかじゃなくて、なんか閲覧自由のコーナーが置いてますよね。うん、そこにずっとほっとってもええしな。ペニーワイズさん、ハノンさんがよくやってるキーボード付きの通販いつも買えないです、トロクサすぎて間に合わないとか言って、あっという間やもんな。ハノンさんのは一瞬ですよ。一瞬やな。やっぱりなんかあの欲しい母数が全然違いますよ。ちゃうね。うん、なんかこううちみたいにのらりくらりとまたちょっと違いますよ。ハノンさんとかやっぱほんまやっぱり容器おるからね。うん、やっぱりなんか世界的にというかそういうところもありますし、だってハノンさんのサイト見に行くやん、うん、送料とか見るやん、うん、一時速報、あ、まあ、あの何レターパックか、うん、あれやからこれなんか思うけど、うん、ボタンピッて起こしたら海外の分とかあって、うん、はあ、海外まで視野に入れてるんか思いながら、それは思いますね。中はもうなんか海外とかよくわからん花ポジみたいな、無理無理、 EMS とかもう難しいとか思いながら、うんうん、なんかこう海外発送は何それみたいになっとるからちょっと申し訳ないとかあるんですけど、海外通販はするんやけど、うん、こっちから送るって難しいなと思いながら、うん、送り方全然知らんでごめんねっていうのはあるんですよね。知っとるけど、うん、なんかあった時やっぱフォローが難しいんよ。そう、うん、ペニーワイズさん、これ言わんだとこやった、すいません。カナさん、私近所でうさぎの散歩見ましたよ、可愛かったですって。あ、おるおる。あ、私ね、あの子供の時にあのいとこのウサギをなんかこう一回預かったことがあったんですけど、小屋のなんか隙間、小屋なんかうちのなんか実家のお父さんが作っとったんですけど、うん、あの大工やったんで、うんうん、今度はなんかここは通らんやろと思う隙間から抜けてからになんか庭をぴょんぴょん飛び跳ねて大捕り物になったことがあるんですよ。あ、結構すぐ出るからな、細く。こんな隙間出るんやってなって。だってウサギ小屋とか地面が土やったら、うん、穴掘って出るからね。そうそう、だから木でなんか下もちゃんと作っとったから、 そこは良かっただけど、この隙もあかんのやってか急いでカン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 ってかなんか板つけて、猫と同じで液体やからね、あいつら。ニュルーンっていきますからね。ニュルーンって出るからな。あーっていうてか、もう、うん、大取り物して無事ね回収できたんですけど。奈良さん、ワクチンの件、都内のとある区なのですが24時間オンラインでできるはずなのに結局予約日午前中で埋まってしまって、次は8月10日の9時からとかです。んこんなに増えているのに全く打てる気がしません。打てる人羨ましいっていう。ほー、まあね、ちょっとなんか1回目打ってるだけでもなんかこうかかった時の症状が全然違うっていうのはありますからね。なんかもう早めに打ってね、あのもうそれこそ私たちも幼稚園とか出入りが多いので、やっぱりそのうちね、うん、打っとる人ですかコントってって言われたらどうしようと思った時あんのよ。それもありますね。ナナ、うん、さん、夫が仕事が忙しくて基本終電かタクシー以外で全く会話すらないので、共通の趣味があって会話があるのが羨ましいということで、うん、逆にうちらはなんか一日中一緒におりますんで。そうやな、朝から仕事行ってもまあな、うん、仕事も同じところになんか2人派兵のことが多いので、うんうん、派兵っていう言い方な、派兵はちょっとまだ、まあ、戦地に行くわじゃない、戦地には行かないんで、うん、けどなんか別々のところでかいなんか格闘みたいになった時もありますしね、うん。あ、ナナさん、え、ナナさんが今呼んだとこか、すいません、神田千坂さん、私も買えなさそうですって、なかなかね、うん、もう、いや、ええで、はい、でこれさん、ブライス好きになってまだ数ヶ月ですけど、夫に隠してたのをつい最近カミングアウトしました。興味ないって言われるかと思ったら、俺も結構好きだと言われてびっくり。このまま同じ沼に引きずり込みたいなと思ってます。味方が多いのはいいことですね。ふにゃくけさん、ワンダー楽しみにしてます。うちの裏山、一応東京にはヤギさんが2匹います。どうも草刈り部隊の模様って。あー、確かに。ヤギは、とりあえずなんか、うん、友人が1人飼ってますね。おー。うん、一度なんかこうあの野犬にやられたとかそういうのもあった。そうやな、うん、あれはねびっくりしましたね。でもこう いろんな動物飼ってる家とかありますもんね。福にゃくけいさん、今読んだとかすいません、なんかさっきからなんかダブって読みかけ、ナナさん、ノロさん、もしワクチン、
ワクチン接種を希望されているようですね。ダメ元でワクチン接種して病院に電話して問い合わせてみるのもありですよ。夫オリンピックに関係する部署にいるのに予約しどこないで、1回目がオリンピック後の予定だったのですが、私が打った病院に後日電話して予約できるか問い合わせたら、たまたまキャンセルが出てオリンピック前に1回目の予約ができました。おあ、なるほど、そういうチャンスもあったりするんですね、うん。あ、もみさん、問題の意味が全くわからないっていうのがそれはね、うん、あ、もみさん、私もですっていう、だからやっぱりね、なんかこうキーワードとかが問題になってたら大変ですからね、うんうん。スーさん、飴は1個50円、チョコは1個100円です。クッキーは1個いくらでしょう。飴が50円でチョコが100円、うん、クッキーは、これの解き方っていうのは、はい、物の価値がどれだけ知ってるかっていうことなんですよ。うん、だから相場っていうものがあるから、それを知ってて解けるっていう問題か、うん、使ってる原材料で計算するっていうやり方の分かな。うん、なんと、まあるやんあのやり方が、うん、この分でいけば、うん、飴が高すぎるっていうことなんや。あ、うん、ということは、だから卵の値段と小麦粉の値段があるやん、この中で、うん、はいはい、それでやっていく問題です。うん、なるほど。あ、ニコリさん、猫液体っていうのは猫液体のふにょーんってなるで。なりますね、やっぱびっくりするほどなりますしね。うん、桐花さん、丸亀城うどん、そして悪さ猫さん、いつか行ってみたいということで、もう本当ありがとうございます。もうね、あの、万が一なんかこうこれでそのままブライスショップが終わってしまっても、なんかしばらくは ねあの店としては、なんか店というか、なんかこの展示してるのはそのまま置いておこうと思うので、う、ね、なんかもう予約さえあったら、なんかこう、うん、もう開放いう感じにしとこうと思います。安永家さん、申し訳ないですが眠気が来てしまいました。いや、もうそれもおやすみなさいませって。あの、アーカイブあとちゃんと残しますんで、大丈夫ですよ。でも、もう1時が来おるから、そろそろ告知もエンディングですよ。うん、音楽変えとこうと。はい、カオさん、私は主人と明日1回目のワクチン接種ですということで、ほいほい、もう後がなんかしんどくないことを祈ります。うん、これを打ってみな分からんもんな。もみじさん、かずみさん、仲間がいて安心しました。エレベーターの話がいきなり何回とか聞かれたら急にどうしたしか思いませんっていうのがね、なかなかに難しいですよね。かなちさん、ヤギ欲しいな、草食べてくれるか。でもイノシシ、チカ、アライグマ、タヌキ、キツネがいるか無理か。めちゃめちゃいろいろいっぱいおる。なかなかに楽しいですけど大変ですよね。うん、まあそんな感じでかいエンディングでございます。そうやね、まあね、今日まあこうやってかいね、こう5人の方に譲渡会無事成立してよかったです、うん。あとはもうね、このラテモカの子たちね、ラテモカチョコですね、この子たちをなんか全員並べられてから、なんかうちらもそれだけで満足っていうところはあるんですけど、もうタカラトミーのこの褐色組というか、まあ、最後の子やね、本当に、ね、最後に本当に抜群に濃い子が来てくれましたっていうのと、まあでもこれでちょっとお休みがあると思えば、うんうん、それでまあちょっと私たちもなんかこう財布含めて体制立て直して、そうやね、うん、もうなんかこの、いや毎月でよったらやっぱ金がな、限定ラッシュプラスうちらなんかハルモニアブルームも買ったじゃないですか。まあそれがあるわな、うん、なんかもう財布通り越して通帳がペソペソになる時代になってて、それはあるね、うん、本当にね、もう頑張っていかないかんなっていうのはすごい思いますね。まあだから、うん、まあ楽しくはできるから、いくらでも、うん、これであの週明けにハルモニアのシンデレラを最終確定せないかのですよ。買うか買わないか高いからな。そうで、ディズニーやから、うん、あの買ったよって気軽になんかこう YouTube とか上げられないというか、そういうところもあって、その辺やってないからわからんのやけど、うん、なんか一応厳しいらしいんよ。そうだから、なんかこれなんかこう気軽に紹介してからになんかバンとかなったらわーってなるし、そうなんか難しいみたいなこと言うから避けた方がええんから、買うは買うかもしれんけど、うん、紹介できないんだったらなんか申し訳ないなっていうのが。そうやね、それやったらもうそろそろハグちゃん開けやっていうところにもなるんですけど、うん、もうね、あとはね、あの高いからな、どっちかというとね、あのフラワーシリーズを集めていきたいんですよね。スズランか、スズランちゃんもが一番なんかまあ難関にはなってるんですけど、今やったらユリちゃんが普通に買えるじゃないですか。ユリは買えるね、うん、だからスズランは中古とか、うん、なんか良品があったら欲しいねぐらいの感じやわ、うん。だから今のうちにフラワーシリーズを確定していった方がいいのかとか、うん、もう今なんかこう通知もペソペソ言うてるのに何を言うてるんやっていうところにはなるんですけど、まあ、まあその辺は、ね、まあそんな感じで、ここまで言ったかな、ここまで言ったかな、カオさん、まあお年ごとで副反応は少ないかとっていうのがね、もう本当になんかこうあと何もないっていうのがなんか一番ラッキーですからね。
マリア・バーバラさん、ブライスショップはどうなるか心配してます、うん、あの雑貨たちは返品処理になるのかな。ならないと思います。あの雑貨はタカラトミーのものじゃないから、うん、そうですね、あくまでジュニーモンから買ったものなんで、あれは買い切りですからね、うん、だからまあ返品なくて、うん、お店辞める時っていうのは、うん、まあ、問屋さんが引き取ってくれるものもあるかもしれないわ。まあドールの方やったらね、ドールとかでも雑貨もどうなんやろな。雑貨はさすがにないと思う、うん、だけどまあそれも問屋さん次第やと思うし、なんかあんまりねその預かりとかそういうのになってきたらね、なんかもう店辞めてね、うん、問屋さんに迷惑かけるわけにはいかんというか、うん、勝手に辞めとるみたいなもんになるやん。そうやね、だから問屋はどう思ってんのやろな。そうやね、今これでもうショップの体制がこう完全なくなったっていうのが、もうだけど、うん、まあ何ヶ月かはお休みみたいなもんやから、うん、そうやね、うん、まあうちらもなんか緩く構えとこうかなっていうのは、うんうん、あ今なんかお店じゃないんだふーんぐらいな感じで、うん、まあうちらはなんかやりたいことやりますんで、まあ YouTube はやっていくと思うし、うん、まだね、うん、紹介してないドールもいっぱいあるし、まあ、開けてないドールもあるし、その前からちょっとずつやっていくっていうよりあの、うん、スペリオールとかの、うん、あの分で資料庫のシリーズですよね。資料庫シリーズはやっていきたいなっていうのがあるし、うんうんうん、これもうこれでかいな、こうラディエンスとかプラスやけどまだ紹介してない子もいっぱいおるんですよあそこの前レジネットやってなくてびっくりしたん。あレジネットやってないよ、うん、えなんでやってないんってなったんですよ、うん、かそういうのがポロポロなわけ。ローシェクモルセもタイミング逃してやってないとか。そうやね、 あれに関してはリディアグリーンがあー開けてないんよ。そう開けてないから、開けてからやった方がいいかなっていうのがあってからストップかかってたんですけど、そうそうそう、もうあれもそろそろ開けたらええんやろな。開けてそのまま解説いきゃええんかな。うん、だからもうそれで資料庫2人並んだやつやれたらええな。いくらでも何よ、うん、その撮影ができるのよ。そう、うん、いくらでもあるから、だからまああのここで間が空いてもなんかこううちらはなんかテンション保つようぐらいの感じでいけたらええな。だって別にだって今まで作ってきた分の動画でも700本近くあるんやろ、うん、700超えてるよ。あ700超えてんのや、うん、だからなんかこう別になんか止まらんし、うんうん、もうこの調子でいきます。変わらんな。はい、メイさん、ヤギなかなかに気性が荒いですよ。小学校の時学校でも飼ってましたが、あ学校にあるとかね、怒るねヤギは、うんね、かずみさん、我が家も猫が液体になったり廊下で散らかっています。最近夜に近所の某公園から鹿さんが集団遠征してくるのでびっくりしています。おそういう地域ですか。やっぱり観光客おらんから。あーそっか、まあ、あいつらな夜中平気で道の真ん中歩くしな、うん、飛び出してくるよあれ。おー油断ならない、うんうん、姫野玲奈さん、今日は譲渡会見守れてよかったです。素敵な時間をありがとうございました。ご機嫌よということでありがとうございます。ペニバイさん、終盤まで起きれたのは奇跡です。譲渡会立ち会えて楽しかったです。もう、ね、いつも譲渡会がなんか遅い時間になってしまって申し訳ないんですけど、まあね、明日がね日曜日でもねやっぱりこう、うん、家のことがあると思いますんで、うん、なんかバーバラさん、例の袋にぶち込みかもっていうおーそれは ね避けてほしいですよね。同じポーチ5つはいらない。ジーナさん、ワクチンの接種案内来ました。ワクチンの種類を選べるのですが、どちらにするか迷ってます。あファイザーとモデルナですね。うちんとこなんかファイザー一択になってるよな。そうやね、まだそしたらファイザーだけなんかもしれないですね。だけっていつも選ぶとこなかったもん、うんうん、じゃあファイザーだけが確保になってるんですね多分な、うん、ラブリクルミさん、楽しかったです、ありがとうございました。おやすみなさいとかありがとうございます、うん、神田ちさ子さん、タックスさん、コペさん、お疲れ様でした。譲渡会ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。次回のライブ楽しみにしてます。おやすみなさいとかありがとうございます。福にゃくけいさん、キツネ、北国、うちはタヌキとハクビシンはいる。牛さんの牧場は小型なのが いくつかあります。だから東京だけどねっていうのが。そうですね、東京や言ってもね、なんやかんやでかい、なんかいろいろね。ちょっと離れたら田んぼもあるしな。ありますね。うん、くるみんさん、途中から聞く側になってました。ライブ配信お疲れ様でした。今夜も楽しかったです。おやすみなさいとかありがとうございます。桐花さん、今日も楽しいライブありがとうございました。おやすみなさい、ありがとうございます。チクタクさん、数学オリンピックは難しすぎますが、NHK の子供電話相談室は楽しく聞いてます。あれ楽しいですね、はいはいはい。特にキャラが強く出た時は先生との掛け合いが面白いですっていう。あれね、毎回毎年、毎年おるんやけど、うん、あの、恐竜博士がとんでもないんよ。いや恐竜好きのなんか熱はすごいですよ。すごいよな。なんかこうあの普通じゃないんで、うん、そのなんかあの恐竜の専門のなんか先生がなんかその時だけなんか日本に帰ってきたりとかしてから話聞いてくれるんやけど、まずなんかその先生の話めっちゃ聞いてて僕はここまで知ってるぞ披露した上で質問が来たりとかするから、そうそうそう、あれはすごいですよね。あとな、あの分で一回な、うん、えっ、ー、と
大きな宇宙の質問で大きな星の向こうの星がなんで見えるんやっていうのを疑問に思ってた子がおるんよ、うん、ほんで先生は、うん、あの重力の話をするんやけど、うん、その子供は重力がわからないんよ。あ、そっか、うんうん、で光が屈折する話は先生はするんよ、うん、重力によって。ほう。でも子供は重力と光の関係性が分かってないから、分かったって言われてもポカーンで終わるから、でも先生は本当に分かりやすく説明してんのよ。でも全然分かってないんか、かわいそうなかったんよ。あ、でもそれなんか後でかいなんか録音したのとかは残っとって感じ、それを聞いて分かる瞬間が来るんやろな。そうやね、重力の実験は、あれも可視化することが可能は可能なんよ、うん、その大きなゴムの上にでっかい重りを乗せたりとか、うん、でもその光のその光が曲がるっていうのが、小学生にどう説明がな、難しいけん。ナナナドールさん、今日もありがとうございます。ブライス販売が一時お休みになってもライブ放送楽しみにしています。おやすみなさいということでありがとうございます。続けていきますのでまたよろしくお願いします。おみじさん、シンデレラ、私はまだ悩んでます。お高い、今の私には高すぎる、でも可愛いやーっていうのが分かります、ね、ちょっとでもね、の受注生産なんかな、そういうと受注です今回なんやけど、うん、ちょっとぐらい残してくれてないんかなと思う時もあるのよ。いやいや、まあそれはあるんですけどね。だからなんかこうアマゾンとか見よったらなんかえらいこと安いのがあって、かいなんかこれどうなってるんやみたいなのもあったり。絶対問屋が出してるだろう。問屋じゃねえかっていう値段のがたまにあるんですけど、店じゃないよなあれ、ね、ありますね。びっくりするよ、なんか何うちの入り値割ってくれてんのみたいなのもあるから。入り値割るわ、ポイントくれるわ、うん、なんだこりゃっていうのが、うん、なんかびっくりするのありますよね、うん。スーさん、雑貨袋入りって笑っていただいてありがとうございます。あの、かずみさん、譲渡会で素敵なご縁が見れてよかったです。今夜もありがとうございました。おやすみなさいということでありがとうございます。おやすみなさい。スーズガーデンさん、過去っ子の紹介動画楽しみですって、もうね、ぼちぼちにやっていこうと思いますんで。そういうこと、最初の方にやってかい、なんか動画の色が悪かったやつとかもね、フォローしていきたいんですよね。そうやね。うん、あれの辺ももう一回こう、撮ってもいいしな、初めの頃。うん、5つぐらいあったかな、ね、そうやね。もうあのまだなんか一眼で撮ってた頃なんか色ちゃんと撮ってなかったですからね。そういうのもあるので、そこフォローしていきたいなと思ってます。ナナさん、今夜も素敵なライブをありがとうございました。譲渡会でほっこりしました。またライブに参加させてください。おやすみなさいませということでありがとうございます。おやすみなさい。ひよこさん、資料庫楽しみにしてますということでありがとうございます。続けていきたいです ね、 あ れ、 もうあれはなんかこうちょっと情報を重ねていきたいですね、うん、あとはなんか前からやりたかったあの何を悪す猫処方で、あの夏休みの間この DVD はいかがですかみたいなそうよ、ね、処方も長いことできてないですからね。そうそうそう、うん、キャンディキャンディさん、アニバさんが出て宝富ブライスの色黒肌集合動画 はやりますか、悪す猫さんの解説付きでぜひ見たいですということで。あ、色黒、いやそうか、これの集合の普通になんか解説版か、全部の、いやね、過去にだから、うん、アシャまでをやったんかな。アシャまではやった、でザンニャの時はライブで同じような感じでやった。そうそうそう、だからこれでかい、もう今度完全版ができるので、宝富完全版です。同じことをもう一回喋るのは、うん、あ、酷やから何か要素を足さないといけない。追加分、うん、差分だからこれで多分なんかもうこのクールプルレモデードも入れて、うん、もうこのネオミディをなんか完全網羅状態にして、うん、いうとこですよね。あとはプチが網羅できるかちょっと手持ちを確認です。相当難しいと思うよ、うん、いや持っとるかどうかの確認からですよね。足りないんだとしたらなんか何が足りないのか。いや結構足りんのあると思うよ、うん、ちょっとうちがプチが100体ちょうど100体100体やな、うん、いやあると思うよ、うん、プチはもうほんまものすごい出とるから。そうですね、取りこぼしがあってもいかんですからね。だからまあネオだけでやるとしたら、うん、ネオ見れば可能、うん、だからまあ前回の分の差分として、うん、新たに付け加えだったら可能かな、うん、でもまあ取り直してからになんかもう完全版みたいにでもいいかなとは思う。もう一回1から、うん、だからまあ1から全部もう一回喋り直しても構いませんと思う。やっぱりなんか昔のやつ知らん方もおられるし、うん、あれ前にやった時はアシャですから2年前、うん、もう2年経つ、2年経つか、うん、そっか、それを思ったら今なんかこうあの体感でかいなんか違うこと言えることもあるかもしれんし、うんうん、まあちょっと考えながらですね、うんうん、
ジーナさん今日も楽しかったです、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。もぐもぐタイムさん寝落ちしちゃってました、今気がついたらエンディング、またアーカイブ楽しみにしておきます、ありがとうございます。ニコリさんまたコペさんの追いかけライブも見たいです、お疲れ様でしたということで、いよいよありがとうございます。追いかけライブかやったね、長いことやってなかったですね。どっちをやったらいいんやろ、デジタルかなアナログかな、最近なんかデジタルで慣れすぎてかなんかえらいことになってるんですけど、両方やったもんな追いかけライブは。う、ね、うん、またなんかこう夏休み企画的な感じやからやってもいいですね。メイさんお疲れ様でした、裁断しながら楽しく聞かせていただきました、ありがとうございました、ありがとうございます、作業進んだやったら何よりです。サチさんおやすみなさい、ありがとうございます。スーさんコペさんタクさん本当にいつも楽しいライブに参加させていただき、はい、嬉しく思います、お疲れ様でした、ありがとうございます、おやすみなさい、ありがとうございます。セイラーお人形さん遊びしましょうさん、今日ワクチン打ったら体だるく潜っておりました、譲渡会お疲れ様でした、お二人のライブは安心できます、いつもありがとうございます。いやもう ゆっくり休んでくださいよ。カオさんタクさんコペさん譲渡会付きライブお疲れ様でした、そしてブライスファンの皆様おやすみなさいということでありがとうございます。おやすみなさい。テコリさん明日も仕事なのでそろそろ寝ます、楽しい時間ありがとうございました、おやすみなさい、ね、ありがとうございます。次の日あるのはちょっとね申し訳ないので本当すみません、本当ありがとうございます。カナさんうちの子の通学路校内に鹿がいるのが当たり前です、はい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 、こちらの写真よく送ってくれましたって、ね、いいですね、ちょっとほっこりです ね、 いいね。もみじさん今夜も遅くまでありがとうございました、素敵なご縁を見れた楽しいライブでしたということでありがとうございます。森谷ばばらさんおやすみなさい、今日も楽しかったです、畑違いですが今日8月1日はジェニー人形の誕生日ですね、あジェニーの誕生日なんや、おおこれまたあれやね、うん、スター株式会社のあエクセリーナです、ね、エクセリーナがそうですね、そこら辺もご縁ですね、うん、チクタクさん大丈夫大丈夫おやすみなさいだよねまあね大丈夫で行きたいです ね、 ね、うん、いやもう あれは大丈夫かやったんですけどね、まあ、ね、まあねまあ、あのタマホームラン面白すぎんねそうもうねあれはねもう笑うしかないですよ、うん、藤丸さんライブお疲れ様でした、素敵なご縁をいただき感謝します、お迎え服も作りチャンスを願っていたアニバさん必ず大切にします、今日もいろいろなお話を聞けて楽しかったです、いえいえブライス好きの皆さんに幸をおからんことおやすみなさいということでありがとうございます。おやすみなさい。ピンクソルトさん今日はライブ楽しかったです、参加できてよかった、タックスさんコペさんお疲れ様でした、おやすみなさいということでありがとうございます。おやすみなさい。福にゃくけいさんおやすみなさいませ、明日は買い出しだということで、いやいやありがとうございます。お疲れ様。里本道夫さんワクチン1回目なんともなかった2回目発熱、うん、ライブ聞けて嬉しかったです、ありがとうございました。いろいろあるねやっぱり、いろんなパターンというかね、うん、なんか熱が出たりなんかこう倦怠感がは、うんうん、ありますね、うん、キャンディキャンディさん今日は譲渡会とアニバの話題を中心にとても楽しいライブでした、お疲れ様でした、これからも頑張ってください、次回の動画も楽しみにしてます、おやすみなさいということでありがとうございます。おやすみなさい。ナオさん今日も楽しかったです、お疲れ様でした、ありがとうございました、ワクチン予約取れますようにということで、早めに取れるようにもうちょっと頑張ります、ね、長いことほんまありがとうございます、おやすみなさい。トモトモさんお疲れ様でした、おやすみなさいということでありがとうございました。おやすみなさい、うん、そしたら今日はこの辺にさせていただきます、まあね、5人の方にしか渡せなかったいう感じになるかもしれんけど、うん、はい、まあ、それでもね、ね、ここからもまあ長くあると思うんで、はい、うん、またここからもなんかご縁が出てくると思いますので、まあアーカイブはまあまたあの何、ね、電話番号のとこ消してから、あ、そうですね、そういうことになりますので、ね、いかんから、よろしくお願いします。そしたら今日この辺させていただきます。最後までお付き合いくださり本当にありがとうございました。おやすみなさいませ。どうもありがとうございます。おやすみなさい。